続いてはワールドリポート今朝はウクライナの取材報告です、えー、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から4ヶ月が経ちますが終結に向けた道筋はいまだ見えていませんで今日はウクライナで6月中旬までおよそ1ヶ月間首都キーウを拠点に取材に当たった国際部の鈴木陽平記者に聞きます鈴木さんおはようございますおはようございます 先日もキーウ中心部がミサイル攻撃を受けましたやはり街は緊張に包まれているんでしょうか、はい、首都キーウに限って言いますとロシア軍侵攻直後に比べると街は少しずつ落ち着きを取り戻しているように見えました営業を再開するカフェやレストランも増えていましたそうした中でのミサイル攻撃はインパクトが大きいと思います、うん 避難していた人たちが徐々に街に戻り始めていたんですが今後の判断にも影響を与えそうです、うんまあ、戦時下で日常を取り戻すのは容易ではないと思うんですが何が必要になってきますか戦闘が長期化しつつある中で優先的に取り組まなければならないことの一つが住む場所の確保だと思います家を失った人たちへの支援が少しずつ動き始めています キーウ中心部から車を30分ほど走らせると、イルピンやブチャ、ボロジャンカなど、ロシア軍の激しい攻撃にさらされた地域に着きます。ここでは、砲弾や銃弾の跡があちこちに見られるんですが、大きく破壊された住宅と無傷の住宅との差が激しい印象でした。うん、住宅の再建に向けた動きとして、建築士が現場を回り、 どのように修復や建て直しを進めるべきか今住民から聞き取りを進めているんです住宅を失った人たちは親戚や知り合いの家を転々としているといいます仮設住宅の整備も進んでいるんですがそこに身を寄せている人が再び家を建て直すことは容易ではありません住む場所の確保は喫緊の課題であり かつ長期的な支援が求められます、えー、大切な人を失ったり住む場所を奪われたりした人たちは長期化する今の状況をどう捉えているんでしょうかはい、えー。ロシア軍に対する強い処罰感情を抱いているのは間違いありませんウクライナ国内では今ロシア軍の戦争犯罪を立証するための捜査とそれを公開の法廷で裁く裁判が 同時に進められていますロシア軍が一時占拠したキーウ近郊ホストメリで検察と警察の捜査に同行しました一時占拠された集合住宅の敷地内にはロシア軍が掘ったと見られる跡もありましたそこには車両を隠していたということで幅や深さを計測して記録していました、うん またロシア軍の兵士が残したとみられる銃弾のケースや食料の容器なども回収していましたあし証拠品ということですかその通りです、うん、ロシア軍の攻撃は軍事施設ではなく民間の住宅に対して行われたということを証明するためのものだということです、うん、現地の捜査には周辺の地域から検察官が集められていますキーウの検察トップ オレグ・キパー氏は私たちの取材に対し一番難しいのは犯罪の命令を下した人物や犯罪行為をした人物を特定することだ全ての戦争犯罪者を裁判にかけることができると確信しているがそれには長い時間がかかると述べていました店舗の営業再開住宅の再建そしてロシア軍の戦争犯罪の立証など 軍事侵攻の終わりを待たずして、すでに多くの動きが出てきています。東部で続く戦闘だけでなく、変わりゆく人々の暮らしも引き続きしっかりと伝えていきたいと思います。はい、えー、国際部の鈴木洋平記者に聞きました。続いては N ラジセレクトです。黒崎瞳キャスターとお伝えします。 はい、もうお伝えしていますように。各地で異例の速さで梅雨が明けた後、はい、6月とは思えないような猛暑が続いていますよね。ね関東甲信から沖縄にかけては熱中症警戒アラートが発表されています。うん、まあ、梅雨明けの直後は多くの方が暑さに慣れていないために、熱中症のリスクが高くなって。 病院に運ばれた人の数も急増しています、まあ、すでに高齢の方などがですね熱中症の疑いで死亡するというケースも確認されていますここからは熱中症の危険なサインについて、はい この番組の医療健康情報コーナーでおなじみの。国際医療福祉大学医学部教授の奥中哲也さんに伺います。奥中さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの奥中先生も。最近実際に、こう、身近で熱中症の危険性を感じたことがあるそうですね。うん、あの実は今週の日曜日。<っ>外出を控えるべき日にゴルフをしてしまいました。はああ、医師である私があ熱中症になっては様になりませんので。 万全を期して望み私は無事でしたが同、ええ、反競技者が熱中症になりましたキャリーさんが異変に気づいて、ええ、プレーを中断し事なきを得たんですが、ええ、問題は熱中症になり始めは自分に自覚がないことなんですね、はあ、実は私自分自身もです数年前にとても怖い思いをしました、えええー、水難事故の救命講習会の講師にお招きいただき、はい、砂浜のテントで2時間程度を過ごしました、はい じゃ帰り際に周りの色が消えちゃったんです。え？すーっと色が消えていく感じ。はい、まあ白黒の世界ですね。へえ、はあ。一種の失神に近いかったのと思うんですが、えー、まあ車のクーラーを全開にしまして、ホーストリンクを3本 1500cc 飲んで、まあ、これ1時間ぐらいだったんですけやっと一息つけました。はあそうでしたか。それでもなかなかこの後お潮水が出なかったのを今でも鮮明に覚えています。えー、はあそれはやはり熱中症に。 なられたたとということだったんですねそうですね、もしかすると1度か2度近くなってたのかもしれません。1>, はあ、1度か2度という話、今ありましたけど、<え>それは熱中症の症状についての度が違うってことですねはいあの熱中症は医学的には重症度というので分類されるんですが、はい、まあ一番軽い軽度、1度でではですねめまい、一時的な失神、顔面蒼白などの症状が出ます。まあ炎天下の運動などで 皮膚血管が拡張して血圧が低下し脳への血流が悪くなることによって起こるんですね、はい、同じくよくある足腕、えー、お腹周りの筋肉の痛みを伴った痙攣はいえんこむら返りといった手足がつったりするのも一度に分類されますあの眠っている時にこむら返りを起こしたりということは今の季節よくあるようですね、えー、はい、あのー、そうなんですねこれは太陽大量に汗をかいて傷、えー、だけを補給するんですが血液の塩分 ナトリウムの濃度が低下したことが原因なんです。これは中度度二度になりますと、はい、全身の倦怠感、失神をと、そして頭痛、集中力や判断力の低下などの症状が見られます。見られます。大量に汗をかき、水分の補給が追いつかないという脱水状態になったということになりますね。はあ、これでもかなり重い感じがしますけれども、それで二度ということは、はい、さらに上があるわけですね。 はい、重症3度と分類されるのはいわゆる熱射病ですね、はい、太陽の上昇のために中枢機能に異常をきたした状態で応答が鈍い言動がおかしい意識がないなどの症状が見られたりショック状態になりする場合があります怖いのは3度の熱中症の場合 率が30に至るという統計もありますいやここに至る前になんとかしないといけないんですけれどもそ、ね、あの日曜日の,そのゴルフの時も周りで、ね、熱中症と思われる方がいらっしゃったということですけれども、うんはい、その時どういうふうに対処すればいいんですかねまず熱中症にかかった場合は最も重要なのは体を冷やすすことです、はい、まあ直射日光の当たる場所から日陰や木陰に移動させ、えー、衣類を緩め安静にさせます。はい 特に太い血管のある首、両脇、足の付け根などの冷却が効果的です機体は気持ちが良さそうなんですが、えー、あまり太い血管がなく効果があまり望めません血管を冷やすんですねはい、太い血管を冷やすいはい。また体全体ぬるま湯をかけてですね、えー、扇風機の風を当てるのも効果的ですぬるま湯ですか冷たい水じゃないんですか、はい、そうなんですこの際に冷たい水を皮膚にかけますと で冷たい風を送りますと毛細血管が収縮して血流が減少するために効果が落ちてしまうんですね<ー>もちろん意識が生命ならば、ええ、スポーツでドリンクので水分を補給してください<ー>ただし痙攣意識不明混濁状態を制している場合は直ちに緊急要請<ー>救急車を呼んでください速やかに応急処置を行ってから救急搬送し医療機関での治療を必要とします ここまでその対処方法ということを伺いましたけれども、予防については、うん、そのどうしてもやはり外で作業したり運動したりしなければならないという状況もあるかと思うんですね。うん、はい。そういう場合どういうふうにこう予防を考えたらいいですか。そうですね。熱中症にならないためには、その場所の気温や湿度をやはりチェックすることはとても大切ですね。はい。例えばゴルフ場の気温が三十三度なれば。 運動はは中止ででありませんが厳重警戒温度です体を冷やすために冷えたお茶を飲むのが多いんですが、ええ、実はお茶というのは利尿効果がありますので、ええ、おし水入れてしまい水分を取ったことにあまりにならないんです<ー>また塩分も取っていませんので熱中症になるパターンなんですねあもう冷たいものを取ればいいってことじゃないんですね。あとねよくあるのが、ええ、同伴競技者のいるスポーツや団体競技。 相手に気兼ねをして途中で危険しにくいので危険因子となりますまさに先ほどからおっしゃってるゴルフなどそうですよね、そうですねあと体育館でやってるバレーボールやバスケットボールなんかもそうと思うんですが、えー、周りの人に勇気を持って休みたいということはとても大事で、あ<ー>で迷惑をかけたくないと気兼ねをしていると、余計迷惑をかけるようになるということを自覚した方が良いかと思いますこれ、なかなかできないですからね、ね意識した方がいいですね。うん、はい その熱中症を予防するためにですね奥中さんはどんなことに気をつけていらっしゃるんですか当たり前なんですがまず暑さを避けることです、はい、危険性の高い時間帯の外出を抑制する、うん、なの私が言ってもご約ににかけますね仕事やレジャーなどで炎天下に行かなくてはならないときは日傘防止は必須ですが、はい、おすすめは氷喉です。氷 あのスポーツ用のおしゃれな氷ょが、ええ、実は2000円程度で販売してますので、これ、実は昨年の東京オリンピックのと私はあの会場責任者だったんですが、はい、非常に大いに活躍しましまたへ<ー>実はこのひをですね、うん、まあ、ある程度、まあ、2度近い、まあ、1度か2度の方にです、ね、4点、先ほど言った脇の下とそけ、うん、部を大きな氷ょで減らしましたところ、点滴まで至らなくて回復した方がほとんどでしたねなるほどね。えーえー 熱中症になってもその応急処置としてその表の脇の下とか足の付け根に当てるとそれでまあ効果があるわけですねはい私表のなしにはあの炎天下のゴルフというのは全く怖くてできませんああ<ー>そ,それぐらい大事なものなんですねえ <laughs> 続いてこまめに水分補給ということです室内室外を伴わず喉の渇きを感じなくても水分塩分蛍光補正液などで補給してくださいはい 実は喉が渇いてからでは遅いと思ってください経口<ー>、えー、補水液というのは実は普段あんあまりおいしいものではないんですが、えー、これがごくごくおいしいと飲めるようですと熱中症にかかり始めていると言っていいと思いますそういうことですかそうするとやっぱり熱中症予防というのは水分と塩分の補給というのはポイントになるわけですね。おっしゃる通りです こまめな水分補給は大切なんですが水分だけを補給することがかえって熱中症による熱経を引き起こす原因になりかねません熱経を予防するためにも汗をかきやすい状況ではスポーツドリンクや0.1から0.2%濃度の食塩水これは1リットルの水に対して12グラムの食塩水を加えたも,たもので作れるんですけど、まあ、こういう、まあ、水分と塩分の補給を行ってください。 もちろん塩分を補給するには、ああまあ塩昆布や味噌汁、はいうん、梅干し、えー、おせんべい、はい、まあ食塩をん含んでる飴なども良いと思います。確かにこの暑い時期になるとこうしたものを食べたくなりますからね、体の方を求めてるんでしょうね。それからあの熱中症は屋外でのことにこう気を取られがちですが、実は全国の年間の発生数の半分は屋内だと家の中で起こるという調査がありますね。室内ではどういうことに気をつけたらいいでしょうか。 はいあのー、国立衛生研究所の資料によりますと接種25度あたりから患者さんが発生すると言われています、はい、温度が上がるとともに段階的に増えていき31度を超えますと急増すると言われているんですね、うん、これは温暖化現象が進んだせいか真夏の最低気温が25度以上になったことや家の気密性が増したことなどから室内における熱中症が増えたと言われていますーー特にご高齢の方は夜間エアコンをつけっぱなしにすることに非常に抵抗があるようです。そうですね しかし今日は27度程度に保ってくださいあとポイントなんですけども、はい、寝る前に水分を取るとトイレが近くなるため水分を控えるという方が結構ご高齢者にいらっしゃいますねこれも、えー、熱中症の原因の一つです入浴後、就寝前の水の一杯コップ一杯の水の補給はとても重要だと思います 奥中さんあの、リスナーの、ね、方からもたくさん質問が届いていて宮崎県のれいさんなんですけど、はい、クーラーの設定温度についてなんですけれども。はいはい 家庭内でもその暑がりと寒がりがいますので<ー>ちょっとしたバトルになっていると今までは低めの温度で寒がり派が上着を着て我慢していましたが今年はやっぱり温度を上げることにしましたということなんですねやはり暑がりの人に温度設定合わせること大切だと思うんですけれども、はい、風が苦手っっていいいいう方もいらっしゃいますよねはい、そういう場合どうしたらいいんですかね。あのねあの冷気が 直接川に当たるというのは良くないんです。まあ、循環してるというのはいいんですが、なかなかそうもいかない。まあ、あのよくあるのはリビングのエアコンをある程度つけっぱなしにしておいて、上の寝室のドアを少し開けておくで、冷気を招き入れるというのが良いと思います。はい、温度はエアコンの設定を変えるのではなく、ドアの開き具合で調節すると。 いいと思いますよ、はい、なるほど涼しい風が入ってくるけど直接風は当たらないという環境を作るんですねはいそのほかに、えー、と浅野凪さんから汗をかく能力が落ちると暑さを感じないと聞いたことがあります高齢になるとそもそも暑さを感じにくいということなんですけどもご高齢者は体温調節機能が低下しているためそもそも暑さを感じにくくなる。 喉が渇くのをあまり感じにくくなる、そして発汗しにくくなるため、熱中症にかかりやすくなりますそれからマー君さんから、汗をかきやすい人は熱中症になりやすいですかということなんですが、それむしろ逆ですね<ー>あの、汗をかかないと体温が、ね、体にこもってしまいますので、いわゆる酸度の、まあ、重症になりやすいということ、もし汗をかきやすい方が水分と塩分の補給をしなきゃいけないのは言うまでもありません。You そしてもう一つ、しましますいかさんですね、暑さ対策、体の芯から冷やす食べ物の旬の野菜、きゅうりとかトマトなどを積極的に取るようにしています、これも、熱中症対策になりますかそうですね、構、ま、想、あ、そもそも論として、えー、水分が95%以上ありますので、<え>単純に水分補給になるということ、<え>あ特にきゅうりは、ですねカリウムというのを豊富に含んでいますことから、<え>夏バテを防ぐ食材です。 薬剤的検知からあの薬膳ですね薬膳的検知から見ますと、うん、よく気を下ろして体にこもった熱を取る作用があるといわれていますわ <got> かりましたありがとうございました奥中哲也さんに伺いました奥中さんありがとうございますありがとうございましたまさざまな現代アートが山や海に広がる芸術祭地域にどんな影響があるのでしょうかマイビス田中キャスターです 今年は地域活性化に貢献している大きな芸術祭が2つ連続して開催されます地域再生の成功例そしてその秘訣について株式会社ディスカバージャパンの代表取締役社長で統括編集長の高橋俊博さんに伺います高橋さんおはようございますおはようございます今日はどんな地域再生の取り組みをご紹介いただけるんでしょうかはい 今日はですね芸術祭についてですねお話をしたいと思っております。と言いますのもです、ね、今年はちょっと芸術祭イヤーだと思っておりまして、うん、あの新潟のですね第一の芸術祭越マリアートトリエンナーレと、ね、あとは瀬戸内海で行われております瀬戸内国際芸術祭が同じ年に、ね、行われるという珍しい年なんですね。うん、どちらもあの3年おおきに開催されててりまして あのいつもはね、新潟も瀬戸内国際芸術祭も違う年にやってたんですけど、コロナの影響で、第一の芸術祭がです、ね、ちょっとずれてです、ね、初めて、ね、こういうあの2大芸術祭が同時開催という、ちょっと珍しい年になっておりまして、もちろんね、それぞれちゃんと検温とか、あと体調確認の徹底とかです、ね、あの入場制限かけるとか、感染予防対策をしながらです、ね、あの両方あの開催というふうになっております。はい まあそれぞれあの有名な芸術祭ですけれどもどのようなものなのか改めてて説明してくださいまず第一の芸術祭ですね、えー、新潟の越後つまりのアートトリエナーレですけれどもこちらはです、ね、あの新潟のです、ね、越後つまり地域十日町とかです、ね、あと津南とかあなどなど、えー、6つの、ね、エリアでえ開催されているものなんですけれども。うん 規模的にも非常に大きくてですね作品が、えー、300点以上、えー、面積でいうと 760km というですね世界最大規模の国際芸術祭というふうにも言えます、あのーまあ、今結構芸術祭っていろんな地域で始まってるんですけども実はこの第一の芸術祭がこの芸術祭の走りと言ってもいい存在でして、えー、初めて開催されたのは2000年に、えー、開催されで今回が9回目です でも,う実はもう4月から始まっておりましてあの秋の11月13日まで開催されているというところで里山をね十分に、ね、楽しませてくれるそんな内容になっております、うん、そしてもう一つ瀬戸内国際芸術祭、はい、こちらも有名ですよね、はい そうですね、はいまあ、もうこちら、の僕の地元にも、ね、<laughs> なりますので、ちょっと芸術祭が始まる当初からですね、はい、非常に関心を持って、我々を見てたんですけれども高橋さんは、あれですもんね、はい、岡山出身そうですよね、だから本当にもう地元なんですよね。第一の芸術祭がね、えー、まあ里山と山の芸術ということに対して、瀬戸内国際芸術祭はま,あまさに海の芸術祭ですね、通称、瀬戸芸というふうに縮めて言うんですけれども。 場所はですねあの、直島とかですね、手島、目城島、小島あ、あと小豆島とかですね、瀬戸内海の名だ、まあ、たる島をで舞台にして、まあ、それをこう美術館に見立てたような、そういう展開をね、しております。はいえー、会会期期もですね今年あのまずあの春会期が えありましてそちらは終わったんですが、えー、夏秋と三つに期間が分かれておりまして一番近いところで言いますと夏はあの八月の五日から九月の四日まで三十一日間ね行われる予定になっておりますねこれ地域再生という観点から、えー、この芸術祭のいいところっていうのはどういうところですか、はい、地域をですねアートを通して、えー、その価値をね再発見できるっていうことがこれは、ね、住んでる人にとっても訪れる人にとっても あのいいことだというふうに僕は思っているんですけれどね、はいでまあ、実はね現代アートってあの実は結構わりと難解でパッと見てもねなかなか、えー、よくわからなかったりとか理解するのが難しかったりとかするんですけれども、はいえー、参加されてるアーティストの方々そういった方々が作品を作り込む時に、まあ、必ずその地域の、まあ、歴史とか、えー、伝統とか文化とか そういうい背景をです、ね、しっかり読み込んで、まあ、リサーチをしてでそれを踏まえた上でこで景色に合うような作品を作られていくんですねだからアーティストがどのように考えて、ね、この作品を作っていったかっていう解釈をたどっていくとその土地の歴史が実はこうアートを通してこう見えてきたりとか、えー、するのですね例えばなんですけどもつまりトリエンナーレの、えー、舞台になる十日町とかですね、まあ、縄文時代の火炎 火炎型土器って国宝になっているものがまあ出土はしているんですけれどもまあ実はそういうえ火炎型土器みたいなものを作られた4000年と5000年ぐらい前まで歴史を遡っていってアートを作っていくんですがまあそんなことを掘り下げていくとじゃあ火炎型土器を作っていたその当時もやっぱりその十日町のあたりっていうのは当時のアーティストですよねそういった方々が住んでてアートを体現してた。 あのそういうことも言えると思うんですよね。なんかまあそうなっていくと、つまりで,で今現在行うっていうことの意味がこう浮き上がってきたりとか、まあそんなことがですね、分かってくると思うんですよね。で、そういうものをま作品を見ながら体感しつつ歴史っていうものを踏まえて、うん、えー、あなるほど住んでいる人もこういうふうなあ歴史がまさにあったよねっていうことに気づいたりとか、訪れる人はあのまさにそういったことをこう体感しながら地域のことを学んでいけるっていうこと自然にね確認を通して。 参加できるっていうところが芸術祭のまあ本当にいいところだというふうに思いますね。はい、なるほどね。はい。経済的な効果っていうのはどうなんですか。はい、そこのところもあのかなり大きなあ影響を及ぼしておりまして、うん、まあちょっとね今年はねコロナで、えー、来場者数とかはあの減るとは思うんですけれども、うん、第一の芸術祭はまあ前回2018年のではおよそまあ54万人の来場者が、えー、来られたりとか。 あとは、瀬戸内国際芸術隊も、前回2019年ですけども、118万人が来場したと。100万人以上の人がいたというですね、はい。まあその経済効果は、180億円だというふうにも言われたりとかね、しております。であと、もう一つはね、経済効果もそうなんですけど、個人的には、やっぱりその地元の人たちの、おじいちゃんはゃんは非常に喜んでるんですよね。なんか、やっぱこんなに若い人が来たのはもう何十年ぶりだろうみたいなとか。<laughs> 何年ぶりにこんな若い人と話をしたかなみたいなことでなんかそういった意味でも非常に地域の人たちが元気になってるなっていうことを感じたりとかそこら辺もねちょっとやっぱり得意なところかなといいううふうには思いますこの2つの芸術祭の成功例からかもしれませんけども、はい、今芸術祭ブームでもありますの、ね、です、ね、いろんなところはやろうとしてますのでこれについてはどうですか、はい そうなんです。この2つがやっぱり成功したというところで、いろんな地域がアートかける。うん、まあ地方創生というような形で動いてるところもたくさんあるんですけれども、うん、まずこの2つがあの成功したっていう。まあ、理由としましては、やっぱりちゃんとあのコンセプトがね。やっぱりしっかりしていたっていうところが言えると思います。特にあの瀬戸芸なんですけども、あの海の復権というコンセプトをあの立てているんですよね。当初からそれなぜかというとまあ、瀬戸内海自体は戦後に。 自然の美しさっていうものを経済的なあの進捗によってですね。打ち捨てられてたんですけどもまそこのところをね。この芸術を通して本来の美しい捨てとないかいっていうものを魅力を取り戻そうというような強いコンセプトをですね持って海の復権っていうことをね打ち立てたんですよね。で、まあそういう思いがですね。あるからこそ、そういうコンセプトに心を打たれたま世界で。 活躍する一流のアーティストの方々が賛同してでそしてその気に打たれてですね作品を作っていくと、まあ、そうやっていく,ていくともう本当に世界でも唯一無二のその作家の作品ができるわけで,でその唯一無二の作品をめがけて現代アートのファンたちがですねもうこう世界中から訪れるというようなことが起きたというところなんですよね。はい なのでちょっと芸術祭がはやっ,ってるからって言って、うん、ちょっと手を出してやっても、えー、2万センチ3万センチとなってしまうので,です、ね、やっぱりそういう地元の人たちが、まあ、どうやってその地域を再生していくかそういったことをちゃんとコンセプトを打ち立てるのとそれをこう意思を持ってこれをやり抜くという覚悟がやっぱり成功で、ね、生む要因だというふうにね,ね、はいはい、高橋さんどうもありがとうございいましたはありがとうございました。 今朝のマイビズは株式会社、リスカバー・ジャパンの代表取締役社長で統括編集長の高橋俊博さんに伺いましたさあお伝えしていますように気象庁によりますと群馬県伊勢崎市ではきょう午後2時20分前に気温40度ちょうどに達した、また東京の都心でも35.4度、まあ、5日連続で猛暑日ということになっています。 で、えー、各地で猛暑日が相次いで26日までの1週間熱中症で病院に運ばれた人は総務省消防庁のまとめで全国4551人、これその前の週の3倍余りに達したことが分かったということなんですね。 夕方になってもこう気温下がりにくいということで熱中症、本当にあの厳重な警戒が必要です。ご高齢の方などが熱中症の疑いで死亡するというケースもすでに発生をしています。 のツイートですけれどもこの方熱中症経験者だということで一番の予防法は熱中症についての知識を知ることに尽きると思いますそうなんです、えー、熱中症のリスクが高いのはどんな人なんでしょうか今日は伺います伺うのは熱中症に詳しい再生会横浜市東部病院の患者支援センター長谷口秀樹さんです谷口さんよろしくお願いいたします よろしくお願いいたします。谷口さん、今日は、特にこういう方注意してほしいっていうのを知りたいんですけれども。持病がある方もいらっしゃると思うんですよね。どういう方が注意すべきでしょうか。はい、あの、熱中症になりやすい、えー、持病を持った患者さんっていうのは。糖尿病、高血圧、心臓病、腎臓病ですね。はい。あの、この、このような病気の方は、例えば、心臓や腎臓が悪い方っていうのは。利、えー、尿薬。 それによって、まあ、体の水や塩分を制限して外に出しているので、まあ、脱水状態に近い状態で常にいるわけですねしたがって熱中症こういう暑い時期熱中症になるリスクが高いというふうに考えられます。はい はい、糖尿病の方もですね、あのー、いろいろな神経障害を持っているんですね、糖尿病の病気っていうのは。うん、そうすると、ですね、例えば汗をかく、えー、神経というのは交感神経、副交感神経のバランス、つまり自律神経なんですけれども、自律神経の異常があると、ですねこういう暑い環境で汗をかけなくなりますので、熱がこもるというような状況が起こります。うんはい、で今お話ししたこういう疾患というのは、皆さん動脈硬化を伴っていることが多いので。うん そうするとですね腎臓の機能っていうのが悪化してるんですね、はい、慢性腎臓病っていう,うんですけども、えー、まあこうなると私たちの体に大切な水を体に溜めておくことができないくなってしまうんですね腎臓は水を溜めるためのものなんですねそうですねそうするとせっかく取った水が外に体の外に出てしまうのでやはり暑さで熱中,症熱中症になるリスクが高まります、はあ、こういう方たちどういうふうに対策すればいいですか もう本当にですねあのー、まず自分個人で判断するのって結構難しくって薬をやめるわけにもいかないので、えーはい、かかりつけの本当にお医者さんとですねよく相談してこの夏をどう乗り越えるかっていうのを個人個人違いますので、えーえー、適切なあの指示をいただいた方がいいと思います、えー、こういう症状が出るとやはりすぐ行った方がいいよっていうのは何か基準はあるんでしょうかこれもですねやはり患者さんごとにあの違うんですけども、えー まあ、あの熱中症の症状この暑い時期の症状で一番あるのが疲れやすくなる食欲が低下するこのありがあるんですね<ー>、はい、そういう症状が出た場合にはもう本当に熱中症の初期段階を疑ってかかりつけのお医者さんに相談した方がいいと思います、うん、今はもうこの暑さですから持病がない方たちも,もう熱中症には注意すべき時期ですけれどもどんな注意が必要ですか そうなんですね。今までは持病の人が危ないあるいは高齢者、子どもたちが危ないという,ふうにお話ししたんですけども、えー、これだけ暑さが本当に暑、えー、くなってくるとですね、健康な人も熱中症になるリスクが高くなります、はい、で特にですね、自覚していただきたいのは自分だけはならないと思っている人に限って熱中症になってしまいます。えーうん したがって、あの先ほどのリスナーの方からもありましたけれども熱中症のそういう症状とか症状をよく知ってまあ初期症状に気がついてというところが大切ですね。熱中症にかかりやすい傾向のある人っていうのはいらっしゃるんでしょうか。そうですね。いくつかあのいらっしゃいます。はい。あのまずですね体の筋肉量が少ない方ですね。<ん>筋肉が少ない人、はい。そうなんですね。私たちの体で。 水分を溜める場所っていうのは実は筋肉なんですね。一番多いところは<ー>はい。だから、普段から座り仕事が多かったり、あるいはまあ、あの内勤営業よりも内勤が多かったり、筋肉をあまり使っていない人、特に下半身の筋肉が落ちている方は危ないです。 あ軽い運動ぐらいはした方がいいということなんですかそうですね汗をかくほどいらないんですけども歩行、ええ、ですねウォーキングはずっと大切ですね特にあの年齢が高くなればなるほど筋肉量って落ちてきますから、ええ、普段のまの、あ、散歩っていうのが一つのその筋肉量維持につながりますその他に注意すべき方はどんな方でしょう。はい、これ意外なんですけども、ええ 肥満傾向の方っていうのは、はいえー、熱中症になりやすいんですね。なんか水分結構ね貯めていらっしゃるイメージがあるんですけど。<laughs> はい。実はですね、体の中で今お話したように筋肉に水分が溜まりますので、えー、筋肉が少ない方っていうのは脂肪が多いですね。はい。で、肥満の方ってどうしても脂肪が多い。えー、水と油って交わらないですから、<ー>えー、つまり脂肪がたくさんあっても体の中の水分ってのは少ない状態、脱水になりやすい状態なんですね。えー はいあとはですね脂肪って熱の電動速度が悪いので暑さに気が付くのが遅くなったり、はい、体温コントロールが難しくえなってきますので、うん、やっぱり肥満傾向の方熱中症で倒れる方って結構いいらっしゃいますあそうなんですね、はい、それからやはりこう寝不足だったりすると体調不良にもつながりますよね。そうなんですねやはりですね睡眠不足や朝ごはんを抜いたり暴飲暴食アルコール肩っていうのはですね 自律神経をやっぱり障害してしまいますので、えー、熱中症のリスクが高まります。これから暑い昼間活動するためにはよく寝ることと朝ごはんですねお味噌汁なんかの水分いっぱい入ったものをね、えー、取っていただくことが大事です、うん、今夜寝苦しいからなかなか眠れないという方もいらっしゃると思いますけどやはりね適切にクーラーを使って。 で、涼しいところで熟睡するっていうことがすごく重要なんですね。そうなんですね。あの夜の熱中症も,もちろん、あの予防するのも大切なんですけども。えー、次の日に疲れを残さないっていう対策にも、その夜エアコンを使ってぐっすり寝るっていうのはなります。うん、その他に注意した方がいい方っていうのはいらっしゃいますか。はい。一度熱中症になったことがある人は、はい、また繰り返すことがあるんですね。え、どうしてですか。これはですね。やはり熱中症に良くない。 その生活習慣っていうのを繰り返していたり、あとは熱中症になりやすい体質の人っていうのがいることが分かっていますな,なりやすい体質があるんですね。はい、これは遺伝子がその熱中症になりやすいものを持っていて、えー、これはやっぱりどんな努力してもなくならないんですね。えー、なので、繰り返す熱中症の方っていうのがいらっしゃるわけです。えー とココさんという方のツイートですけれども、えー、ちょっとあの施設は分かりませんけど訪問先の患者様の体調管理慎重にしていますゼリー飲料を提供したりと工夫していますということで、あのーまあ、体体調が弱っている方などもやはりこう周りの方がこう適切にこう、えー、ケアをしてあげることって大事ですかね。 熱中症の予防は、まあ、その暑さを避けること。 まあ周りの方がエアコンをきちんと使ってあげることともう一つはきちんと栄養バランスのいいものをとるそういうゼリーとかを利用してね、うん、あの体の水分をためるというのは非常に大事です、はい、で栄養補給ということで言いますとママパッチーさんという方お台所暑いですな煮炊きなさっている皆様ご安全にということで、うん、え台所で夕食の支度などなさっている方もどうぞあの十分注意していただきたいと思います。 再生会横浜市東部病院の谷口秀樹さんに伺いました谷口さんありがとうございましたありがとうございました今回の参議院選挙注目されている論戦のテーマの一つが安全保障です注目点などについて田中康海解説委員に聞きます田中さん、はい、やはりあのロシアによるウクライナ侵攻によって安全保障に関心が高まっているように思えますねそうですね あの軍備増強を続ける中国や北朝鮮、うん、それにロシアとも国境を接しているえ日本安全保障環境は厳しさを増していると言われています、はい、まあですので今のままの安全保障政策で良いのかどうか有権者の関心が高まっているように思います。はい、でそれを受けてまあ今回の選挙安全保障分野を公約の前面に打ち出す党が多くなっているのも特徴なんです。えー その中の注目点というと、何でしょうか。はい。あの、何と言ってもですね、防衛力の強化。はい、まあ、そのための防衛費の増額をめぐるものです。うん、え各党の主張をご紹介します。えー、自民党は、えー、公約で、N. A. T. O. 諸国の対 G. D. P. 欲望。二パーセント以上も念頭に。真に必要な防衛関係費を積み上げ。来年度から五年以内に、防衛力の抜本的強化に必要な。予算水準の達成を目指すとしています。 野党第一党の立憲民主党は着実な防衛力整備を行う総額ありきではなくメリハリのある防衛予算で防衛力の質的向上を図るとしています与党の公明党は専守防衛のもと防衛力を着実に整備強化する個別具体的に検討し真に必要な予算の確保を図る日本維新の会は GDP 比2%を一つの目安として増額を目指し、防衛体制を総合的に強化する。国民民主党は、領土と主権を維持するために、予算を不断に見直し、必要な防衛費を増やすとしています。一方、共産党は、平和と暮らしを壊す軍事費2倍化の大軍拡を許さない。外交による平和。令和新選組は 戦守防衛と徹底した平和外交によって周辺諸国との信頼情勢を強化するとしています。社民党は防衛力を大幅増強の動きに反対。NHK 党は GDP2% 程度へ引き上げるべきとしています。まあこのこれらの各党の主張を大きく三つに分けられると思います。えー、まあ具体的にこの数値を示して防衛力を強化する。はい。 で数値は示さないもののえ防衛力の整備もしくは強化は着実に進める、うん、え防衛力強化には反対で外交による平和を実現するというもので、はいまあ、与党間、野党の間でも温度差や違いがあるというのがわかります、うん、具体的な数値として GDP 比2%というのは上がっていますが、はい、これはどうしてなんですか。はい 日本の防衛費は近年は5兆円台でして年々増加しているんですが長年、GDP ・国内総生産の1程度で推移をしていますこの2%というのは NATO ・北大西洋条約機構の加盟国が2024年までに達成すると8年前に合意して決めたものなんです。はい でただ加盟国の一つドイツはですね、まあこれまで消極的でまあ1.5%程度にとどまっていたんです。でそれがこのロシアのウクライナ侵攻で方針を大きく転換しまして、えー、毎年2%以上に引き上げることを決めたんです。えーはい、でこの NATO 基準というのがありまして、えー、まあ日本で言えば防衛省の予算に加えて。 海上保安庁の予算なども含めるんですが、まあ、それで換算しても日本は GDP の1.24%となります、うん、まあ日本としてもこれまでの方針を転換して防衛費の大幅な増額に踏み出すかどうかが論点となっているんです、はいまあ、あの防衛費をめぐる議論、はい、その金額額もさ、ね、ることながら中身も重要ですよねそうですね、まあ、日本の防衛に とってですね、えー、何を優先するのかを議論するか、はい、議論することは重要だと思います、うん、え、まあ宇宙やサイバー電磁波といった新たな領域、えー、先端技術の研究開発などが必要だというのはよく語られます、うん、ただ足元に目を向ければえ防衛省はミサイルをはじめとする弾薬の確保というのは喫緊の課題として挙げているんです、うん、弾薬の確保ということはえ、足りな不足してるんですかはい え防衛省はですねこれまでは限られた予算の中でまあ主要装備品と言われるんですがまあ戦闘機や艦船などの導入を優先し弾薬の確保は後回しになってきたとそうしているんですいわば発射する装置は揃えたけれども実際に撃つ弾が足りないというもの,なのでまあ中には仮に戦闘が始まってもすぐ続けられなくなってしまうほど不足しているものもあるそうなんです。 まあ長期間にわたって戦いを続けられる能力、これを経戦能力というんですが、まあ防衛省はウクライナ侵攻を見てもその経戦能力の維持にも弾薬の確保は欠かせないとしています。え、まあこうした弾薬の確保以外にもですね、装備品の維持や整備、隊員が生活する大車の老朽化など、まあ今の力を今持っている力を有効に運用するための。 課題が山積ししているとしていいるるとんですですので各党はですね防衛費の増額を訴えるのならばどのような理由で何を優先して整備すべきだと考え、まあ、それをどう実現していくのかまた必要な財源をどうするのか、まあ、特に大幅に増額してですねその水準を続けるというのならばどう財源を確保していくのかしっかりと示すべきだと思います。で一方 防衛費の増額に反対するというのならば今の安全保障環境への備えをどうするのか、まあ、外交による取り組みだけで十分なのかどうかなどを示し、まあ、有権者の判断を仰いでほしいと思いますでそして今回の選挙で防衛費とともに注目されるのが弾道ミサイルへの対象をめぐる議論です。 北朝鮮はあの、今年、ミサイルの発射を繰り返していますもんね。そうですね、えー。今月5日には、八、まあ、発ものミサイルを発射しました。はい、で今年に入って、弾道ミサイル、もしくはそのか可能性があるものの、発射は、まあ、16回。と、すでに過去最も多くなっているんです。でその中で、たびたび出てくるのが、変速軌道、ええ、軌道が変わるミサイルなんです。 で防衛省はこうした変則軌道など北朝鮮のミサイル技術の進展は著しくこのミサイルを迎撃する撃ち落とすのが困難になってきているとしているんですでそこで出てきているのがいわゆる敵基地攻撃能力の議論ですす、はい、敵ののミサイル発射基地などを破壊する能力のことでこれまで政府は一貫して憲法上認められているもののアメリカ軍が担うとして持たないとしてきましたはい でこれについて自民は今年四4月反撃能力と名称を変え保有すべきと政府に提言公約にも盛り込みましたえ与党の公明は公約に直接の記載はありませんただ党幹部は保有に一定の理解を示しています選挙後に政府・与党内の調整が本格化する見通しで、まあ、今回の選挙の論戦,で論戦でも注目すべき課題と言えますこれについいて野党はどううう主張でしょうか えー、公約で維新国民 NHK 党は名称はそれぞれ違うんですが保有整備すべきという立場です、はい、共産党社民は保有に反対しています令和令和は不可能だとしています、えー、立民は公約に直接の記載はありません、はい、党幹部は慎重に検討する必要があるとしていますで私はこの課題をめ,がめぐっては 二つの大きな論点があると思いますその一つが抑止力です抑止力というのは相手に攻撃をさせないというものですねそうです例えばミサイルを打ち込もうとしている相手にまあそれはやめた方が良いと考えさせる能力のことです、はい、能力を保有すべきと主張する党はその抑止力を強化するために必要だと言いますうんうん、うん で果たしてこの能力を持つことがですね、軍備増強を進める周辺国への抑止力となるのかどうか、うまあその抑止力のためにどこまでの装備を持つのか、はい、まあそれがいわゆる軍国競争を生まないかなどは重要な論点だと思います。でもう一つが先進、えー、防衛です。これはもう日本の安全保障を論じる際にたびたび出てくる言葉ですよね。えー、そうですね。あのー、相手から武力攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使し まあ、その内容も必要最小限にとどめるという、まあ、政府がこれまで一貫して守ってきた防衛の基本方針です。はい、で、保有に反対する党は、能力の保有は専守防衛から逸脱するとしていて。まあ、保有すすべきとする党とは、まあ、ここから主張がぶつかっています。え何をもって攻撃を受けたとみなすのか。どこまでの攻撃をする可能性があるのか。想定される事態を示すなどして、具体的な論戦を。 期待したいいと思います、まあ、この新たな能力の保有、また防衛費のあり方をめぐっても、政府は年末までに国家安全保障戦略などを初めて改定し、結論を出すことにしています。でこれまで見てきたように、日本の安全保障政策にとって大きな転換となりうるもので、今回の選挙はそれを前に有権者が判断できる重要な機会とも言えます。それだけに各党には 選択肢を提示するような明確な主張を期待したいと思いますし私たち有権者もその訴えに注目していくことが大切ででではないししょうか田中康海解説委員でしたまあこのところ毎年のようにこうしたその豪雨、各地に大きな被害をもたらしていますね。 おととし7月の豪雨では熊本県の熊川が氾濫しこれまでに経験したことのないような洪水が発生川沿いが壊滅的な被害を受けましたで、こうした中この熊川流域では去年から流域全体で取り組む新たな治水対策が本格的に始まっていますで、そこでは堤防やダムなどで洪水を抑え込もうとしてきたこれまでの対策から考え方を大きく転換させているというんです 取り組みの中心を担っている熊本県立大学緑の流域治水研究室特別教授の島谷幸弘さんに伺います。島谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、島谷さん、その一昨年のこの熊川のその氾濫そして、まあ、さまざまな本当にその壊滅的な被害が出ました。あのどういった たうい豪雨、雨の状況によって、どんな被害が出たのか、専門の立場からどんなふうに見てらっしゃいますかあの線状降水帯が、ですねあ球磨川流域全体に停滞しまして、えー、えこれまでの雨量のま1.5倍ぐらいの雨が、そ球磨川流域全体に降りまして、ですね、えー、これまで見たことのないような氾濫が発生しました。うーん その流域全体にこれまでにないようなその雨の量、線状降水帯による雨が降ったということで、その雨が熊川にみんな集まってきてしまったというと集まってきたんですね、特に盆地だということもあって、まあ、中小の河川がた,たくさんこう集まって、最終的に熊川の本流に入るわけですけれど、熊川の本流自体が、この堤防、 普通堤防がこう決壊して洪水になるっていうのはよく見るんですけど、ええ、堤防も2、3メーターぐらい上まで流れていってです、ね、堤防もその,その周りの土地も一帯が川のようになって、どーっと流れるような<ー>洪水になったわけですねもう全くそのこれまで想定していたような、その川への,その水の流れ込みの量ではなかったと。 で一方で、ですねいやいやその盆地の中上流の方の中小河川は、あまり大きな被害を受けてないんです、<ー>ですから、この中小河川からいとか、いろんな農地とか、とかまあ、宅地とかから一気にこう本流に水が流れてきて、それで本流が耐えきれずにその水害になったという、ですね、えーまあ、特殊な災害になってきたわけですね。その 上流などの支流にはそれほど被害がなかったということ、そ,ええ、それからあの例えば今、都市部、まあ、人が住んでいるところなどでも、その降った雨っていうのは、基本的にその川にどんどん流していくっていうことになっているわけですよね、ええ、これまでの治水は、ですねやっぱり降った雨をなるべくその場所から速やかにこう流していくっていう治水なんですね、ええ、でそれは、まあ、逆を言うとこう、下流につけを。こう 及ぼすような治水な水わけで,で、まあ、これまで想定した雨の量までは流せるということだったんですが気候変動によってやっぱり雨の量が大きくなっているので大きな災害になったというふうに考えていますなるほどつまりこれまでの,、まあその堤防などによってその本流を流れてくる水の量をなんとかまあコントロールしてその洪水を起こさせないようにするっていうことではこういったその 雨の降り方ではちょっともう対処できなくなってきていると、えー、あの国土交通省とかも予測してるんですけれど、今後の気候変動によって、雨の量が1.4倍になるとか、えーまあ、そういうことが言われていて、ですね、まあ、これまでの対策だけでは、ですね、えー、と洪水が防げないという状況になってきたというふうに考えていますそこであの島谷さんたち、新しく取り組もうとされているということなんですけどその流域治水、どういうものなんでしょうか。えー 流域治水というのはですね、まあ、それぞれのお土地でふに降った雨を少しでもこう下流に流さずその場所で、えー、水をとどめるというような技術と同時に、まあ、氾,濫している氾濫しそうな場所では土地利用のマネジメントなどで、まあ、そ,うそういう場所からはなるべく住まないようにするとかですね避難を速やかにするとかそういう流域全体の すべての人が関わる治水というのを流域治水というふうに最近呼んでですね、えー、まあ川とかその堤防とかダムとかそういうものだけによらない流域全体で全員参加型の治水をし,しようという動きがですね なるほど、まあ、これまでその降ってきた雨をできるだけ速やかにまあいわばその川へ流していくという対策をまあ取ってきたわけですよね。でそれがそのそれあまりその急いでとにかく川にその水を流さないようにするっていうことはなんか全体がこう水浸しになっちゃうんじゃないかっていうおそれもある,あるんじゃないかと思うんですがそういうことでもないんですか よく1時間に100ミリの豪雨っていうんですけど100ミリっていうのは高さで10センチなんですね1軒の家に10センチの雨がたまったからといって洪水になるわけではなくて例えばそれが10軒分たまると1メーターになるということで水が集まって洪水っていうのは起きるのでそれぞれの場所で水をとどめですねしかも土もう自然の土っていうのは水を浸透するわけですからそういうもともとの自然の土の能力をこう もう一度発揮させて、えー、浸透させたり、その場所で貯留したりして、少しでも。下流に流す量を減らしながら、洪水を防ごうと。いう、そういう考え方なんですね。一気に集めないっていう意味で、その具体的に、あの、どういったことを取り組んでいらっしゃるんでしょうか。あの、例えば、あの、水田がたくさんあるような場所では、田んぼダムですね。はい。田んぼダム。直接降った雨を。その田んぼ、田んぼのあ、あぜ、田んぼにあぜがあるんですけど。えー 風は普通三は8ンチぐらいあめていてあと2 0ンチぐらいはこう空いてるんですけれど、うん、今の田んぼってこの雨が降ると、まあ、そのまま下流に水が流れるようになっているのでその出口を少しですね、えー、流,れに流れにくくして大雨の時に田んぼに降った雨をその場所で溜めていこうというのがまあ田んぼダムなんですね。 そうすると、その田んぼのところに溜まっている水の分は一気にその川に流れ込むことをあの防げると、はい、一般的にはです、ね、降った田んぼであれば、降った雨のうち、75%ぐらいは下流に流れていくっていうふうに言われてるんですけど、それが20%ぐらいにまで減らせるっていうふうに、まあ、専門の学者の先生が言っててですね、ですから非常に大きな田んぼが、田んぼがたくさん面積あるようなとこだと。 非常に大きな地水効果があるということが徐々に分かってきて、これね塵も積もればチョモランマさんという方のツイートでうちの近辺でも田畑は宅地に変わっていってるからな,なあというツイートなんですけれど、これその田んぼでそういった効果があるっていうのは分かったんですが、ええ、宅地化されていくとそうするとじゃあやっぱ難しいですかね。えーと一応ですね今年の年に降った水っていうのは屋根に降った水は トイから直接下水道にこう流れていってですね。それが時々マンホールからバッと水が溢れて洪水になるという,う映像があるんですけれどそうですね。もう基本的には地下に都市の水っていうのはもう降った雨が直接下水道に流れ込むようになっているんですね。で、それをそのトイレを切ってですね、庭のような場所にこう導いて、そこを少し掘って先ほどの田んぼなどじゃないんですけど少し掘って。 で田んぼは浸透しないんですけど、えー、お庭は地面に浸透しますので、えー、そういうものによって洪水を防ごうという取り組みも始めてるんです、えー、私たちは雨庭って言ってるんですけど、えー、まあお庭を雨,雨が流れてくるお庭を作りましょうということなんですね。それれはは深さはどぐぐぐらららいいい掘るんでですすかセセンンチチええー、え そうすると、お庭に、まあ、ちょっとこうくぼんだ土地を作って、トイを切って、ですね、えー、それを水を導いて、ちょっとくぼ,くぼんだ土地を作るというものなんですね。えー、そこに、その屋根の上に降った雨が、定期的に貯留しであの浸透、土の中に水が浸透して、でその後でゆっくりその下水道に水が流れていく。 あるいは排水路に水が流れ出ていくっていう仕組みなんですね。これは個人のご自宅とかそのあのマンションの敷地内とかそういうところに作っていくということなんですか、えー。個人の敷地とかまあ一番聞くのは多分大きなその駐車場とかですね。えー、学校のグラウンドとかいろんな場所に作ることが可能なんですけど、あ<ー>そういうもんです。ですから屋根に降った雨ってほとんど浸透とかあのしませんので、100%屋根に降った雨っていうのは。えー 外の自分の敷地から流出するわけですけど雨庭では約それを半分ぐらいにしようというのを目標にですね今、研究開発を行っています。う あのまあ、よく都市部では、えー、公園であるとか学校であるとか、まあ、そういったところの,その運動場やグラウンドの下の部分にその雨が、えー、降ってきた雨を一時的にためるようなタンクが設置をされていて、まあ、川にあのこう少しずつ流すような仕組みになっているところがありますけれどもそういったものの各家庭版といいますか。家庭版とかですねうううもう少しあの 駐車場とか、えー、どっちらかと,いうと雨庭なんでオープンになっていて、はいそこがあのオニになってるので植物とか植え植わっていてですね、結構綺麗なんです。まあ日頃はつまり植物を植えてあったりガーデニングをしてらしていいわけですね。するんです。はい。それでそのまあいろんな人にそれを普及していこうということで。 考えているんです。あ,あ、まさにも生活に溶け込んだ治水対策なんですね。そうなんです。あの、もう誰でもみんなが参加できる治水対策なんです。えー、<も>なるほど。えー、今まで治水対策っていうと。公的なところがするっていう,う、えー、イメージが強いんですけれど。えー、まあ、みんなが参加できるっていうところも。面白いところである。んですそうですね。うんええー。井出さん、ここまで。 聞いていてててどんなことを感じてますかいやあの今あのまさにあの島谷さんおっしゃったようにその治水っていうのはお役所を任せにねこうするっていうのが割とは今までの傾向だったと思うんですけれども,もっとこいつといったその領域治水っていうんですかその全員参加型の治水になりますとその私たち住民の側ももっと積極的にっていうか主催的に取り組んでいくっていうことが求められてるのかなというふうに思いましたね。 そのあたりも含めてこれからその進めていく上で今島谷さんが課題だと感じていらっしゃることどんなことですか。まあ一つはまだこういう考え方が十分に普及してないっていうことだと思うんですね。でまた小さな取り組みをこう積み上げていって本当にその大きくなっていくのかなっていう疑心暗鬼になっている方もいらっしゃるのでやはりそのどこかで。 このモデル的にちゃんとやって効果があるということを示していくことが必要かなというふうに思っているところですうん具体的にそうこうした雨庭の,のモデルのようなものっていうのは球磨川の流域であるとかあのどこかかででやっってらっしゃるんですか、ええ、あの熊本県立大学の中には1つ作ったんですけど、ええ、今,今、年球磨川流域の南稜高校という高校生と一緒に、はい。 高校のグラウンドに夏休みの間に一緒に作ろうということでプロジェクトを始めていますうそういう形で子どもたちから順番に順序よくこうおしあの教えていくというか一緒に参加していくと、まあ、徐々に復旧していくんじゃないかなというふうに考えてますああお子さんたちの,あの生徒さんたちの反応どうですかいや まあ、あの土にどれぐらい水が浸透するかとかいう実験もしたんですけど「えー、いや土に水ってすごい浸透するんだね」とか「ですね、えー、僕たちが治水に関わることができるなんてそんな考え方があるんだな」なんて言って,とっても興味を持ってますあそうですか,んなんかねその身近なところで取り組むことでそれが地域であったり社会であったり全体の役に立つんだっていう実感を持つこともできるでしょうし何よりその。 雨であったり土であったり植物であったり自然を学ぶ機会にもなるかもしれませんねそうですね本当に基本的にはあの自然の力をこう取り戻すっていう私たちがこう都市とか固めてきた地面をですね自然の形に取り戻すというまあ作業のようにも見えるんですねうん、まあ、あの大きな被害を受けてしまって とということは本当に悲しい出来事なわけですけれどもあのそれを踏まえる形で次によりよいものへということであの今地域の皆さんに向けてどんなことを訴えたいですか、まあ、ぜひあのこういう考え方があることを知っていただいてです、ね、一緒にこういうアメニューの取り組みとかを進めていきたいなと思ってますので、えー、何かありましたらぜひです、ね、声かけていただいて一緒に作らせてください。<laughs> 今日は熊本県立大学特別教授の島谷幸広さんに伺いました。島谷さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、本当にこう、あの住民の人たち、それぞれが参加意識を持って、自分たちで地域を作っていくんだ。っていうね。子供たちから始めるっていうのは、家族での話題にもなりますし、広がりやすいかもしれませんよね。はい 皆さんメッセージありがとうございましたここからは今朝の聞きたいです今日は有馬義雄のヨーロッパありのままをお送りしますフランスパリにいるヨーロッパ総局有馬副総局長に聞きます有馬さんおはようございますはいおはようございます、はい、そちらは時差の関係で夜中ですね そうですね有馬さん、今、フランスではどんなニュースが話題になっていますか、はい、そうですね、うんあのー、今朝の新聞各紙の一面をこう <got> ざっとこう眺めてみますと、<got> えー、これまであのウクライナの、まあ、戦況、戦闘の様子が一面トップにこうずっと揃うことが多かったと思うんですが、ね、まあそれが、あのー、だんだんそのいろんなニュースが一面トップに並ぶようになってきて、 えー、本日ですと、うん、あのフランスの,あの内政の話、財政が厳しくなってるという話ですとか、ヨーロッパの人たちが本当に気になってる気候変動対策のお話ですとか、はい、あるいはフランスですと、同時多発テロの裁判がもう判決公判を迎え,る、まあ、迎えたというニュースですとか、いろんなニュースが、あのー、扱われるように、当然、こうなってきています。うん、で とはいえ、あのー、今日も大きなニュースになっていますのは、えー、もうニュースで、日本でも伝えられている通り、スペインのマドリッドで開かれている NATO のニュースですよね、はいまあ、NATO のサミットで、フィンランドとスウェーデンの加盟の見通しになったと、これ、大きく扱われていまして、うん、やっぱりこうロシアのウクライナ侵攻っていう,こう大きな衝撃が、えー、ヨーロッパを揺れ動かしているということを象徴するようなニュースだなというふうに、まあ、僕はあの気になって。 えー、今日ニュースを見たところです,ああそうですか先ほどこちらでもお伝えしたばかりでした、はい、あの市民の間では、まあ、関心が高いこととしては、今、どういうことがあるんでしょうねあの今、申し上げたようなことも,もちろんなんですけど、ええ、あのやっぱりこう物価高、これ、どうなるんだろう、私たちの暮らし、厳しいよねっていうこと、まずありますフランスも高いんですね。高いですねうん それから、このウクライナの戦争の行方って、本当にこのままどうなっちゃうんだろうという思いももちろんありますと、はい、ただ、周りのフランスの人たちにちょっと話を聞いてみると、いや、ちょっと気になるのは、夏のバカンスなんですっていう答えもちょっと返ってくるんですよね。バカンスですか。そうううんですっっ <laughs> ウクライナの話をした後にはこう思っちゃうんですけれどもやっぱりこう 先行きがもう全く見えないと、場合によっては、まあ、核戦争なんていう言葉も,もう取り沙たされていたわけですから、ええまあ、そんなこう緊張感とか不安感が、まあ、だいぶこう後退しているというか、まあ、ひとときのようなことはなく、落ち着いてきたんだなということを示す話かなというふうには、僕はちょっと思いますうん皆さん、楽しみにしていらっしゃるということですかやっぱり正直そうなんですよね。ねうん あの今週末からも7月じゃないですか、はい、でフランスはもうその7月から8月、まあ、子どもの夏休みの時期が当然、ハイシーズンになるわけなんですけども、うん、あのもうコロナでこの2年間って、ほぼほぼみんなもう、ぐっとこらえてきたわけですよね、はいあの、ホテルやレストランは日本と同じように、みんな厳しい厳しい時期を乗り切って、ここまで来た。ええ それから本当ですともうあのフランス家庭風にも家族水いらずでゆっくり過ごすはずの,そのバカンスの時間をもうこれもぐっとこらえてきたとだから、ウクライナのことをこう見ながらも密かに今年こそは自分の家族の時間も楽しむんだという思いがかたし決意のようなものもこうあるようにも。 その日本人の僕からするるとこう見えるような思いはしますなるほど、ウクライナを気にしつつもということですね。はい、でも実際どうですか、そのパリ市内の様子、そのバカンスをこう待つ、わくわくしている様子というんですかね、何か雰囲気変わってきていや、そうなんですね、うん、けど本当にこう日々こう、ウクライナのニュースを伝えながら、くらくらっとする感じはするんですけど、はい、やっぱり観光都市、パリってもう完全にこう、 観光客が世界中からこうやってきて、日常がもう、観光都市としての日常がもう戻ってるんですよね。うん、で、トランクを引っ張って歩く観光客の姿本当にこうたくさん見るようになりましたし、路上にこういっぱいにこうテーブルが広がったこうカフェ、えー、空いてるとこを見つけるのがむ難しい感じに今なってますし、<ー>僕なんかそのセーヌ川をこう行き交う観光船があるんですけどう あのー、人が立つスペースがないんじゃないかと、まあ、ちょっと大げさに言いましたけれども、ういうふうに、あの観光客いっぱい乗せて行き交ってるんですだ、ね、<ー>から、あ本当に観光の季節、それからまあ夏休み、バカンスの季節が来たんだなっていうのはあのー、日本人の僕としてもこう感じますねうんそうですか、あのー、バカンスというとあ、なんとなくイメージわかるんですけどね、フランスのバカンスってどういうもんなんですか、はい なんとなくこう僕らがこうイメージする<う>こうヨーロッパ人のバカンスってありますよ、これ、原則はやっぱりあの、家族で過ごすものだと、<ー>でそれも、仲の良い複数の家族で一緒に過ごすご家庭も多いんだそうで、<え>いや僕、本当、実践とかよく知らないんですけれども、過疎、うんまあ、地あ、ごめんなさい、避暑地で、うんえー、ロッジを借り切ったり、キャンピングカーを借り上げたり<ー>、まあ、田舎の農家で民泊したり、 まあ一緒にみんなで料理を作ったり、バーベキューしたりと、うんまあ、そんな過ごし方が多いみたいですね、特にあの<ー>キッチン付きの宿は、食事代をこう浮かすことができるんで、まあ、今、人気だという話も聞きましたはー行ってみたいですねあの、長く休めるもんなんですか、フランスではやっぱり、<ー>いや皆さんあの、ちゃんとした統計調べてくればよかったですけれども、<laughs> まあその3週間とか、うん <laughs> 多い遠出をする人もいるんですよね、うん、アジアとか南アフリカとか、はい、若者はそのバックパックを背負って、あの遠出するう人も多いということで、うん、ところが、ですね、あのー、今、よくフランスの方が使ってるその旅行検索サイトってちょっとこう見てみると、はい、その検索されてるのが、あのー、リスボン、バルセロナ、ポルト、ローマ、コルシカ島って、実は、 もうすぐ近くのスペインやイタリアとか、ヨーロッパの国々が中心なんですよね、<ー>まあ近場なんでするなるほど、近場という感覚なんですねあそうですね、ねそれちょっと日本人の感覚とは違うかもしれませんけれども、あのやっぱりウクライナ情勢もこう気になって、えーあの、近場をっていう心理も働いてるのかなというふうに感じたりもしますね。はしないと で近場で済ませると、うん、で出費をしっかり堅実にすると、ただ、アクセスはせずに、長期滞在の休暇を家族でゆっくりじっくり楽しむと、まあそんなフランス人のこうバカンスの姿がこうあの聞いたり調べたりすると浮かんできました、うんうん、あの先ほどね、フランスでも物価高があるという話でした、その辺の影響どうですか。うん いや大きいと思いますね、はい、あの近場で堅実にっていうところ、僕、大きいと思います、うんあの、交通費、宿泊代、食費って、何もかももう高いですから、うん、まあ実際、バカンスどころじゃないという人も本当に大勢いらっしゃいますし、はいあのー、この2年間の,そのリベンジなんとかってこう言われるように、爆発させるっていうふうには、う弾けきれない、うん、まあ慎重になら,ざならざるを得ないこうインフレのこう深刻さっていうのは、 あの皆さん、突きつけられてるんじゃないかなっていうふうに感じますねなるほど、恐る恐るという感じもあるかもしれませんね、はい、ありますね。あそれから、新型コロナもちょっと心配ですねあやっぱりそちらでも伝えられてますね、バカンス大丈夫ですかい,いや、実は、うん、あのフランス、まあ他のイギリス、あごめんなさいあの、ドイツなども同じなんですけど、はい、コロナの感染が再燃してるんですね。うん、うん あのー、先週はフランスの保健所の発表でいくと、あの一、ー、日の新規感染者数の確認が10万人を超えた日もありましたし、そんなにですか。そうなんです。一<ー>日あたりの平均の感染数でいくと、あのー、まあ一週間並べてみますと、うん、まあ5万8千人にこう平均してなるんですよね。はい。まあ6万人近くになるわけです。でこれ前の週に比べると40％以上の増加で、うん、まあ今月初めは。 その二万人を下回っていたら、現実があるわけで、まさにこう。第7波ってこうメディアが伝えるような厳しい状況になってます。これ安倍さん、なぜかっていうと、ええ、あの。まず。ワクチンの効果が低下しているっていうことがあるんですね。はい、あの。ワクチンの効果は半年だっていう。あの表現がこれ、専門家の皆さんからもこうありますけれども。ええ、まあ、フランスでは大半の人が。 あのー、僕もなんですが、あの3回目のワクチン接種を去年の年末までに終えてるんですね、はい、とつまり、接種からもうこれ、7月になろうというわけですが、半年がたってますねで、この間に感染防止のためのいろんな制限措置もこう段階的に開始されてきて、特にそのお先月、5月の半ばには、フランスでは公共交通機関でマスクを。 うん、着用する義務がなくなりました。はい、これがちょっと僕は大きいんじゃないかなというふうに、あの、感じます。で、えー、実は私もその感染、してしまいまして。まさに先週一週間は、もう自宅療養することになっちゃったんですね。あの、<ー>周囲に陽性者がいたわけでもありませんし。まあ、あの、こうして、こう日常を取り戻そうと、社会を回し始めると。 まあいつ、まあ、誰からこうどう感染するか分からないっていう、そのコロナとの,この付き合い方の難しさっていうものを改めて思い知った感じはしましたうん、まあ、そうしますとね、そのバカンスを前に、ね、皆さん、そのうきうき気分もあるかもしれませんけれども、バカンスでさらに拡大するという懸念もありますね。あ、うんうん、ありますね、えーあのー 冒頭こう、メディアの伝え方っていうことで、気になるニュースを上げましたけれども、はい、あのぜんここにきてコロナの再燃、コロナの感染の拡大っていうニュースの扱いが大きくなってきました、はい、それでフランスの中でもその、えー、マスクの着用をもう一回義務付けしたらどうだっていう意見が出るぐらいに、あのー、深刻っていうか、直面してる、あのー、状況があります。はい、で 僕これ気になるのは、ええ、この感染拡大と今の,その物価高、うん、この掛け合わせが、ね、実はすごくよくないっていうことなんですよ。拡大とコロナ拡大で何が起きたかっていうと、うん、そのエッセンシャルワーカーという人たちがその働けなくなって、世界中のサプライチェーンが混乱して、物が不足しましたよね。ええ、つまり 物不足に今の物価高が乗っかったりすると、まあ、これまた厳しいことになりかねないわけですですから、もうとにかくそんな事態にだけはならないように、このバカンス、もう静かに楽しく充実した形で、あの皆さん、過ごしてほしいなというふうに思います、はい、うん、この夏、どうなっていくのか、注目ですね。ヨーロッパ総総局局有馬副長に聞ききまましした続いて海外の動きをお伝えします 田中キャスターのワールドアイです今朝のワールドアイは海外メディアの報道チェックですまず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースですロシアのウクライナ侵攻が続く中 NATO ・北大西洋条約機構の首脳会議が日本時間の昨夜スペインで始まりました 北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟についてトルコが支持に転じたことから手続きを正式に開始することを決めるとともにロシアについて直接的な脅威と位置づけ加盟国の防衛体制を大幅に強化することを決めましたドイツテッドデーフは歴史的規模の軍備拡張になると伝えていますこのの首脳会議に合わせて、アメリカのバイデン大統領は、 ポーランドにアメリカ軍の司令部を新たに常設するなど、ヨーロッパに展開する軍の体制を強化する方針を発表しました。このうち、アメリカ海軍がスペインに配備する駆逐艦を4隻から6隻に増やすとしたことについて、スペイン定ベ A は連立与党に反対の声があり、議会の承認を得るために野党の賛成が必要になると伝えています。 次はウクライナの状況ですロシア軍はウクライナ東部に加え南部や中部などを広い範囲にわたって攻撃を強めていますで、南部のミコライウ市で29日朝5階建ての集合住宅にミサイル攻撃がありこれまでに4人が死亡したということです中東カタールのアルジャジーラはミコライウでは複数のミサイルが打ち込まれ爆発が相次ぎ攻撃も激化していると伝えています 一方27日にロシア軍のミサイル攻撃を受けた中部ポルタワ州クレメンチクのショッピングセンター買い物客が巻き込まれたとみられウクライナ大統領府によりますと少なくとも20人の死亡が確認され59人がけがをしたほか行方不明者の情報も40件以上寄せられているということです現地では多くの人が家族を探しているとイギリス BBC がリポートしています 後ほど気になるニュースでもお伝えします次はミャンマーですクーデター後の混乱が続くミャンマーを ASEAN 東南アジア諸国連合の特使を務めるカンボジアのプラクソコン副首相兼外相が昨日から訪問していますで2回目となる今回の訪問で人道支援提供の道を探るほか軍と対立する民主派勢力との面会を実現できるのか注目されています シンガポール CNA が伝えていますす最後はアメリカです、えー、去年、アメリカの連邦議会にトランプ前大統領の支持者らが乱入した事件,事件をめぐる議会の公聴会で当時のホワイトハウスの関係者がトランプ氏は事件の直前に近くで行われた自身の集会の参加者が武器を所持していたことを知りながら議会に向かうよう呼びかけたと証言しました。 アメリカ ABC は大統領専用車でのトランプ氏とシークレットサービスのやり取りを含めて証言を詳しく伝えています。では、今朝の気になるニュースです、えー。ウクライナをめぐっては情報戦の様子も見られますが、欧米メディアではファクトチェックの報道も行われています。今朝はそんなケースを2つご紹介します。 まず先ほどもお伝えしたあのウクライナのショッピングセンターが二十七日ロシア軍から攻撃を受けて多数の死傷者が出ているニュースですでこのニュースウクライナ側とロシア側で主張が全く異なっていますウクライナ側はのゼレンスキー大統領が、えー、民間施設を狙った、まあ、ロシアによるテロ攻撃だと、えー、国連でロシアを厳しく非難しましたね 一方、国営ロシアテレビを見ていますとウクライナの主張は全く事実に反していると報じていますロシア側はですねショッピングセンターを意図的に狙ったものではなく欧米側からウクライナに送られた武器や弾薬が保管されていた倉庫を攻撃した結果弾薬が爆発しそれが飛び火して、まあ、隣接するショッピングセンターで火災が発生したと説明しています。でこののロシアの主張について ヨーロッパのメディアでは検証を行っていますでフランスドゥが現地に入って取材しているんですがまずショッピングセンターで、えー、ロシア軍のミサイルの残骸を見つけます確認しています、まあ、ロシアが隣の建物が爆発して飛び火でショッピングセンターが火事になったという主張とこれ食い違っていきますねまたあのロシアが、えー、欧米からの武器や弾薬の保管場所だと主張する建物も取材しています そこはほとんど被害がなくまた敷地内にフランスドゥが確認した限り弾薬などはありませんでしたさらにロシアはですねショッピングセンターは今は使われておらず誰もいなかったと主張しているんですが BBC ではショッピングセンターが営業していた画像を住民から入手してこれ通常通り営業していたと伝えています。 あってですねまあ、意図的なのか誤爆なのかは分かりませんがショッピングセンターをミサイル攻撃したのは間違いなさそうです、まあ、国連では独立した調査を求めていますそれからもう一つロシアの主張のファクトチェックこんなケースも先週放送されました、えー、ウクライナはですね、えー、ロシア軍がこれまでに80万トンものウクライナの穀物を略奪したと非難しています一方ロシアはこれを否定しています で BBC ではウクライナ東部の農家を取材して、えー、ロシア軍が来て大量の穀物が持ち出され盗んだトラックで運ばれていったという証言を得ますで確かに監視カメラにはこの農場に Z のマークがついた戦車がやってきた映像が残っていましたそして BBC はですね GPS の位置情報を使ってこれ盗まれたトラックの一台を追跡するんですねでトラックはウクライナから ロシアが一方的に併合したクリミアに入って、そこからロシアの国内に入っていったことが確認できました。まさにウクライナの穀物がロシア国内に入っていった証拠だということです。まあ,あの bbc ではウクライナの国旗。これ青と黄色ですけれども、もまあ、黄色のま小麦畑の上に広がる青い空。 なんですが、ウクライナの人々にとって、まあこの小麦畑、肥沃な大地がですね、どれだけ大切なものかをまあ、物語っている。まあロシアは殺人やあの性的暴行などの戦争犯罪に加えて、ウクライナの穀物の略奪をしていると伝えています。まあこれ情報戦なので、あの双方が世論を誘導しようとしていて、もちろんウクライナの情報が間違っていることもありますよね。やはり。 一つ一つま事実の確認が大切だということですね。以上、今朝の丸大でした。今週5時台の健康ライフでは、介護する人のメンタルケアをお伝えしています。介護サービスを嫌がる親、介護の相談ができないなど、そうした介護にまつわる悩みは、いろいろとあるかと思います。今日はリスナーの皆さんから番組に寄せられた、 介護にまつわる質問・疑問にお答えしますお答えいただくのは介護者メンタルケア協会代表公認心理師の橋中京子さんです橋中さん自身も長年ご家族を介護なさっていてこれまで延べ1800人以上の方の相談に乗っていらっしゃいます橋中さんおはようございます おはようございます番組に介護についても数多くの質問やご相談が届いています早速ですが最初の質問です静岡県60代の山ちゃんさんです現在87歳の父が認知症の母を介助しています母はデイケアには週に2回通っていますが家でトイレやお風呂に入れるのが大変です で母は日帰りで施設に通うデイサービスは絶対に嫌だといだと言います。家族の負担もありサービスに頼りたいと思っています。えー、行くのを拒む母に言ってもらうようにするにはどうしたらいいでしょうか。えっと労働介護を頑張るお父様の負担やデッキ屋を利用できるようになるにもいろいろご苦労があったということを本当に伝わってきます。はい、えっとこのようにご本人が あのサービスを拒まれるときには対処法としては3つポイントがあります1つ目はケアマネージャーに風呂に入れるのが大変父の負担が心配この2点について話し合いたい助けてほしいなど相談をしてみてください、うん、もうすでにえっと相談されているかもしれませんが改めて相談したいと伝えるだけでも家族の負担について気づいてもらいやすくなります ポイント2つ目はすす。ぐに結果を求めないことです、はい、相談してもすぐに周りの人が状況を理解してくれたり思うようなサポートを受けられ,ない受けられるとは限りません何度も同じことを相談したり訴え続けなければならない場面も出てきます心が折れそうになりますがここはちょっとふん張りどころです、うん、相談しながら少しずつ理解してもらう 少しずつサポート体制を築く気持ちで進めてみてください。はい、ポイント3つ目は、お母様の気持ちをよく聞く時間を持つことです。うん、デイケ,ケアは良くて、デイサービスを嫌がる理由について、何が違うのか、どうして嫌なのか、お母様はどのようにお話しされていますか。相談者,者さん自身が気持ちに余裕があるときに、思いや、 気持ちをを聞くく機会をぜひ作ってみてみださい、うん、お母様のお話が内容が納得できないと思う時でも話の内容を正そう説得、えっと、しようという気持ちは一旦横に置いて「うん、そうなんだそうなんだ」と返すだけでも大丈夫です。うん、理由ななんてないとにかく嫌だとお話しされた場合「そっ、うん、か理由なんてなくてとにかく嫌なのね」とお母様の言葉をそのまま返す。 返して差し上げるだけでも十分ですうまくいくときいかないときがあると思いますが10回に1回ぐらい話を聞けたという変化があれば大収穫です無理のない範囲で取り組んでみてください聞くだけでも少しずつ前進するかもしれないということなんですねはい。ね話を気持ちを聞くということですね三つのポイントを教えていただきましたでは続いての質問です 高知県の舞子さん六十代の方から今年九十歳になる母は一人暮らしをしています十年前に背骨の圧迫骨折をして現在は膝の痛みや外反母子があるため動きにくくなっていますお風呂の縁をまたげないのでここ三年ほどシャワーのみです地域包括支援センターに相談し看護師さんが来てくれました 体は不自由ですが認知機能に問題がない母と会いその方は何が問題なのですかと言われました体の心配だけでは相談はできないのでしょうかという質問ですいかがでしょうか、はい、相談されたのにお母様の状態について十分理解してもらえなかったと感じてご心配もより募ったのではないでしょうか、はい 生活の場面でどのような問題が起きているのか、具体的に伝える必要が出てきます。相談する際に生活に。どのような問題が起きているのか、家族がそのためにどのようなサポートをしているのか、生活面の課題を書き出してみましょう。うん、ご相談に書かれているように、浴槽をまた浴槽をまたげないので、3年社はのみになっている。 が特に伝えると良いことですし他には例えば買い物ができないから週に2、3回実家に通って手伝っているなどですこれらは言葉だけで伝えると情報が漏れてしまうので文章ではなく全て箇条分けにして生活の困りごとを書き出してそのメモを手渡しながら相談してみてください そして橋中さんあの、介護に疲れた、介護疲れというテーマについてはその介護している人が疲れたというと介護されている人に対して失礼ではないですかというようなお便りもあったんですがこれについてはどういうふうにお考えですか。はい、私どものところにもよくこの,声このような声が届いていてます、はいで。疲れは体が本当に休む必要があると教えてくれるサインです。うん 体の声にしっかり意識を向けて、休むための対策を取る必要があります。ただ、介護者さんの中には疲れたと言ったら本人を傷つける、申し訳ないと考えが浮かんできて、体の声を無視してしまいがちです。介護は気力や精神力では乗り切れません。私自身も自分が休む、眠る時間を取るようになってから優しい、 優しい気持ちを取り戻すことができました疲れたなんて言えない申し訳ないと考えが考えが浮かんだ時は疲れ切っている休息を取る緊急サインとも言えます、うん、ケアマネージャーや周りの人にもう頑張れないそう伝えてみてください自分も休むサインなんですね、うん、ありがとうございますそれから次はえツイッターからですね工藤さん のご意見です。自営業だと介護で仕事が回らなくなる場合が少なくないと思うということなんですね。橋中さん、自営業で仕事と介護の両立をする場合はどんな対策があるでしょうか。はい。私自身も自営業ですから、本当に悩ましい問題です。はい、特に自分で仕事の時間を調整しやすい。反面休息や。 睡眠時間を削って仕事時間を確保しようとしてしまうこともあります。うん、イラストレーターの女性は、仕,方仕事介護が落ち着く深夜、早朝まで仕事を1年以上続けて倒れてしまいました。うん、このため、これをきっかけにえ、仕事は18時で終える、あとショートステイを利用して仕事に集中できる日を作るなどの工夫をして、3ヶ月続けたところ、効率も上がり、 早朝まで仕事をしなくても良くなったそうです。仕事が忙しいときは、出来合いの惣菜や宅食などを利用して、家事負担を軽減することで、負担も減らすことになった、楽になったという声も届いています。自営業の方こそ、介護者自身が休息する時間の確保をするためにも、介護保険やその他のサービスをより活用していくそのことを検討していってください。 では、橋中さん、改めてリスナーの皆さんに伝えたいことをお願いいたします。は慢性的な睡眠不足が、睡眠不足が続けば、誰でも相談する気力が失われていきます。大切な人を守るためにも休息は不可欠です。相談してもすぐに期待通りの対応がいられないことも多いですが、諦めずに周りの人に助けを求め続けてください。 橋中さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたこの時間は介護する人のメンタルケアについて<ー>介護者メンタルケア協会代表公認心理師の橋中京子さんに伺いました増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のためにこの時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニュース トピックスなどについて評論していただきます増田先生よろしくお願いいたします <laughs> はい NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が二十八日夜スペインの首都マドリードで開幕しました二十八日にはスウェーデンとフィンランドの NATO 新規加盟をトルコが容認し NATO は転換点を迎えていますが今回のこの NATO について解説をお願いいたします そうですね、えー、フィンランド、それからスウェーデン、えー、この2か国は今までですね中立を保っていたわけですね、まあ、中立というのは、えー、西側にも東側にもつかないという意味で、えー、NATO、つまり西側ですね、えー、それからロシア、中国を中心とした。 上海協力機構というのがありましてこれがいわゆる NATO に対抗する機構なんですね上海協力機構というのは NATO と同じようにその加盟国の安全を保障するまあ軍事上の安全のみならず経済ですね 安全保障機構ですねですから、まあ、NATO に対抗する条約機構ということが言えると思いますね。で、NATO の方はご存じの通り、ヨーロッパの安全を保障する、えー、軍事機構ということが言えますね。したがって、この2つがあこの今、西と東ということで、西は、うん、NATO。 東はあ上海協力機構と、こういうことで、まあ、分かれているわけですが、このフィンランド、スウェーデンはあ両方につかないと、中立だとこういうことで、今まで、えー、来たわけですが、えー、ここへ来てですね、えー、ウクライナあ戦争が始まって、えー、いろいろな一手ですね、特に。 ロシアに対する制裁ということを通してですね西と東との経済あるいは安全保障上完全な分断の方向へ向かっているわけですねつまり世界が2つに分かれる、えー、そして今まで西と東のいろんな依存関係があるわけなんですがその依存関係がだん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 少なくなっていくると。<got> <coughs> 中国にアメリカのアップルその他アメリカの企業が進出してますがえこれはですねどんどんアメリカに帰っていくということでまた中国もですねアメリカにいろいろと投資しているわけですがえこれもだんだんとこう引き上げるということでですねえこれから先、だんだんえこの東西のジョン関係というものがなくなって <laughs> え世界が真っ二つに分かれるという。 そういう方向に今この進んでるわけですね。えしたがってそういうその世界の分断化ということを見てですね、もう中立ではいられないということで、えー、今回のフィンランド、スウェーデンの NATO への加盟と加盟申請ということになったわけですね。まあ、これに対してご存知の通り。えー NATO としてはですね、これをまあウェルカムですね、歓迎してですね、できるだけ早く手続きを完了して、この加盟を叶えると、NATO の加盟国にするという、そういうことがまあ発表になったわけですね。これはロシアにとっては、大変、えーまあ、困ったことというか、プーチン大統領はかなり、この、 怒っていると思うんですがそもそもウクライナ戦争を始めた、まあいろいろ理由はあるんですけども、その中の最大の理由はですね、ウクライナが NATO に加盟をするということ、これがもうロシアにとってはですね、まあ恐ろしいことというか、ロシアの、まあ、背中にあい口を突きつけられたような状態になりかねない。えー、つまり、ウクライナという、もともとロシアの領土だったんですがこれが、 などと、という敵陣営に属するということになると。今度はウクライナに、も足も出せなくなるわけですね。どういうことかというと。ええー、など、の、など条約機構の第五条というところにですね。この集団安全保守の条項があるわけです。えー、どういうことかというと、お今現在三十カ国。加盟国があるわけですが、その一カ国でも。 このたとえ1か国でもその国の安全が保障されないと、まあ、分かりやすく言ったら侵略をされたとこういうようなことになったらですねこの30か国,国が全員です、ね、集団してです、ね、これを守ると安全を守るというそういうその条約ですから。 えー、ロシアにしてみるとですねウクライナがもし NATO に加盟したらもう手も足も出せないということになって、えー、事実上です、ね、で、えー、もともとロシアの領土であったあそしてまたロシア系の人間が多くロシア語しかできない、えー、そういう住人が多いウク、えー、ライナあーに対してですね 逆に、まあ、今、プーチン大統領がいろいろ正当化するために言っていることすなわちロシアの住民が大量殺戮ジェノサイドにあっているだからそれを助けるんだということもまあ理由の1つになっているわけですがそういうこともですねそういう理由で侵攻することもあるいはウクライナのロシア人を保護するとか守るとかいうこともですねできなくなってしまうわけ ですから、NATO にウクライナが加盟申請をしたのは事実なんですが、えー、それがです、ね、ロシアにとっては安全保障上の重大問題と,ということでまあこれも今回のウクライナ侵攻のを正当化する、えー、ロシアからす,、ね、すれば正当化する理由になっているわけです。さて今度です、ね、今度までで中立国であったこのフィンランラドと スウェーデンがですね、えーえー、この NATO に加盟するこれはおそらく、超スピードでこれはあ加盟国に、えー、そうするとですね、えー、ロシアにとってみるとまたこの2つの国が今まで中立であった国がですね、えー、ロシアにしてみれば月側ですね。 敵側の NATO に入ったということで、えー、ますますこの追い詰められるということになっていくと思いますね。えー、こ NATO、今現在30カ国あるんですが、うん、そのうちの1つはアメリカなんですがこれがもうロシアにとってはですねロシアの立場からすればロシアの安全保障という立場からすればですねこ NATO の拡大ということ それすなわちロシアにとっては脅威だということになるわけなんです、えーまあ今回、このフィンランドスウェーデンの加盟申請というのはウクライナ戦争つまりロシアのウクライナの侵攻とそして今現在続いているウクライナ戦争ということがなければですねこの中立国はそのまま中立国でいたと思いますね。 まあ今のようになって、ねえー、ロシアがウクライナに侵攻したそれ以来ですねロシアに対する制裁、えー、そして、えーまあ、今回のおー NATO の会議でもお言われたことなんですが中国に対するうーその NATO 側の脅威ということもですね、えー、大きく取り上げられている、ね、ということは将来、えー、何らかの形でですね 中国に対する、まあ、制裁あるいはあ中国資本の追い出しというようなです、ね、ことも将来起こるということになるとこれからますます,です、ね、世界は東西の2つに分裂してしまうそして今までのグローバル化時代でしかしがしもなくです、ね、国境お金に国境なしということで。<coughs> 西と東の間のいろんな依存関係あるいは安全保障上でも協力関係というのがあったんですがここへ来てこれが全部消えてしまうこれから先将来ですねだんだんと時間が経つに従って東西が真っ二つに分かれてそして東西の依存関係というものがなくなるということになりますねさてこの危険なことは東西 依存関係がなくな,るなくなるとですね、えー、核戦闘の可能性が浮かび上がってくるわけなんですよ依存関係があるとですね <laughs>、まあ、あ例えば中国にアメリカの利権権利利益というものがあるところへですね、えー、核を打ち込むことはできないまた中国も同じくですねアメリカに中国の資本利益というものがあるときにですね そここを攻撃することができない、えー、ところが、ですねその利害関係が全くなくなってしまう、依存関係が全くなくなってしまう、そして、睨、えー、み合いと、あるいはいがみ合いということになったら、ですね、えー、今日よりもより一層、核をこの戦略的に核を使うという可能性が高まってくるわけですね、つまり、えー、知ってか知らずか、世界はそちらの方向に向かっているということも切っておく必要があるんではないかと。 増田先生ありがとうございます。は六、い、月三十日木曜日今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新木一花です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です6月が終わりますよ終わりますね6月が終わりますようもうこの暑さの中で迎える月末いやー7月もそろそろ終わるよねって会話をしててもおかしくないです <laughs> ねー本当に あの手元にです、ね、ここ10年、15年ぐらいの6月30日のお天気というのがいやこれをさスタッフが調べてくれてさいいやこういうのをさ定点で観測するっていうのはいろんなことがわかるなと思うんですが、えー、去年、2021年6月30日は水曜日でした最高気温は23度、<え>最低気温18.4度。 長袖じゃんっていうねもうなんか涼しいというか肌寒いくらいですよねこれぐらいの気温だとまあ今この2022年に生きてる我々からすると本当そう思うよね。でねざっとねこれ見ていくとあの30度を超えてた6月30日っていうのは過去そうね 2> 2<回>うん2回ぐらいしかないわけですよ、うん、2018年と。 20年2011年年か、うんで、いずれもまあ32度とか33度ぐらいで、うん、さあ、今日の最高気温の予想は ?36 度です、東京都心。冗談 <laughs> じゃないよね、本当にね。ねそして現在、日本放送屋上の温度計30度です6時2分の段階で30度っていうね。はい ああそうですかもうこの時点でですねここ10年で3番目の暑さというものが確定しているとそうですよねいやー,いやーそうだよねだからさもういろんなことがさ うん、いつやろうかなっていうようなことになっていてう,うちあのちっこいですねちっこいといってもチワワにしてはビッグサイズの4キロを超えるというチワワの空ち,ちゃんっていうのを飼ってるんですけどまあもう12歳ぐらいのおばあちゃん犬なんで、はい、そんなにねあのアクセス散歩しなくてもいいんですけどそうは言ってもまあ外歩かせないとストレスもたまるよねということで昨日ですね、うん、夕方散歩行くべかと夕方っつってもやっぱりそうはね言ってもまあ、うん、日が くれててかかららなと思っっ6時過ぎぐらいに行ったんですよもう6時過ぎぐらいになるとさすがに日もかけってきてるだろうということで,、はい、で空を見るとですね真っ赤な夕焼けで<う>ああ空ちゃんこれ明日も暑くなるよみたいな話をしたんですけど何言ってんだ今すでに暑いよみたいな顔でこっちを見てですね<ー>もう散歩始めて5分も経たないうちに犬が「って言い出してですね まだアスファルト暑かったですかね、昨日六6時過ぎても。アスファルト暑いからさ、公園の,その芝生のところを歩かしたりなんかするんだけどさ、そっちもまだ暑かったみたいで、あっという間にバテてですね、えー、でしきりにこっちの方を見て、早、は、く、い、帰るよ、早、は、く、い、帰るよって <laughs> 感じで、でうん、あのそうはいったってお前、少し散歩しなきゃだめだろうって言ってさせるんですけど、えー、もうだもめうね、そうですね私の周りというか、後ろにくっついて、もう動こうとしない,いうもう帰りたいですっていう。 でねょう一元気だったのはバッグ取り出してですね自転車の顔からで下ろした時に「やった!」って言って帰ってるけど「お前どんだけ帰りてんだよ」ってまあそういう感じのねもうだからねお散歩するにしても外歩くにしてもちょっとねこんな季節こんな陽気でも昼の真っ盛りに日比谷公園のあたりを取材で赤いチャリで走ってるとあの ランニングしてる人とかいるんだけど、心配になっちゃうよね、ちょっとね。本当そうですよね。<ー>熱中症大丈夫かなって思ってしまいますよね。水分だけでなくて、まあ、ミネラル分、電解質、まあ、塩分もね、えー、取って、ええー、ちょっと脱水症状等々は気をつけながら、はい、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご参加いただければと思いますもうね暑い暑いが時効の挨拶ですがツイートでえエゾタさん七月頭に来週から三十度になるから過ごしやすくなるねなんて会話をすることになるとは <laughs> う、ね、そうなんですよねいやさすがにねこの気温だと電車待っててもですね、はい 足元のこうね、えー、ドアの、えー、ここ目標みたいのあるじゃないですか。<ー>弱冷房って書いてあると、避けるようになりますよね。<ー>いや、ちょっと無理だな、これって。弱冷房じゃっていう。そうそう、後から弱冷房じゃ移ってもいいけど、とりあえず遠ざは。涼しいっていうのが欲しい。そうですよね。涼しいよね。ほ、うん本当ね。確かにね、週間予報見ると、来週はちょっと予想最高気温三十度という日が続いて。<あ>それで、あようやくホッとするなって思ってしまうというのがね、まず。ね。 <music> さあ <laughs> ぜひね、A、メディアツイッターでご気持ちお教えいただければと思います今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん6時半過ぎからご登場です、えー、まずは NATO に北欧フィンランドとスウェーデン加盟へというニュース昨日速報で、ね、入ってきましたけれども、えー、そして、その NATO の首脳会議です、えー、中国、ロシア年念頭に12年ぶり戦略概念を改定と。 えー、それからおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、参院選を投開票日7月10日あ控えまして、えー、各党の党首や代表幹部の方々に、まあ、その政策だとか伺っていると、えー、今日は、ね、NHK 党の浜田聡氏政策調査会長に聞いてまいります、えー、そしてキーワードのゾーンでは中国、習近平国家主席香港訪問そして EU が新たな連合ヨーロッパ政治共同体、えー、創設について初協議をしたというニュース 相撲取り上げてまいりますご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー。 岸田総理大臣も出席をした NATO の首脳会議について一面トップというところが非常に多いですね四 c 一面というところです朝日新聞北欧2国 NATO 加盟へトルコ1.4人対テロ協力条件首脳会議合意と と、うん、いうことであります、えー、そして、読売は NATO、ロシアを敵国認定戦略概念、中国安保に挑戦、えー、首脳会議開幕とあいうニュース、えー、それから、毎日は北欧2カ国 NATO 加盟戦略概念、ロシアは脅威、えー、首脳会議、えー、そして、産経がアメリカあ東ヨーロッパ発の常設司令部、えー、ポーランドに対ロシア抑止強化 NATO 首脳宣言と。 とといいうことで、まあ、あのこうこここでったことが書かれております後ほどね、えー、今日のコメンテーター、東京外国大学教授で国際政治学者、篠田秀明さんと、えー、この NATO の、ね、首脳会議についてというところ、えー、北欧の2か国の加盟であるとか、あるいはあ戦略概念の改定、そして、えー、日本は、えー 韓国やオーストラリア、ニュージーランドとともに、えー、パートナー国として参加をしておりましたまあこの辺りをね、えー、取り上げていきたいと思っております、えー、それからですね気になるニュースというか日経1面なんですけれども北朝鮮石炭対中密輸疑い制裁違反軍事資金にと。 衛星画像航路を本誌分析という、えー、これは独自の記事だろうと思いますが北朝鮮が国際取引を禁止されている石炭を中国に密輸している疑いが強まったということで、えー、人工衛星の、ねえー、画像を、まあ、日経が入手をしてでそれを、まあ、専門家とともに分析をしたということなんですけれどもあの朝鮮半島がこうあってその西側に当たるところに黄色い航海というものがあります。でえー、航海の 挟んで反対側には、えー、まず反対側にですね両島あごめんなさい、えー、三島半島というですね。えー 場所があるんですけれどもそこにあるうん港、竜港という竜の口と書きますが、えー、ここにですね、まあ、ある意味、これまっすぐ北朝鮮からあの西に向かって航行するとここに着くぞというところで、まあ、あのそこにですね、まあ、大体これ船を使ってもお2日余りで着いてしまうというところのようなんですけれども、えー、ここに向かってですね、えー、何度もこの石炭を積んで往復をする船というののお画像であるとか あるいいは船舶自動識別システムというですねこれあの航行中は、えー、安全のためもあって、えー、無線で自分の位置をちゃんとこう知らせておかなければいけないというのが国際的な取り決めとして決まっているんですけれどもその,、まあ、あの無線のです、ね、出たポイントというものをたどっていくと大体船がどこをたどっていったかなというのが分かるとでこれを追っていくとのどうやら北朝鮮のお西側から船を出して、えー、そして中国側にです、ねえー、向かっているという船が いくつもあるということが分かってくるとでしかも衛星の画像をこう解析するとおそらく黒いものをですねバラ積み線に積んでいるということでまあこれは石炭ではないかということもわかるとで北朝鮮の石炭というのはあの無煙炭 というですね。まああの質の良い石炭が、えー、出ているということで、でこれをですね、あの中国がかなり買っていて、でその代金というものがそのままあ軍事資金に回っているのではないかという分析であります。でかつてはあの一旦北朝鮮からですね、外海、公海、公の海に船を出して、でそこであの背取りと言いますけれども、別の船籍のですね船を横付けして えー、荷物を入れ替えてで、えー、別のところに運んでいくなりということをやっていて、まあ、ある意味こう。 えどっから積んだかっていうの,のの偽装をしてたんですけれども、もはやそんなこともやらずにですね、え公然と石炭を輸出しているとえいうことが、まあこの衛星の画像で分かったということであります。で、2面にもですね、わたって、えー、これ、えー、特集の記事を書いてますけれども、えー、2面には鉱石が映す中朝蜜月、1年半で50席以上聞こうと、えー、北朝鮮の関連船、えー、中国の石炭港に堂々と言っているということ この辺りをですね、えー、国連の、まあ、制裁に関しての専門家パネルというところでもじゅ調べていてそして違反事項に関しても、えー、逐次報告をしているんですけれどもなんといってもですねこれ相手が中国なわけですで、えー。となると国連の安全保障理事会の常任理事国であるということでもあるので、えー、常任理事国を相手にしてこういう制裁違反があるじゃないかというと、えー、拒否権が発動 されてあっという間に潰されてしまうと、えー、このあたりはですねまああの外善的な事実としてもそうなんですけれどもそれだけじゃなくって、えー、記事の中にはですねあの専門家パネルの委員として、えー、実際にこの北朝鮮の制裁以降 のねえー、制裁破りというものを、えー、調査していた、えー、古川勝久さんという方でこの方、本も出してますけれどものインタビューなども載せていて、まあ、そこで、えー、実際に、まあ、中国がこう反対をするあるいはロシアが反対をするということで、えー、制裁違反があるじゃないかと制裁強化しなければならないということが、えー、潰されるということは何度もあったんだと、えー、いうことが書かれています。こ、えー、これねウクライナのののロシアの侵略 に関しても国連の常任理事国が、えー、こんなことをやるということになるとなかなか国連全体で、えー、動くこともできないじゃないかと、まあ、国連の無力というものもお言われたりなんかしますけれども、えー、同じ読売新聞、まあ、これあの月末になるとですね今月どんなことがあ論ンで話題になったかというですねホピニオンラーのところに、えー、論ンというものが、えー、出ますけれどもそこでさまざ、あ、まな方はですねこのお一連の ね、問題に対して国際社会としてどう、えー、対応していったらいいのかとこういうあたりを論考を寄せていますけれどもその中で、まあ、番組でも何度もお出ていただいている鈴木和人さん、ねえー、今はあ東大の院の、えー、教授でいらっしゃいますが,、あのーがえー、書いたところがです、ね、引かれています、えー、後ろにも、えー、書かれているそうなんですけれども、えー、こそれでも国連は残されている対話のテーブルだということで。えー、国連そのものもに 今回の戦争を止める力はありませんとしながらも国連はほとんどの国が加盟していて敵対している国が同じテーブルについて物事を決めている場所だからだと、えー、国と国との信頼関係を構築することが安全保障上何よりも重要とし、えー、対話を通じ敵対する者同士でも最低限これだけはやめようとの共通認識を作り地道に積み上げていくことの重要性を論じるということでこれ全く。 パイプを遮絶してしまうということをやるのもよくないしかといって で、えー、拒否権があると機能しないしでも五大国の拒否権がなきゃないで、えー、議論が漂流するっていうのはああそれこそお戦前の国際連盟のお反省でもあるしだそのある意味の狭い回答みたいなところをなんとか模索していかなきゃならないっていうのがこの、えー、ポストウクライナのお国際情勢なのかもしれないなというところまあ今日ね、えー、これからシロンさんにお話を伺っていくにあたって、えー、ちょっと頭に止めておきたいニュースだなと 思いました。ここが気になるでした。<music> ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場ですえ。今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんです。おはようございます。おはようございます。おはよろしくお願いいたします。 えー、篠野さん、あのー、お会いするの久しぶりだなという感じで、そうですね。楽しい一日で参りました。どうも、よろしくお願いします。えーえー、あのー、簡単にありますがプロフィール改めてご紹介いたします、えー。早稲田大学政治経済学部ご卒業後、早稲田大学大学院、えー、政治学研究科修士課程修了、えー。ロンドンスクールオブエコノミストエコノミクス、えー、ロンドン大学で国際関係学の博士号を取得。広島大学平和科学研究センター准教授などを経て、えー、現在は東京外国語大学 総合国際医学研究院教授、専攻は国際関係論平和構築ということであります。さあまずですね、NATO の首脳会議が行われておりまして、これ各種一面取ってますけれども、その中で北欧の2カ国。 フィンランドとスウェーデンが NATO に加盟すると、昨日の朝方そこ入ってきましたけど、トルコが一点容認をしたということでありました。小野さん、これトルコずっと突っ張ってましたけどね。はい、トルコは存在感を見せましたね。存在、えー、他方を、まあ、うんうん、一方では少し、はい、まあ欧米諸国と違うスタンスを取っていて、EU にも加盟しておりませんので、はい、中東にも足がかりのある特別な国としてやや異端的な存在感を見せましたけれども、他方においては。 やっぱりトルコは、うん、あの NATO の強力な構成国であるという認識を、ほあの,他の加盟国にもアピールしましたし、トルコ自身もやっぱり NATO にいたいという気持ちが、うん、あの最後は見せたというところで、まあ、予測いろいろあの、えー、軽く思われたら困るよ的なことも途中では言っていましたけど、最初に予測した通りの結果になってきたということであったと思います、はい、うんやっぱりどっかでこう容認するだろうというのは、みんな思ってたところではあるけれども。うん なんか思ったたより強硬だなみたいにそうですね,まねまあそうは言っても最後は折れてくれるだろうという見方が相当出てしまったのでトルコとしてはそういうふうに甘く扱われるのはいかがなものかということも途中で言ってごめん、ごめんそういうわけじゃなかったんだというやり取りが途中であったっていう感じでですよねもお互いそういうやり取りも途中でするのも全部折り込み済みで最後、この辺りのいいタイミングでこんなところかなというところに落ち着いてきたという<ー>計算通りのところでしょうね。ある意味この首脳会議は前々から設定 がっったたたんんでででここのの辺がお尻かなななかなななみみいは思てとろすすそうですよね、えっとうん、やっぱりあまり長引かせると本当にもめてる感じがあるものの、うん、まあこれ以上早く決まるってこともそんなにないわけですからこのあたりまでいろいろステージをつけて盛り上げて、はい、ある程度こうもう少し深刻に考えてほしいみたいなこともやりつつも、まあ、ここで打ち止め、うん、まあここでお互い締め切り感覚のある中で歩み寄ってきたっていうところでしょうね。の, NATO のなんか まあ、あのアメリカや、ねえー、あるいはヨーロッパの国々が加盟しているところでありますが、このトルコというのは独特の存在感というか、このロシアによるウクライナ侵略に関しても、まああの,手の仲介をやろうとしたりとか、やっぱその辺は独自の道みたいなものは模索するすそうですねあの、まあ、NATO に入ったのも冷戦中の戦いろいろないきさつで入ったので、はい、ご存知のように、まあ、EU には入っておらず、中東にも、まあ、中東の国でもありますので、シリア紛争 そして、まあ、あのロシアとの、まあ、特別な関係ですね、いろいろ紛争があると、シリア、それからナゴルノカラバフ、あとはリビアなどで、<ー>えー、ロシアとこう緊張関係とお、まあ、対話の関係を持っている。 まあ非常に独特の存在感を持った地政学大国と言ってもいいと思いますけど今回、ロシア、ウクライナの戦争が起こった後に、まあとに仲介役を買って出るという意図も見せてこれでまた特別の存在感を見せましたけど、まあ、トルコについてはいろいろなおあの見方もあると思います、まあ、正直言って人権を尊重しすごくしている国ではない<ー>、えー、他方、じゃあ,あの厳しい見方を出せるかというとやっぱりトルコという国を n a も失うことができる なぜかという、なので今回の戦争でも仲介役を勝ててる時には。 まああの半分は面白くないと欧米諸国は思っているでしょうけど、半分はまあトルコにこの役やってもらわないと、ほかに一体どこの国ができるのかと、そういう気持ちというのもあるので、容認している状況だと思いますねクリミア半島のあたりから見ると、対岸の部分が黒海の反対側がトルコになるわけですよね、黒海、ね、というのはわれわれからしてみると、ちょっと面白い海で、なんかすごく遠くから見ると、海といっても、割合、内海に近いもの、湖っぽくはいでこれそれあれも 海なら日本海だってと言いたくなるぐらいの,、まあ、あの特別の海。 なわけけですけど、まあ、ちゃんとあの近くに行けばねもちろんあの対岸が見えるようなものではなく、はい、本当に立派な海で、ねえー、と海としての艦隊などもロシアが置いているからセバーストポリっていうあのクリミアがすごく重要なわけですけど、はい、えと逆に言うとトルコがボスポラス海峡というですねうん、うん、海峡を封じ込めてしまったら本当に池になってしまうものですからトルコが持っている地政学的な戦略的な重要性というのはもう計り知れない今回の戦争になれば本当にそれが増していくということですので。なるほど

1>, 1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で霊卓大学特別教授の織田邦夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います 週末もぜひチェックしてくださいお送りしております OK コージーアップあなたと一緒にニュースを考えてまいります、えー、この時間はニュース七時またぎ七をまたいで、えー、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんがコメンテーターです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べ82ドル32セント高い3万1000二十九29ドル31セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、えー、3.65ポイント下がって1万1177.89でした 一方円相場ですが一ドル百三十六円六十銭付近で取引されております。消費関連株あるいは大手ハイテク株の上昇に支えられて三営業日ぶり反発でありました。まあここのところずっと下げてきたとういうことがあったようです。で、えー、円相場ですけれども取引時間中夜の段階で一時百三十七円台になったとまあ先ほどねえ信行のさんのニュースでもありましたけれども、えー、ということで少し円安にまた触れ。 おりますえではここの時間取り上げるニュースはこちら NATO、ナトロシア、中国を念頭に12年ぶり戦略概念を改定ヨーロッパの軍事同盟 NATO= 北大西洋条約機構は29日スペイン・マドリードで開かれた首脳会議で今後およそ10年間の指針となる新たな戦略概念を採択しました。 戦略概念の改定は2010年の11月以来およそ12年ぶりですウクライナに侵略したロシアへの姿勢について今の戦略的パートナーから最大かつ直接の脅威に大きく変更また中国についても体制上の挑戦を突きつけているとし中国への懸念に初めて言及しております えまた、インド太平洋地域は NATO にとって重要だということも記されているというところであります、まあ、このロシアについての書きぶり読売新聞今日の一面が NATO、ロシアを敵国認定というふうに出ております。ななななかか、ね、敵国認定刺激的な言葉だなと思いますが これ、翔さん全体ご覧になっていかがですか。はい、あの敵国っていう言葉は使われていなかった。私もちゃんと読みましたけれども。そうそうまあ、はい、ただ、あの脅威とにして認識している。我それ、脅威に対抗して、なんと、構成諸国を防衛するわけですから。うん、まあ、要するに、敵国ではないかといえば、まあ、そうなんでしょうね。うえー、他方、この敵国という言葉は、例えば、日本人国連憲章ということ、条約に入っていて、はい、国連の中に。 敵国という概念があるのよく知られているところで、最近もあの令和の党の、ね、方が選出するみたいな事件がありましたけど、はい、あれは第一次世界大戦の時の数十国のことを敵国と呼んでいて、それかあ歴史的文書として残っちゃってる感じで、うん、今はもう、私文化しているということがもう確立されているわけですけど、はい、多分そういうことを読める新聞も意識しているのかななんて思いますけどもね、うん、あの逆に反対側から言うと、NATO は軍事同盟と言いますけれども、国連と同じように価値の共同体。はいうん よするきちんとこの文章を読んでみますと、はい、デモクラシーヒューマンライツヒューマンセキュリティとい、ね、う,こう本当の人間の安全保障人権、はい 民主主義、自由、こういった言葉がもが本当に品質、ちりばめられています、え価,値によ価値で結びつく、えー、同盟関係なんだという、えー、新しいその、えー、やり方をしている、まあ、国連がひょっとしたら昔はそうだったのが、今またちょっと違う組織になってますけど、はい、NATO はまたそれと違いますけど、軍事同盟の意識さは強いですが、うん、やっぱり価値の共同体としての性格を強めているというところにも、まあ我々は一つ、ちゃんと着目していいのかなというふうに思いますね。うんそうすると まあその価値を同じくする国々であれば、まあ、基本的にウェルカムだという感じでもあるし、はい、そういですね敵国っていった時に国連からしますと、はい、つまりあの自分たちの価値規範に反した国だっていう印象があってかなり強い表現を国連憲章でもとっていてそれは日本はもうそういう国ではなくなったドイツもそうだっていうことで私分化したっていうことですけど現在、読売新聞がそういう言い方をしたくなるようなトーンが NATO が採用しているのは、はい、単純に脅威だって 軍事上の脅威だということだけではなくてもちろん軍事上の脅威なんですけれども、ええ、価値規範の面で相反するものを持っている脅威であるという、うん、このやっぱり人権、民主主義こういったものを我々信じているのにあの脅威は受けあそれを信じていないという、ええ、その,あのニュアンスというのは相当色濃く出ている。 ここは日本人としても大きく着目しておくべきところでなんかこのいろんなことをこう軍事的に計算してあの都会引っかやっているような19世紀にあったような軍事同盟ではなくて、はい、信じているものがあるから我々は同盟を持っている。 そして、えー、アジア太平洋、これはあのノース・アトランティック・トリート、北大西洋ではないわけですけども、ええ、同じような価値観を持っている国があるとすれば、それは疑いなくパートナーであるという認定をうあのインド太平洋地域にとっても対してもかけてくれているわけなので、われわれはそのことを、まあ、あの非常にあの重要なものとして受け止めておくということは、非常にあの大切なことかなと思いますね。う っていうのははこれは価,値価値観が果たして同じかという、まあ、疑問というかむしろいわゆるあの民主主義国対権威主義国の対立というような世界観バイデンアメリカの大統領を出しています、はい、でそれに沿って軍事同盟の、えー、同盟機構のネットワークも広がっているわけですけれども突き詰めて言うとっていうこの戦略概念という文章を読みますと、ええ、突き詰めてよ読むあのあの感じるとっていうところが相当色濃く出ていて結局はあの人たちとは。 仲良くなぜないいうう、ね、かというと信じているものがちょっと違うような気がすると、うん、これがあの体,制の体制上の挑戦というふうに表現されているものでしょうね、はい、えなので信じているものが同じパートナーは友達、うん、やっぱりどんなに仲良くしようとしても根本的に信じているものが違うと。 そこまで友達になれないんじゃないかっていうかなり率直かつ、まあ、確かにそれはそうなんだろうっていう表現が使われているっていうところは我々としてはねせっかく友達パートナー認ってしていただいているわけですから、うん、あの大切にしていかなければいけない重要ななとところかなと思いますねだからそれ考えるとこのロシア・ウクライナ戦争の捉え方も結局、その価値観だとかをこう踏みにじる行為をじゃあどっちがしたんだっていうのをこれまずは根っこを捉えとかなきゃいけないわけですね。そうですねあのロシアが侵略を 全くその通りなんですけれどもこの戦略概念という文書にもルールベ・ルールベイスト・オーダーという,ような、ね、言い方うつまり国際規範を中心にした秩序というような言い方が、はい、まあ繰り返し出てきます。 でも一番分かりやすいところでは侵略を許さないとぶ武力、軍事力を使って他人の領土を変えてしまう他国の領土を変えてしまうってそれやっちゃいけないっていうことをね、えー、絶対許さないぞというような認識から、まあ、突き詰めて考えるとそもそも人権の問題とか民主主義に対する考え方もどうもあの脅威を 脅威となっている国々は違うらしいということをもうここははっきり言わざるを得ないではないかという認識があると、うん、いうことですねこの NATO 首脳会議についてさまざ、あ、まあのー、な、ね、論点があると思いますので今後も7時をまたいでお話を伺っていきたいと思います。 今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。NATO 首脳会議についてお話をいただいております。まあ共通の価値観を持った国々の集まり、それがベースにあるまあ軍事同盟であると。そしてそこに今回あのアジアからは日本 韓国、えー、オーストラリア、そしてニュージーランドという4カ国が、まあ、アジア太平洋パートナー国として招かれております。まあ、これ、まあ、同じ価値観を持っている国々だよねというところが、 え言われているわけでありますけれども、まあこの辺その自由で開かれたインド太平洋という概念とか、まあその辺とも重なってくるところですかね。そういうことでしょうね。うん、自由で開かれたインド太平洋の自由で開かれたという部分は、はい、まさに国際規範を守っていく。えー、そして、まあ自由でというところのニュアンスは、はい、やはりあの民主主義、人権を守っていく。そういう秩序のある空間としてインド太平洋を位置づけていきたいというまあ決意表明のようなものですから。その推進役としてクワッドの国々が まあ自分たちで努力をしていきたいという位置づけになっているので大きく重なってくるところかと思いますねうんこれ一時期あの平和で繁栄したというような、えー、こと言葉に変えられそうになったところがありましたけれどもこれ平和っていうものとこう自由で、えー、開かれたっていうのとこれちょこっとニュアンスがあれ違っ その今おっしゃられたのは、はい、トランプ政権からバイデン政権に変わったようなところで、はい、トランプ大統領が作り上げたものをもう一回バイデン政権のスタッフが精査したときに。うん 同じ政策をするにしても言葉遣いまで本当に同じにするのかどうかというところで、えー、少し差を変えるためにクアッドなどのようなパートナーシップを少し違う言い方にしてもいいんじゃないかという動きが多少見られた、ただここは政策一貫性があった方がいいだろうというのが、まあ、日本などの国の考え方だったので、はい、まあバイデン政権側も、まあ、それはそうだろうということで納得したということでなぜ一貫性があった方がいいのかというと。 価値観を内包しているという部分があったのでその価値観の部分がコロコロ変わるとねんみんなもやっぱり戸惑ってしまいますので仮に同じようなことを言っているとしてもですよ、えー、なのでここは一貫性があった方がいいのではないかという議論が、まあ、あのなるほどその通りだということになった経緯もありましたね、はい、あの当時紫藤さんも指摘されていらっしゃいましたがその平和で繁栄したっていうじゃあ平和っていうことは戦争がないという状態だからある意味この圧政の中での戦争のない状態であってもこれあの 成立しちゃうじゃないかと、それじゃダメなんだと、自由で開かれたって価値観の部分こそが大事なんだと、やっぱこの言葉遣いっていうのが特にこういうこう緊張状態にあるような時っていうのはすごくセンシティブになってきますね。ああみんなそれはもちろん全くその通りですよね。こ、うん、れはの外交政治の分野だけでなくても、普通のビジネスの業界においても。 緊張関関係係のある関係になればなるほど、はい、今の言葉遣いはどういう意味だったのかなというようなことはあると思いますね、うんえー、そしてあの同じようなことを言っている場面であるにもかかわらず、多少、言い方を変えてみるみたいな時に何で変えたんだろうと、うん、いうようなこう、まあ、いろいろな印象を与えるということがあるとすると、まあ、政治の状況も全くその通り、国際政治のように一つの組織ではない、いろいろな組織が調整をしながら動いているところでは、言葉というのは人間と人間、組織と組織を結びつけて信頼感を培って、 重要なツール道具ですので。うん 簡単に変えてもらうのは困ると、今までこれで我々は信頼しやつだと思ってたのに、どうして変えたんだと、気にしないでくれって言っても気にしてしまいますよと,ようということの中で、平和がいけないという問題で,ではないものの、はい、どうしても変更すれば、なんで変更したんだろうって気持ちになりますんでね、あの自由で開かれたら中に当然、平和だったり、反映しているものがいくあのニュアンス、はい、インプリケーションが含まれているということでやってきたのでね、ねこれからもそれでいこうということであれば、まあ分かりましたと、いうふうふにバイデン政権側も。 トランプ大統領が言ったことは、ね、ちょっと変えたかったんでしょうけど、はい、<laughs> そこはあのパートナーを尊重していくということになりましたので NATO の文書なども、うん、あずっと一貫して使っている部分それから新しく導入した部分同じ国についてちょっと言い方を変えている部分こういうのはみんな本当にもうすごい注意を払っていきますので、うん、え一つ一つ、まあ、しっかりと説明できるような理論家がもう揃っているのも事実だと思いますね。今回、ねえー、極東という まあ東アジアについての言及もこうかなりあったわけでありますが NATO としてはどういう関わり方を今後、アジアについてもやっていくと思われますかロシアが直接の脅威であるこれはもうロシアウクライナ戦争をやっている途中ですからこれ誰がどう見てもそれはそうだろうという話ですけれども。 アメリカのバイデン政権は民主主義対権主義の,あの対立の世界観の中で米中対立というものがその中国にあるという世界観の認識もはっきりもうほとんど表明しているわけですね、はい、そうすると NATO はロシアに先進して中国のことを忘れたのかという懸念が当然出てくる、うん、えしたがってこの戦略概念の中でも直接の脅威はまずナンバーワンではロシアであるものの、まあ、言ってみれば構造的な、うん 対抗勢力、体制上の挑戦という言い方をするとそれはやはりもっと巨大な存在としての超大国、中国があるそれは NATO としても忘れていない、うん、えするとインド太平洋地域アジアにあるパートナーの存在が軍事上も価値外反も さらに一層重要になってくるということで、よろしいですねっていうような記者会見があれば、もちろんその通りですと答えざるを得ない、そのために、えー、とインド太平洋のパートナーもわざわざお越しいただいておりますというような流れで全部一続きになってますので、のえー、そこがもう文書上も記者会見の写真においても,も、はっきり表明されている、うんえー、つまり、米中対立の時代を NATO はその中でも生き抜いていくという決意表明でやろうと思いますね、うん、おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田英明さん取り上げるニュースはこちらです NHK 党の浜田聡政策調査会長に聞く参院選の公約 今月22日に公示された参議院選挙は来月10日に投開票を迎えますが選挙期間中のこの時間は各党の代表や党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります今朝は NHK 党浜田聡政策調査会長です、えー、昨日ですね、えー、収録してまい、えー、りました浜田政調会長へのインタビューの模様をまずはお聞きいただきます さあ公示がなされてからちょうど1週間余りというところでありますが、はい、えまず、ここまでの戦い方、手応えなど、いかがでしわれわれ党首、立花孝がですね、はい、大きく話題を振りまいておりまして、ええはい、ツイッターとかなどでもです、ね、で、えー、結構トレンドに NHK 党と上がることが多いように思いますので、はい、まあそういう意味では、既存政党にできない。 いいことをですねできる突破力といいますか、そういうところを期待いただければと思いま立花、うん、さんもやっぱり、そこのところ、はい、与党だと言えないことを僕らが言っていくんだと、それで政治を活性化させるんだということは、にとおっっしゃってますもんね、はい、今、やっぱりウクライナ危機といいますか、そういう状態ですので、はい、まあこれまでの、まあ、平和な時に行われてきた選挙とは全然違うと思いますので、うん、そういったところも意識。 してですね、まあ選挙戦に戦っていきたいとは考えております。じゃあまずその辺で、はい、まああの政策についても伺っていこうと思うんですが、ウク、はい、ライナ情勢に関して外交安保、はい、本当にこれ国民の関心が高まっているところですけれども、はい、N.H.K. 党としてはどういうことを訴えていらっしゃいますか。現実的な外交安全保障というのをまあ考えていきたいんですね。まあ日本なんですけれど、まあ周りを見渡すとですね、危険な国があるわけなんですね。で具体的には。 中国、ロシア、北朝鮮、こういった国に対抗するために、現実的な国防力を整えるために、防衛費としては国際標準とされる GDP2% 程度への引き上げをするべきと考えているということです。うんうん、あと取り沙汰される敵基地攻撃能力、まあ、これも、ねはい、あの表現がいろいろありますけれども、はい、外への打撃力というのはいかがですかまあこれも、 当然持つべきだと思っております国民の命と財産を守るために、まあ、憲法との整合性などについても、はい、ま国会での議論を求めていきたいとは考えております、はい、これ、結界間によっては憲法改正が本当に現実味を帯びてくるというところにおいて NHK 党は,い、NH とはそこはあ調を合わせていく形ですか。 憲法改正するかどうかについては、もう国民の皆様が最終的には判断されることですので、はい、最終的な国民投票には何とか持ち込みたいとは考えております、あのーまあ、憲法の、ねえー、具体的な条文で、9条、はいまあの話が出たりとか、はい、緊急事態条項だとか、いろんなことが言われてますが、はいはい、そこのところはどういったところをこう焦点に絞りますか、まあ、よく聞かれる質問として、緊急事態条項、どうこう。 まあそこについてはですね。まあの帝国憲法の制度設計を参考にしてもいいんじゃないか。本当の緊急事態をまあ設計しているわけなんです。で、まあ、それどういうことかというと、も議会そのものが開けないぐらいの事態をまあ緊急事態として。 制度設計しているんですけどどういう風に制度設計していたのかというと、はい、まあ議会開けませんので、法律が作れないけど作らなければならないときのために、まあ、緊急直令という制度もあったと、さらにですね、あの内閣も枢密院も機能しないときは、最後の手段として天皇自らが緊急直令をまあ出すということも可能であったわけで、さまざまなレベルの危機に備えて、まあ、何段画面にもなっていたということでございます。<ー>まあこういうい緊急直令にもですねあの、はい 国民の権利を制限するということにもなっておりますので、絶対条件としては、ですねその緊急直令はもう一時的であること、まあ、次に議会を開くまでの暫定措置と、そういう条件もついておりますので、そういった。 まあ参考にされてもいいんじゃないいかななと思いまするほど、かつての,その大日本帝国憲法8条および70条というところで制定されていたものであってこれが、はい、例えば関東大震災の時だとかに実際に使われているというものですよね。確かに、まあ、ある意味、かつての,その帝国憲法ではその緊急事態に関してもきちっと想定がされていたと。はい そうですね。もちろん現行は枢、ね、密院もありませんし、天皇に対する考え方も明治時代とかは相当異なっておりますので、まあ、今のままの制度設計では難しいと思いますけど、近畿事態への対処という意味では、大いに参考にすべきだと、はいはい、そういうことをあの憲法審査会では訴えさせてもらいました。えー はい、さあそれから経済に関してまあ物価が高まってるじゃないかといろんなところで報道もされております、はいはい、このあたり、景気対策だとかっていうのはどういうことをお考えですか一番重要なのはやっぱり消費税だと思っております消費,まあ消費税はですねまあ個人消費がやっぱり GDP のまあ半分以上、6割近く占めておりますのでまあそこがやっぱり一番消費税の減税をすることがまあ景気対策に一番 効果的だと考えておりますそれ以外にも、もう下げられる税であれば、もうとにかく下げていってほしいということで、まあ、そこはもう、他の政党さんとの協力も考えております、はい、まあ例えばガソリン税についてはですね、はい、国民民主党さんがトリガー条項、凍結解除、まあ、これはもう粘り強くされておりますし、まあ、そういうのは、 まあ協力していきたいと思いますし、維新の会さんがですねガソリン税の暫定税率、これの撤廃を訴えておりますので、まあ、このガソリンに関しては政権は補助金でやってますよね、はい、この辺ではどう,ですかうです、ね、お金を配ることについては、ですね必ずしも否定はしていないんですけれど、やっぱり配る手間っていうのを考えたときにです、ね、まあ配るよりも税金を下げる方がまが、あ、手間もかからない減税を。 まずしていってほしいなと考えております、うん、さあ浜田さん、最後にお聞きの方々、有権者の方々に対して、えー、訴えたいことをお願いします。ねはい、NHK の受信料 を。まあ、支払わない方の権利をあのお守りしているということで、あの毎年試験の受信料をですね。まあ、ある意味肩代わりという形をさせていただいております。はい、ま、これはですね。もう皆様から頂いた,だいたあのいただいたと言いますか？皆様に投じていただいた批評によってまあ、政党助成金という。 ものが入ってきているわけで、まあそれを使って、えー、我々国民の皆様に還元をしているわけでございます。うん、で、まあ今回の選挙であのー、まあ年金受給者へのまあ NHK 受信料無料というのをまあ制度として国に求めていくということを掲げているんですけれど、はい、一応我々の党のことを知っていただいている方はですね、もうすべてまあ NHK 受信料払いたくない方に対しては。 えー、まあ受信料払わなくていいことにまあできておりますので、うん、はい、まあそういったところをですね、まあ、我々またあの我々のまあ党としてこの選挙をいい機会にまあアピールをしていきたいと考えております。わかりました。今日は NHK と浜田政調会長にお話ございました。どうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。 えー、ということでねチケット浜田政調会長へのインタビューの模様を聞きいただきました篠野さんあの憲法改正等々もね、えー、いろいろ帝国憲法も引きながらとこういう,う主張されてましたけれどもどうお感じになりましたそうですね N H K 当社この名前の上ごとくはい十四デジのごとくあのシングル一ッシュと言いますかね単一のあの争点に焦点を絞って え、活動されてきているわけですけど、今日のインタビュー内容はほとんどそこには最後に来たもので、えー、まあ普通の主要な議題についてどう思っているのかということを、まあ、ご披露いただいた。うん、国会議員になられる以上は、いろいろな場面で重要な投票ができるわけですから、はいえ、こういうチェック機能というのは非常に重要。 な反面ですね、はい、少数小さい政党にどこまで本当にこういう負担を求めていくのかっていうのはね、なかなか現実的には厳しいところもあるなというまあそういう印象はいただきましたね。まああの閉じてますけれども、あの今回の国会通常国会は憲法審査会は一応毎週のように開かれて機能してというところでまあ緊急事態条項等々についても議論がされていました。まあこのあたりね、あの試験をどう制限するでそれをこうどういう権力主体がどこまで え制限し、どこから先は自由にするんだっていうなんか日本人が今までちょっと合間にしてきたところが突きつけられるようなことがコロナで起こりましたけれども、はい、あの先ほども申し上げましたけども NHK 党さんが外交・安全保障の話をされている相当あのやっぱりこういう情勢なのでここは態度の表明が必要だろうというのは全くその通りだと思いますしあの重要だと思うんです。けど これ、どこまで NHK 党さんがあのよく調べられて、えー、精緻な判断をなさるのかというのは、われわれとしても非常に微妙感のあるところ、ただ、もちろん表明は重要だと思うんですけどもね、さらに一層微妙なのがこの憲法問題、多分 NHK 党さんは、はい、私験と言いますか、憲法上の権利などに自分ご自身たちが中心になって扱われている議題の観点からも非常に大きな関心を持っているんだろうと思うんですね。な、えー、なののののでで緊急事態条項が直接 NHK 問題に関わるわるけではないものの、うん 関わっていないわけでもない理論的には、えー、ひょっとしたらある程度関わるかもしれないみたいな話になるとこの関わり方とか非常に微妙な要素があるなというふうにはお聞きいたしましたねはい、はいえー、この時間はですね明日も各党の代表党首幹部の方々などに党の公約賛成の戦い方などを伺ってまいります、えー、この時間コメンテーターは篠田秀明さんでした日本総動機の方この後も篠田さんにお付き合いいただきます えー、今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです中国の習近平国家主席が香港を訪問明日7月1日香港で中国返還25年を記念する式典が行われるのを前に 中国の習近平国家主席は今日三十日に香港を訪問すると香港の主要メディアが伝えています習主席が中国の本土の外に出るのはおととし1月以来で訪問前に香港では限界体制が取られております まあ、香港を中国本土の外ともはや捉えていいのかという状況ですかね、うんまあ、それはそうですね、まだだから国外に出るというケースにはまだならないわけですけど、うん、確かに本土から出るといえばそうなんでしょうね。限界態勢がということでありますが、まあ、あ国家安全維持法、国安法の制定からもう,もうあれから2年が経つというところですかそうですね、まあ、そういう政治的な思惑もあって、 まあ本土から出ると言いながらも中国の一部だという認識を確立するためにも行かれるっていうことなんでしょうけれどもね。 反面あの、ゼロコロナ政策どこまでやるのかというですね、はい、一体この雰囲気をどこまで続けるつもりなのかという、まあ、そういう情勢の中での訪問ということにもなるんでしょうねうん特に大都市で、えー、先日まで上海、ロックダウンということで、まあ、これもかなり不満が高まってましたしこの間、北京の共産党のトップが5年続くんだとうう言ってこれが大炎上して撤回したみたいなこともありましたね。はい まあ、あの徹底してやれと言われればそれぐらいの計画がなければ、うん、本当にやったことにならないというのはある意味正論なんだと思いますけどやらなければいけない市民側に立ってみるとちょっと冗談はやめてくれという中で、まあ、先行きが見えない感じが中国の人たちも、まあ、感じていらっしゃるのかなというところで日本に引き寄せてみますと、はい、欧米諸国はもう完全に自由主義の国として。 まあ犠牲は相当出ましたけど、うん、我々にとっては自由は大切なものなんだっていう価値観もはっきり出すような形で現在、マスクもしない生活をしていると、はいね、我々はまあアジア的な雰囲気で、まあ、そうは言ってもマスクぐらいしても気にしないから大丈夫ですよっていう中で暑い中皆さん、マスクをしているただ中国のようにはやれないと、うん、えいう中で先ほど NATO の話で価値の共同体ってなのがありましたけど、はい、まあ本当に必要な人権というものは大切にしながら、まあ、アジア的な文化で受け入れる要素っていうのはね、うん、あのやっていけばいいんでしょうけど 結局、中国のようにはいかないという中でまあ中国のやり方欧米諸国のやり方を見ながら自分の立ち位置もしっかりあの見定めていくということが日本にとっては必要なのかなと、まあ、自由、人権、法の支配というところまさにそのね先ほどの NHK との浜田政調会長の話にもありましたけれどもこの試験をどう制限するんだであるとかの部分まあこれ、本当に真剣に考えないと 日本は別の価値観なのかというふうに誤解されかねないんでですすよねそうですねあの先ほど NHK の党の,の話題も出ましたけれども、それで大日本帝国憲法の時代の緊急、まだ昔緊急事態条項があったような時代を参照してというのも、日本人ですから、はい、そういう発想方法があったり研究するというのは当然と思いますけれども、国際法や諸国の実行の中に緊急事態の条項ございますんで、ん例えば人権一つ取っても。 緊急事態は実は人権法を持っててもやってもいいんですね、あのむしろ人権を守るために緊急事態対応しなければいけない、政府が対応しなければいけない場面ありますから、はい、でもその時にも、これは絶対に逸脱してはいけない、例えば緊急事態であったからといって、急にあの拷問してしまうとか、うん、奴隷のように人を扱うって、それは絶対許されない、えー、ただ緊急事態であれば、今、ウクライナでねいろいろ問題になったりしてますけど、こういうところが本当の緊急事態なら容認しなきゃいけないんじゃないか、そういう国際的な考え方っいうのがございますので、はい、日本もきちんと、第 日本帝国憲法も参照しながら国際法の基準も参照していく、うん、そして NATO から価値な共同体のパートナーとして、ね、見ていただいているという国である性格もしっかり維持していくというそういうまあ国際的な立ち位置も意識した国家運営、憲法改正というのもあのもっとあっていいかなというふうに先ほどのニュースとの関連でも思いますね人権であるとか、まあ、あるいはこのお自衛権をどうするという話だとかというのは、まあ、あ国際連盟というものがかつてあった。 不戦条約等々回っててそして国際連合ができてその規約がありで、えー、日本国憲法はそこの流れの中に実は作られたものなんだって篠田さんもずっとご著書などでも書かれていらっしゃいますけれども、はい、ここの部分というのも意識しなきゃいけないむしろここの部分大事そうですね今、日本政府はこの NATO の構成諸国などの同志同盟国と一緒に 規範を大切にする、うん、国際秩序を守っていくんだという立場をはっきりしていてさせていますでその背景にはアジアの,あの治安安全保障の情勢が直近の情勢があるわけですけれども、うん、もう少し言ってみると歴史的な背景もある、うん、日本がやっぱり、まあ、侵略も時々はいいんじゃないかみたいなことを言うと単純に現状を受け止めるだけじゃなくてまあお前自分の歴史も反省してないのかという,ふうな話になってしまいますので、うん、ここはあの日本という国のアイデンティティ しっかりさせる意味でも国際秩序の尊重というのを強調していかなければいけない政府の立場、まあ、そこのインプリケーションをわれわれもよく考えてみるべきかなというふうに思いますね、うん、お送りしております「OK 工事アップ」お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田英明さんですす引き続き続よろしししくおお願願いいまます。 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケップアップ EU 新たな連合ヨーロッパ政治共同体創設を初協議今月23日にブリュッセルで開かれた EU ヨーロッパ連合の首脳会議でフランスが提唱した新たな連合体ヨーロッパ政治共同体について初めて意見を交換し創設に向けた協議を続けることで合意しました EU 加盟候補国の認定が決まったウクライナの加盟実現前に EU に加盟していないヨーロッパの国々との連携強化を図る狙いがあるとのことです、まあ、ウクライナとモルドバの加盟候補国認定というのが大きく報じられましたがその一方でこのヨーロッパ政治共同体というものが えー、調整されているということ、これ、どういう役割になってくるんですかね。まあすごく単純に申し上げますと、はい、EU というのはもともと経済の共同体で、はい、今でもあの共通市場を推進するという大きな役割を持っている、はい、そして NATO は先ほど、価値の共同体と申し上げましたけど、えー、軍事同盟としての性格が中核、うん、そうすると、経済から軍事の間までいろいろな調整、共同をやりまして、その中で政治を話してきたわけですけれども、はいろいろとこのギャップ が出てきている。 政治だったらウクライナのことを心配してくれ全く心配するわけですけれども、えー、経済を一緒にやるとなるといろいろな条件技術的な要件が関わってきて全く平等というわけにはいかない、はい、すぐに入ってくれというわけにはいかない軍事同盟も同様でそれは政治的には関心を持っている仲間だと言いつつもやっぱりいろいろな細かい技術的なものを見ると明日に入ってくれというわけにはいかないうんその中でこの政治調整をかけていかなければいけない政治的な話し合いをしなければいけない政治的な同盟実 実上の仲間としてのパートナーシップの関係があるというのはどうやって表現したらいいのかという時にうもう新しい枠組みを作ろうかというのはどちらかというと自然な流れかなというふうに思いますね話し合いの受け皿みたいなものをこれで作っていくというイメージ今、世界はあの大きく米中対立の時代に入ったとは言いながらも、はい、ヨーロッパの地域で見るならば。 NATO、EU を中心としたヨーロッパの中核的な部分の求心力がすごいですからもうみんな仲間になりたいわけですね、ロシアとヨーロッパという区分け日本人だと東と西みたいな言い方まだ残してますけど、ええ、まあ要するにロシアがもう端の方で外れていてヨーロッパ全体が全員ロシアを脅威と認識して仲間になるとでこの文脈で言えばもう本当の EU、NATO の加盟国もウクライナも我々の仲間だと考えていると。 いう時代に入ったわけですが条件を見ると<え>まあちょっと多少時間を、ね、かけていただかないと同じ条件で同じメンバーというわけにはいかないと、うん、えいう中でこの政治調整をかけていく必要その枠組みを作っていくということで、うん、ヨーロッパ全体の政治的なあの共通意識を培っていく枠組みとしてこれから、はい、あの大きく育っていく可能性があると思いますねうんこのウクライナに対してのロシアの侵略をこう見ていくと、まあ、この先 出口をどうするっていう話が出てきました、その時にこの政治共同体というも役割を果たす可能性があるわけですか、ねはい、先ほど価値の共同体という言葉も使いました、はい、NATO の軍事同盟の中核に価値部分がある、うん、EU も共通市場、経済問題がすごく重要だと言っても、 結局、そういうドパートナーシップ関係同盟関係を持っているのは価値の共同体としての側面があるからなわけですね。はいえー、ただ、その価値の共同体を本当にストレートに正面からあの表現している組織はどっちなんですかというといやそれはみんなでやっているというところの中で、えー、ウクライナは価値の共同体に入りたくそれみんなからも認められているのに EU にも NATO にも入れていないのは損じゃないかと、うん、おかしいじゃないかといわれれば、まあ、確かにそうなんだけどどうしようかという中でこの政治共同体が価値 の共同体としての側面を政治的な部分で発揮していく、はい、大きな役割を担っていく可能性があると思いますねうん確かにその EU というものもともと EC、EEC というまあ歴史があったわけですがこれが EU になった時に経済が先行していってその政治の部分というのは各国の視点がまだ残っている状態でここが結構こう経済問題を話す時にはあのー 足かせというか、各国の壁みたいなもので、なかなかうまくいかないみたいなことがあって、じゃあ最後は政治が課題だよねってこう言われてきましたけれども、このウクライナにおけるこう危機っていうものが、 結局そういうものも後押ししていくというか、いろんな価値を変えていくところがありますね、はいまあ、ウクライナの場合には、はい、冷戦が終わった後ソ連から飛び出してきたような共和国、ロシアではないけれども、もともとはソ連にいた国という言い方で、中間的な位置づけが与えられていた、これは地、ま、政、あ、学の用語で干渉国家とかですね、はいまあ、バッファーゾーン、中間、まさにあのヨーロッパとロシアの間にあるゾーン地帯であるという認識だったわけですけれども、今回のまあ一連の事態の中で、 少なくともキーウの。 中央政権が担っている部分というのはもう明らかにヨーロッパ側に入ってきたと、はいで、自分たちも入りたいとはっきり表明しているし、ヨーロッパ側もロシアに対抗して、どうぞ我々の仲間になって一緒に頑張ろうという気持ちをしている表明しているわけですね、うん、えそれをなんかこうある種の制度的な枠組みで安定的に運用していきたいというふうにヨーロッパ人とウクライナ人含めてです、ね、考えているのはとても自然なことなので、うん、えこの,あの政治的な 協議の場として、えーえー、これからこの政治共同体になるもの、まあ、これは仮,説仮の言い方ですけれども、はい、これからどんどん育っていく大きな潜在力があるということだと思いますねうんで、まあ、その中でこの、まあ、ヨーロッパのお価値を同じくしている国々の、まあ、総意であるとかと、と、まあ、それが後押しするウクライナと、えー、ロシアの間で、まあこ この先ですけれどもまだ今の状況ですぐにってわけにいかないと思いますが何らか妥協点が見いだせたりとかいうことって、まあ、いろんな指揮者の人たちがそれに対して発言をしてますそれこそこヘンリー・キッシージャーさんとかも発言してますけども下野さん、この先ってどういうふうになる うん、あの岸信翔さん、ちょっとあのお年を相当召されてましてね、非常にはまだあのすごくがんのあることをおっしゃっているんですが、うん、あパッと切り取ると、はいあの、少し誤解というか、単純化されて報道されすぎているところがある、うん、非常に単純化された見方というのは、まあ、正義のウクライナと、はい、それからなんかロシアにお土産を持ってって、和平合意、停戦したらどうなのかというような見方、はい、あということですけど、実際には。 国際規範全部忘れてとにかく停戦しようというわけにもいかない、うん、他方を正義を追求してもう人類が滅亡してもいいから戦争し続けるというわけにもいかないことは自明ですから、うん、どこかで何らかの枠組みというものを作ってそれを安定させるためにはどうしたらいいのかということをしっかり考えていかなきゃいけない。その時には 正義と言いますか正当性、秩序関連というものを忘れるわけにはいきませんけれども、はい、ロシアが消えるわけじゃないですからロシアを含めた安定的な秩序、均衡性という力の関係はどうなるのかということも当然、相当計算に入れた、えー、秩序感というのを見出していかなければいけない。 これははは簡単単でででなないいすね単純ではない正義か停戦かというような単純な話ではない中で、えー、いろいろな協議の場いろいろな制度、枠組みを柔軟かつ創造的に運用していくという、まあ、しんどいけれども、えー、絶対に必要な作業がこれから待っているということだと思います。う あの篠田さん、ご自身もその平和構築という部分で例えばアフリカであったりとかいろんなところでまさにこの紛争状態にあるところから平和を作り出すっていう,う一連のプロセスをご覧になってきていると思いますけれどもそうするとまだこの今の段階っていうのはウクライナ、ロシアこのロシアの侵略に関してって鳥羽口に立ったぐらいのものもっと手前ぐらい。 ういいそうですね、これからもう何十年と続くような、そ、えーまあそのプロセスが待っていることは、まあていうか、そもそも,そも <laughs>、はい、今まで冷戦が終わってから30年間もそのようなプロセスだでありましたし、うん、2014年以降、ずっとウクライナ戦争をやってますので、東部の局地的な、今から思えば局地的な戦争でしたけれども、とにかく戦争してますので、ええ、今までも何年もやってきたし、これからも少なくとも数十年をかけて、平和構築と呼び やむを得ないっていうか必然ですね、うん、えその中で正義か平和かというような単純な問いを繰り返してね、はい、お前は正義派だお前は平和派だとかって言っても生産性がないというかあの百害あって一理なし、うん、キッシンジャーは正当性と均衡をどうやって両方ともうまく取り入れていくのかということを語っているのに、はい、要するに均衡派だとかねあ<ー>はあのそういうような言い方をレベルを払ってロシア派みたいなことをキッシンジャーみたいな人に言うのは間違いだし えー、あるいはそういうことを言って物事を単純化して先導的な言説に走らせている人に騙されてはいけない、はい、もう正,正義、平和、正当性、均衡こういったものを全部総合的に考えて何十年もかけて秩序を作っていかなければいけないという作業があることはもう必然的なので <laughs> そこから目を背けてどっち派だみたいなことを言い続けてもまあしょうがないんですけれどもまあちょっと煽っているような方もいらっしゃるんでね。 そこはまあ引き続き気をつけていかないといけないキッシンジャーの言ってることなんどもそういうふうに頑竹のあるものとしてきちんと受け止めていかなければいけないかなというふうに私は思ってますけどねいやもそうお話を伺うとなんというか平和を構築しようとして現場でこう汗をかく人たちってある意味両方から攻撃されるようなこうポジションにいざるを得ない まあそうでしょうね。うね現場の方というのは、現場であ、えー、あの、ああ、やっぱり仕事ができた、目に見えたせ、せあの、違い、成果が出たという。 そういう喜びと、うん、やっぱり大きなところに手が届かない歯がゆさあるいはどうしても反対側からの人に攻撃される、はい、両方からあの何か誤解を受けるみたいなそういうジレンマというのは常に感じていらっしゃって、まあ、私は学者ですから、うん、両方の意見を聞いてバランスを取ったりとか大きな話をして実務家の方の見解なども伝えるような作業をしたいと思いますけどもね、うん、実務家の方にはあのよろ特有の喜びと大変さがあるんでねん <laughs> そこはなんかあの学者としてもすごくあの尊敬したいところと。 まあ大変だなと思ってね、うん、見守っているところといろいろありますけれどもね、うんえー、あと、欧州で言えばボスニアとかコソボとか、はい、本当に何十年もかけてまだ終わったって言えないような平和構築の現場っていうのがあるんですね、はい、ウクライナの問題も同じようにこれから展開していきますけれどもその中でいいこともいっぱい起こってくると思いますので、ねうん、何十年もかかるっていうことは大変なんだけどもいいことも起こってくるとうう捉えて、えー、我々も、えー、長期的な視野に立って支援していくことが大切と思います。うん えー、ヨーロッパの、まあ、新たな連合をヨーロッパ政治共同体のお話いいから平和構築というところもお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホーームページご覧くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました リーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください さて2022年も今日で半分折り返しですねこちらの方の2022年上半期どうだったでしょうか映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますことぶきさん2022年上半期終えるにあたってどんなお気持ちですか、はい、いやまずね もうそんな時期ってことですよ、ね、ですすよよねね上半期を振り返るってもう半年以上経ったってことじゃないですか半分なんですよいやいやいやちょっと早いなっていうのがやっぱり印象的ですけれども、ええ、あのー、今年の上半期はですね、ええ、まあ個人的にはあのー、コロナに罹患しましてね<ー>人生初の入院だったんですよ。 でちょっときつかったところ、たまたま近くの病院が一室空いて、<ー>でちょっとあの入院させてもらったんですけれども。 本当に医療関係者の方にね手助けしていただいてがやっぱり印象的ですね僕の上半期ねそうですかさてそんな中ですねちょっと前のニュースなんですけどもグルメレビューサイト食べログの5点満点の評価点めぐって不当に下げられ客が激減したとして飲食チェーンが損害賠償を求めた訴訟がありますこれ東京地裁がサイトを運営する価格コムに対し3840万円の賠償を命じたこういうことがあります で、原告は食べ、ね、ログの有料会員でもあります焼肉チェーン店の運営会社でしておととし5月に価格ッコムに対しおよそ6億4000万円の損害賠償を求めて提訴していました。 で訴状によると、価格コム側のアルゴリズム変更、まあ、コンピューターの計算方法の変更で、店の評価が平均3.24から3.09に急落し、食べログ経由の客が月5000人以上減り、売上が月2500万円減少したということなんですね。で今回の判決で、食べログのアルゴリズム変更は、取引上の優越的な地位を利用して、店側に不利益な変更を、 行い独占禁止法に違反したと原告側の主張に沿う判断が下されたということなんですが小峠さんまずはこの判決についてはどう思われますいやちょっと驚きました、ええ、か まあ評価サイトで、まあ、影響を受けることは分かるんですけれども、えー、まあ別にまあ恣意的かどうか分かりませんけどあアルゴリズム変更でね<っ>評価軸がちょっと下がったからといって、はい、お客さんが来なくなった。 じゃあその評価をしているところを訴えるって言ってっで実際にそれがこう、まあ、認められたっていうことですもんね。そうですね。それぐらいむしろ<っ>食べログという、ね、サイト、まあ僕も利用しますから。はい まあ影響力大きいんだなってやっぱ思いますねで今回の判決について元となるデータの死者選択の権限これは運営側すなわち価格コムにあるわけですからこのアルゴリズムが下した結論で客の減った分賠償しろと言われるこの価格コムの方にとってはですね厳しい判決だよねとまあこういう指摘もあるんですよねいや僕も本当にそう思うんですけれども、えー、でもねこのアルゴリズムの,この変更っていうのが、はい、何故に 今回起こったのかっていうことがちょっと、はいまあ、このニュースではわからないっていうことと、うん、逆に言ったらそれぐらいの地位権威みたいなものを まあ価格込む側ですか、えー、まあ要は食べログ側があると、はい、ミシュランとかなんかよくあるじゃないですか一、えー、つ星二つ星みたいな、えー、飲食店にとってはやっぱりミシュラン取るか取らないかって大きな違いじゃないですか、えー、食べログとかももうそのレベルに達してるんだなと思いますけれども損害賠償って言われちゃうと、はい、まあ両者の言い分があるとは思いますけれども、まあ、価格込む側からすると おいおおおいおいいそれはちょっと厳しいぞって思う気持ちは分かりますよね。はいええ、で今回のこの3840万円の賠償命令について原告側は賠償額が低いとして控訴する意向を表明しています。もちろん価格コム側も判決不服として控訴する意向です。ねこれでもことぶきさんのような批評家にもこう耳が痛い話ではあるんじゃないですかどういういことですか 例えばですよ、きさんが低い点数つけた映画、当然観客動員にマイナスの影響を与えてしまいますよね。えちゃん<え>こそこまで影響力ないわけですよそうですかいや、これは別に自虐でもなんでもなくで、ええええ、そこまでのいやでも、あのー、リスナーからはですね、ことぶきさん、辛口だねとか、行、うん、ってみようかなみたいな、<ー>こういう反応ありますよ。 あのー、武器ログがね、とぶきつか司の武器ログ。ログ一応ね、あの点数なんかね、はい、僭越ながら付けさせていただいてるんで、でだからその分こっちもね、はい、なんかその死意的なとかね、ええ、なんかほら個人的にみたいなものって、まあまあもちろん映画の感想批評っていうのは個人的な部分も含まれますけども、ええ でもできる限りこういい部分をね、お伝えしたいなとは思ってますけれども。でもその分のね、損害賠償裁判を配給側もやろうと思えばできるのではなとか思うんですけど。エガちゃん。はい。 そのあたり掘り下げちゃダメでしょうね。あ、そうでしたか。えー、ちょっと今余計なこと言ってますね。あそうでしたか。まあでもさすがにね、ことぶきさんも最近、こう、ある程度は気を使ってか、6点未満の点数ってのは出さないようにされてる感じがするんですよね。これね、<え>あの番組のプロデューサーさんにも言われましたけども、はい<え>。これ大前提考えてほしいのは、はい、おはようテラちゃん側にこの映画見てくれ、そして点数つけてくれじゃないんですよ。はい。 週末に公開される僕が選んだあの作品なんで、ちょっと比較的点数が高くなるのは否めませんよね。だって僕選んでるから、あ,<ー>あの、ムカデ人間みたいなね。かつてはだから0点という厳しい批評もされてましたものね。ありましたそういうの。だから確かマツコデラックスさんに煽られてムカデ人間シリーズには0点という厳しい評価をつけていた記憶ありますよ。 いやだからちょっと違うんですよこれちょっとまあまあちょっとあの余興的なね意味合いもありましたけれどもこれ裁判にかけられてたらどういった判断が下されたんでしょうかねデラちゃん、はい、逆にあの配給会社からね、ええ、喜びのねコメントみたいな頂い,いてますからそうでしたでもね今こうやってムカデ人間のお話されてるってことはですね、うん、そのうちまた0点出してみようかなみたいな気持ちになりませんか ?0 点かどうかわかりませんけども、ええ、ムカデ人間的な作品を伺かがってるところありますよねそうだ さてそんな中今朝ことぶきさんが紹介してくれる映画何でしょう今朝紹介する作品はこれ話題作ですねエルビスという映画ですこれね、ええ、当然リスナーの方ご存知でしょうエルビスプレスリーの物語なわけなんですねエルビスプレスリー当然ご存知じゃないですか知ってますとうでもテラちゃんね、ええ、そのプレスリーの プライベートな部分ってほととんど知らないと思い思ます、ね、確かにそうですね。ええ、ね、有名なね、例えばアーティストだとか、まあバンドとかって、大概そのバックヤードの人生みたいなものも、なんとなく知れ渡るじゃないですか。はい。 にもかかわらずね、エルビス・プレスリーっていう人の人生っていうのはね、本当にベールに包まれたわけなんですよね。うん、で、それを今回、まあまあ、物語化したっていうことなんです。ビートルズだとかね、クイーンなどにも、まあ多くのアーティスト、まあ影響を与えてきたプレスリーはね、世界で最も売れたソロアーティストとして、まあギネス認定をされてるんですよね。うん、であの、プレスリーのね、あの腰を小刻みに揺らしてね、こう、つま先立ちするセクシーなダンスだとかね、 そのパフォーマンスで、えー、まあロックを熱唱するエルビス・プレスリーの姿に、まあ当時のこの女性客を中心とした若者たちが、まあまあ興奮したわけですよね。はいはい、まあオープニングでね、プレスリーの、まあライブシーンから始まるんですけれども、監督がね、バズラーマンという方なんですよ。うん、ムーラン・ルージュだとか、 華麗なるギャッツピーだとかあ<ー>、まあ、いわゆるね、この華やかでね、ゴージャスな世界観を描くことに定評がある方なんです。シャネルの CM の監督もやってました。<ー>とにかくゴージャスな監督なんですけれども、この作品ね、本当にね、このバズ・ラーマン監督と、まあ、エルビス・プレスリーの、まあ、華やかなライブシーン、この組み合わせ、最高でしたね。 エルビス・プレスリー役をですね、まあ、オースティン・バトラーという役者が演じ、まあ、マネージャー役を、まあ、トム・ハンクスが、まあ、まあ、演じてるんですけれども、このね、キャスティングなんですけどもね、まあ、オーディションでね、まあ、エルビス役をね、 まあ、ハリー・スタイルズだとか、アロン・テイラー・ジョンソンだとか、マイルズ・テラーとか、アメリカで生きのいい枠があってみんな受けたんですけれども、<ー>結局、オースティン・バトラーという役者に決まったんですが、この裏事情が面白くてね、デンゼル・ワシントンっていう黒人俳優の方がいらっしゃるじゃないですか。はい、このデンゼル・ワシントンが、実はバズラーマン監督と全く面識がなかったのに、いきなりバズラーマンに電話して、 オースティン・バトラーといういい役者がいますよって伝えたっていうことなんですよ。<ー>ンデンゼル・ワシントンってね、すごくね、ハリウッドでまあ人気のある人望のある役者で、ブラック・パンサーっていう作品でね、チャドイック・ボーズマンという役者さんが主演で、まあ、残念ながらお亡くなりになったんですけども、ブラック・パンサーでまあチャドはものすごく有名になったんですが、若い頃ね、 まあお金があまりなかった時に演技を学ぶための留学費用だとかもデンゼル・ワシントンがこう払ったりとか。<ー>最近で言うとト,あのトップガンのマーベリック、グリーン・パウエルっていう役者が出演してるんですけれども、これもデンゼル・ワシントンの推薦なんて言われてますね。<ー>まあそれ、そういうまあ,まあ裏背景があるんですけれども、実はね、バズ・ラーマン監督が、このーオースティン・バトラーがアンチェンド・メルディーっていう曲を泣きながらこう歌ってるっていうシーンを見た時に、 ちょっとやっぱこの役者気になっていたわけですよ。で、アンチェインドメロディーっていうのは、まあいろいろな歌手がカバーしてるんですけれども、まあエルビス・プレスリーの一つのお箱的な歌なんですね。はい。で、 プラスアルファそのタイミングでデンゼル・ワシントンに推薦を受けたんで、じゃあ会ってみるかっていうことでオーディションを受けて、オースティン・バトラーがエルビス・プレス役をまあまあゲットしたわけなんですけれども、<ー>まああの、アンチェインド・メロディーっていうのはあれですね、ゴーストっていうね、作品で印象的に流れる曲で、実はエルビス・プレスリーが亡くなる6週間前かな。最後のテレビ出演で、このアンチェインド・メロディーをピアノを弾きながら歌うっていうシーンがね、まあ、あるんですよ。 これ実際の話で。だからね、この曲が、まあ、どある場所で流れるんですけれども、いろいろな人がカバーしている曲ですが、僕は最も悲しいアンチェンドメロディーがしてたなっていうふうに。 まあ思います。いろいろな思いが詰め込みすぎてね、これ本当に1時間でも喋りたいぐらいな作品、映画エルビス、ぜひ劇場で体験してみてください。ことぶきさん映画エルビス10点満点中何点限りなく10点に近い9点です。 今朝琴吹さんが紹介してくれました映画エルビスは明日7月1日金曜日公開です。琴吹さん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックアップ琴吹シネマのコーナーでした。ニュースピックアップ。 今朝のこの時間は週刊新潮編集部塩見博氏デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。塩見さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。はい、今週号の週刊新潮、参議院選挙が迫ってきていることもあってかですね、えー、この選挙関連の話題取り上げられています。塩見さんまずはこの選挙関連の記事からご紹介いただけますか。はい。今日あの関東の特集で岸田総理と。 黒田日銀総裁に国民の生活は他人事と題しまして、<えっ S 1> 岸田政権の経済政策の面での,あの、まあ、批判記事をまあ載せています。はい、そして、お笑い参院選という記事で、気になる候補者たちの選挙活動の裏側を。 紹介しております選挙活動の裏側というのも非常に気になりますけれども、はい、やはり岸田総理の経済政策について、これは疑問の声が多いってことですかねそうですね、今回の岸田政権のエネルギー政策については、やはりあのかなり疑問の声が、評論家ですとか、専門家の方から聞こえてきてきいますよね、えー、例えばあの、電力不足が叫ばれる中ですね、はい、まあ政府が秘策としてはあの繰り出してきました。 節電ポイントのあの2000円付与などに関しましてはまあ違反の声しか聞こえてこないというような状況ですよ、ね。これね節電に協力するシステムに参加すると2000円分のポイントがもらえるってものですよね。はい、あちら評判悪いですか。悪いですよね。まずあのあ<ー>そもそもあの令和のこの時代にですねいくらあの電力不足だからといってまあ<え>節電して我慢しろということ自体がまあちょっとあの先進国の政策とは思えないという声が。 多いですよね、はい、節電要請を行う前に、電力の供給体制をまず見直すべきだという声もあのよく耳にしますが、ええ、まあそれ、当然ですよね,まあね、この節電でカバーできる電力の消費量っていうのも限界あるでしょうしね、はい、何しろ、この暑さでエアコン切って節電しろとはとても言えないわけですもんねねそううででですす、ね、政府の言う通りあの節電に勤しんでエアコンを切ってですね。 熱中症でこう病院に運ばれるなんてことになれば、これ、本末転倒なことになりますし、高齢者にとっては今命に関わってくるこの話にもまあなりかねないわけですから、さらにあの電力が不足するということは、経済面とか安全保障においてもこう支障を来す問題になりますので、ええ、まあそれを国民にこう節電を強いることだけで、 ええ、何とかしようとしているところが、こう、そもそも問題なんです。やはり、こう、根本的に電力の供給不足をどうするのか、こう、あの、停止中の火力発電ですとか。 原発を動かかかすすのかとかですね、はいまあ、そこの問題に全く触れずにこう節電だけしてくださいというですね、えーまあ、岸田政権はちょっとこう、しがよすぎるんじゃないかという話だと思いますよ、これは確かにね、これ、節電するかしないかよりも、この電力の供給、どうするかということですもんね。ですよね、はいまあ。その問題も今回の参院選の論点の一つとも言われているんですけども。 気になる参院選の候補者たちの選挙活動の裏側、こちらも塩見さん、ぜひ教えてください、はいはまずあの、大阪で人気のあるあの維新の会ですけれども、はいまあ、実は大阪府知事の,の吉村知事が、ですね<え>これ、各地であの候補者の応援に現れると、これアイドルのコンサートみたいな雰囲気になってるっていうことですかあの何やら追っかけガールズみたいなですね女性たちが現れる現象がこう生じているっていう。 えこれ、吉村知事にですかそうなんです、あの<ー>実際あの、先日もあの川口ですとか、赤羽、はい、それから銀座などあの、候補者の応援に駆けつけたあの吉村知事がマイクを持ちますと、<へ>急にあの女性陣が最前列に乗り出してきたんだそうです、す<ー>そしてスマホを向けて、こう動画をこう撮影し始めまして、ですね、はい、演説が終わるとこう、吉村知事とグータッチして、大喜びしているという、こう愛さまが。 各地で繰り返され。るそうですよ、えーさん。大人気ですね。吉村知事。まあ、あの、この話だけ聞くと、まあ、そう思いますよね。あれ、違うんですか?。いや、あの、一部の若い女性に人気があるというのは事実なんですが。えー、あの、吉村知事の前の、こう、最前線を陣取る女性は。えー 大抵同じ女性たちだそうで、はい、これはあの現場では4人組とも言われているそうですえ4人組ということは、この4人の女性が常に吉村知事の前を陣取っているってことですかそういうことらしいですね、あの<ー>その4人組はあの参院選公示前から吉村知事の遊説する場所に必ず現れて、<ー>ま大阪から来ましたとか、ですね<ー>見えたらピースしてやでとかですね、<ー>そういうことを書いた紙をです、ね、掲げて。 最前列を陣取るという行動を続けてるい,、ね、いや、まさにアイドルの追っかけと同じですね。えー、あのというのも、その4人組の,あの1人に取材をしましたところ、もともとはジャニーズの追っかけをしていたんだそうです。はい、純粋に吉村知事の、まあ、顔が好きなんだそうでって、<ー>これ夜行バスを使って全国行ける範囲で追っかけを続けている。 へえちなみに塩見さん、その女性、おいくつぐらいなんですか21歳の女子学生でということは、一応、選挙権ありますねそうなんですが、その女子学生に選挙の投票先について聞いたところ、えー、意外にですねこの,あの女子学生、選挙については、客観的にこう見ているようでして、えー、吉村さんはかっこいいけど、政策はちょっとと。ほ 私立高校の無償化をアピールしてるけども、実際は所得制限を設けてるじゃないですか、入れるかどうか分からないですよね、えー、と話してましたよね。いや、意外な答えですよね、だってきちんと冷静に政策面分析しているということは、これ、単なる追っかけじゃないってことですかね。まあ、今時の若い女子学生は、みんなしっかりしてるっていうことなんじゃないですかそうですかかかにそう言えるかよくわらないですけどね寺島さんのの周りの女子学生はしっか。りされていないなとい いやいやいや、そういうこと言ってませんよ、だってそもそも女子学生との付き合いないですから。あれ、パパ活みたいなことしてないですよ、私。え、そうでしたっけ私の勘違いですかね、それ。いや、やめてくださいね、そういう嘘つくのは、嘘といえばですね、維新の会から立候補した歌手で俳優の中条きよしさんの嘘という記事ありますよね、これ、どういうことなんですかこれは中条さんが昔歌手として 嘘という歌を歌っていたということでしてですね。清水さん、それはよく分かってますよ。えー、昭和の大ヒット曲ですからね。えー、折れたタバコの吸い殻でです。えー、いやそういうことじゃなくて、えー、中条清さんの嘘について教えてくださいってことなんですよ。中条清さんの嘘という曲は昭和49年にこれリリースされまして150万枚の大ヒットを記録した曲なんですよ、ね。清水さん、私がそういうことを聞いているんじゃなくて分かってますよねもうね。えー あのー、中条きよしさんがついてる嘘のことですよ、ね、いや、そういう記事ですよね、<で>この記事実は中条きよしさん、出馬表明の会見で、ですね維新の身を切る改革に共感したと、まあ、維新の会から立候補に至った理由を説明しているんですけれども、<え>実はそれ自体が嘘でして、本当は自民党から出馬したかった。 そうだったんですか、はい、中条清さんはもともと政治家になりたくてこうしょうがなかった人でして、<う>今年の2月ぐらいにです、ね、元内閣府副大臣を務めた松本文明前衆議院議員、<え>これ、自民党ですけれども、はい、この人にあの直接相談を持ちかけていたってうこ<う>、えー、中条さんが松本前議員に相談したところ、 自民党のこの比例は七十歳が定年ということを告げられてしまいまして、ええ、まあそこではあのぐだぐだになってしまいましてですね、<ー>え松本さんとの話は取り切りになってしまったということだと思うんですけ、ね、ど。清さ,中条清さん、とおいくつでしたっけ？今七十六歳です。ああ、それで自民党はダメで維新に駆け込んだってことですか？まあそういうことらしいですね。えー、あの松本前議員と会った二ヶ月後には維新からの出馬を。 証明したというので<え>この話を中条さんの秘書に確認してみたら、ですね、はい、松本前議員に会ったのは、去年のことだから関係ありませんと<ー>まあ言ってたんですが、これあの、松本前議員に確認しますと、まあ、去年じゃないと言われたので、<え>そこでこう再度あの、中条さんに直撃しましたところ、あっさり秘書が間違えたと、嘘であったことを認めてました。ね さすがう嘘という曲をヒットさせただけあって嘘には敏感な対応ですした塩さん、ね、言い過ぎじゃないですかそうですかはいあとですね<っ>あの中条きよさんといえば寺島さんもご豪遊のある後藤組組長のお誕生日パーティーに出席した過去塩見さん塩見<は>さん今後そちらのの方面での 嘘が表に出てこなけければいいんですけどね私はですね、そういった方と交流あるみたいな嘘もやめてくださいよ。そうですか、はい、あ,あとですね、ねあの藤井聡太さんがパワハラ被害に遭っているという、えそれ嘘じゃないですよね。はいこれは本当の話ですが、お<ー>小学校1年生の頃から実力は群を抜いていたこの藤井聡太さんですけれども、はいええ、先日、3月の大会に出場できないというこの。 事態が起きてておりまして、はい、今、豊島九段と王位戦、戦ってませんでした王位戦というのは、ね、将棋のことですよね、<っ>私が話をしているのは、<っ>将棋の藤井聡太さんの話ではなくて、競技ダンスの藤井聡太さんの 話なんです <laughs> しおみさんすいません、はい、競技ダンスの藤井聡太選手ですって言われても、大体の方は分からないと思いますすそうですか、ええ、競技ダンスの世界で藤井聡太といえば、あの作るという字にですね、<え>太いという字の聡太なんですよね、<う>知らないですか、はい、はあの三笠の宮、はい、全日本ダンススポーツ選手権で4連覇している天才ダンサーなんです。 そうなんですかこ、えー、<え>のダンスの藤井聡太選手が、はい、実はアマチュアにもかかわらず、ですね<う>ダンススクールから報酬をもらっていたということで、まあ今年の3月の大会に出られなくなったという話なんですけど、ね、<う>しかもこの藤井聡太選手ですね、芸能界で除血として知られております、稲川素子事務所代表の稲川素子さんにあの可愛がられていたんですけれども。 その稲川さんが代表理事を務める団体とは別の団体の大会に出場してしまったことで、稲川さんが激怒して、まあ、それで嫌がらせのように、報酬問題が持ち出されたというふうに言われています。あと、藤井聡太選手が稲川元子事務所とは別のマネージメント会社に所属したことにも、稲川さんがまあ不快感を示しているそうです。し、はい。 ダンスの藤井聡太選手の騒動ってそれほどリスナーも関心がないと言いますかですね。そうですか。えー、今大井戦戦っている藤井聡太五冠の方の記事あるんだったらぜひ教えてください。長技の藤井聡太さんについての記事はまあ、え<っ>ちょっと今週号にはないんですけどね。引っぱりですね。ず、はいぶんそうですか。はいはい、ええこちらの記事気になる方ぜひ週刊新潮お読みになってください。週刊新潮塩見弘志デスクでした。塩見さんありがとうございました。ありがとうございました。 この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます村井さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします村井さんが担当する電子版一日早く記事読むことができるんですよね はい、雑誌発売。木曜日の前日の水曜日正午には、全ての記事出ておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、さそれでは、今朝、まずこちらからです。参院選八つの爆弾。来月十日に投開票が行われる参議院選挙。全国で選挙戦行われていますが、記事は八つの爆弾です、まあ。様々な話題が掲載されています、まあ。その中からですね、いくつかご紹介いただきます。 村井さんまずは松山千春応援に公職選挙法違反疑惑というのがありますがこちらを教えてくださいはいこちらですね、えー、今回の選挙戦にですね歌手のですね松山千春さんが、まあ、コンサートツアーのさらかなかだったんですけれども<え>あるあの議員のです、ね、応援に駆けつけたんですね。はい でこの松山千春さん自身が、もう弟のような存在というふうに語っているのが、自民党の新人でタレントの松山三四郎さんなんですね、はい、でこの方、長野の選挙区から出馬をしています<っ>であの、東京ではそんなに知名度はないんですけれども、長野県ではです、ね、圧倒的な知名度を図るローカルタレントでして、え<っ>で奥様はです、ね、女優の網浜直子さんという方なんですね。はーはーはい で実はこの方の応援に松山千春さんいらっしゃったんですけれども、<っ>その応援演説で,です、ね、松山千春さんがあの代表曲の大空と大地の中での一節をです、ねまあ、40秒ほどあの歌われたんで、すね、はい、聴衆もです、ね、ちょっとびっくりして、まあ、口ずさんでちょっとした合唱みたいな感じになりましてです、ね、あまあこの時の様子は電子版で動画があるので、ぜひ見ていただければと思うんですが、<っ>実はこの松山千春さんの行為が問題だという話なんですねいけないんですね。 はいそうなんですね、うん、で松山さんは、まあ、プロの歌手でいらっしゃいますけどね、はいでまあ、プロの歌っていうのは、本来お金を払って聴くものだと、はあまあ、そのお金を払って聴くプロの歌を、候補者を当選させる目的で有権者にサービスとしてただで歌うというのは、これは公職選挙法違反になる恐れがあるということなんですね。そういうい法律なんですか はいこの買収および利害誘導罪というものにまあ該当の恐それがあるとであの、千春さんはですね、はい、このあと、松本駅でも同じようなことをまあして、ですねまたこの大沢の大臣の中で歌われたんですけれども、これ、2回同じようなことをやっているので、その立候補者との凶暴性も生じる可能性があるということで、ちょっとここにはあのかなりあの危うい行為だなということを指摘した気です、ねね、これ、村井さん、例えば5秒でもやっぱり引っかかるものは引っかかるんですかね。 ね、なん,か多分なんかプロの歌として提供しているというふうに見られれば引っかかる可能性がある、はあ、ということなんですね。ううすね今、村井さんおっしゃったみたいに有権者にサービスでただとして歌うと引っかかるんですもんね。そそうです、ねえー、そうでですすねかこういうことがありましたね。はい、さあ、続いてはですね維新・中条きよしに暴力団と親密交際を聞くとという記事です。聞きましたか村井さん はいこれもですね、<っ>あの週刊文春が本人に取材をしたんですけれども、はい、まず今回あの、歌手の中条きよしさんは、維新から出馬をしています、<っ>で中条さんというと、ですね、まあ、過去にですね暴力団の組長の誕生日を祝うゴルフ本編に出席したということで、NHK を出禁になったということもありました。はい で実はちょっといろいろ調べていくと、この中条さんは、こういう危うい人脈っていうの結構他にもあって、ですねえ<っ>例えばその事業実態がない会社の社債を無届けで不特定多数に発行していて、<っ>大阪府警に金融商品取引法違反や、まあ、詐欺の容疑で逮捕された人物とも親しく。 交際をしていたりとか、はい、まあそういったところがちょっとちょこちょこ探見されるので、このあたりの黒い交際について、ご本人に週刊文春記者に聞いたところ、はい、あの暴力団のゴルフコンペについては、分からないで言ったら、まあ、たまたまそこがそうだったという説明をされてまして、えー、あとまあその詐欺容疑で逮捕された人については、あの知ってるけど、深いいいいお付き合いはななみたいなことを言ってましたのすか。はだからちょっとあの、政治家になるというところでは、ややちょっとネックになる部分なのかなという気もしますね。えーはい さ続いてはこちらです真子さんと連名でお詫びギフト小室圭さんに迫る10月危機真子さんと出会って11年目の夏来月下旬に3回目の司法試験に挑む小室圭さんです村井さんその彼の前に立ちはだかるのが衝撃の数字ということですねはい あの小村さん、ですね国際弁護士の資格を目指して、えーまあ、まさに今手、入力しゅ司法試験に向けてです、ね、でもう勉強してるという感じですけれども、えー、もうこの間落ちたのが2月だったんですが、えー、まあ来月の26、27日、小室さんにとっては3回目の試験がもうあるんですね、はい、もうかなり迫っていますすあ,あっという間ですね2回目の試験は、ですねご本人が周囲ああ、まあ、に行ってるところによると、なんと5点足りなかったから、えーまあ、受からなかったということで、えー、まあ非常に惜しかったという見方もあるんですけれども。は ただ、ですねこの3回目の試験というものが持つ意味は非常に大きいというふうに言われてるんですね,ね3回目の試験、えこれ、どういう意味があるんでしょうはい3度目の挑戦で合格した他の弁護士に今回、話を聞いてみたんですけれども、ええ、あのこの方はですね1度目の試験に落ちた時点で、2度目ではなくて、ですねもう3度目の試験を標準に定めて、勉強していたというふうに言ってたんですね。こ、ええ、これは月月試験と2月試験験ととという、まあ、ちょっとあの時期ののもあるので た月に合わせているということなんですけれども、はい、つまりそういう人が結構多いわけなんですよね、はい、それを考えると、まあ、ちょっとかなりハードルは高いといえそうな感じです。 でアメリカの法律家の文章というのは非常に独特で,です、ね、まあ、たくさん問題を解いて慣れる必要があるんですけれども、うん、まあ本来は7月に落ちて1年かけた次の7月に、まあ、あの時間をかけて勉強することによって、レベルアップができて受かるみたいなことができるそうなんですけれども、うん、まあ果たして小室さんがそこにこう勉強がです、ね、あの追いついているのかというところは一つポイントかなと思いますね。 で3回目の試験の合格率っていうのは際、事実上18%とも言われてまして、<ー>まあこれ、は結構な難関なんですね、えーでまあ、10月下旬にです、ね、合否が出るので、はい、まあここで何としてでも小室さんとして受かりたいんではないかなという感じですよね、えー、不合格だったら、眞子さんとの生活ってのはどうなるんでしょうね。 はい、もう本当にまさにここが生命線かなというところでして、ええ、まあ現在、小室さん、ですね弁護士になることを前提として、まあ、弁護士事務所に勤めてるんですけれども、ええ、まあ大体年収でいうと2000万円ぐらいの給料をもらっているそうなんですね今、ですね今現在ですね、はいええ、ただ、ですね、まあ、これ、もちろん弁護士になること前提の給料なので、はい、まあ多くの関係者に聞いても、やっぱり3回目に落ちてしまった普通は解雇されてしまうと。は,はい でまあ、そもそも日本と違ってアメリカはです、ねまあ、随意雇用といってです、ね、雇用契約がいつでも解除できるのがまあほとんどなので、ね、まあ小室さんも場合によってはその落ちてしまったらです、ね、あの職を失う可能性もなくはないかなというとところですねあ、まあ、となればです、ね、3度目の試験も何としてでも合格という、ね、この気持ち強いかと思うんですが、はい、一方でこの眞子さんと連名で出したお詫びギフトというのはこれは何なんでしょう。 はいあのこれはですね、えっと、昨年10月の結婚会見をちょっと思い出していただくと、眞子、はいま、さんがですねその励まし、応援してくださった方々の存在っていうのを結構口にされていたんですね、<え>まあ、この方々っていうのは、あのまあ、渋谷にあの一時期日本で住んでた時があったと思うんですけど、まあ、その時もですね呼んで、ホームパーティーをするぐらい仲いいあの友人たちなんですけど、はい、実は2人はですねその友人たちにあのニューヨークからですねおはびのギフトを送ってたと。はい でまあその本当にいろいろですねまあ騒動がまあメディアも含めてあの起きてしまっていろいろと迷惑をかけたからという意味でそのプレゼントをクってたというのを<え>今回です、ね、ニューヨークにいるあの夫妻のですね知人がまあ明かしてくれた、はい、あのエピソードですねそうですか物は何だったんでしょうねょ気ね,ね気になるところでありますねはい、はい、さあ続いてはですね真剣からこちらの話社員に侮辱症状連発橋本ホーム二代目社長の招待 橋本ホーム東北地区で3本の指に入る売上高上位のハウスメーカーですで去年8月期の売上高およそ103億円健全で明るい企業を経営ビジョンに掲げているということなんですが村井さんその会社で何が起きたんでしょう これあのちょっと前に、ですね新聞でも報じられて、話題になったのを記録されている方もいるかもしれないんですけれども、あの青森の,です、ねそのまあ、橋本ホームという、まあ、ハウスメーカーで、40代の男性社員が、まあ、自殺をしてしまったと、はい、でその遺品から、まあ、信じられないようなバリゾ法が書か,かれた子どもじみた症状が出てきて、ええまあ、これをその渡していた会社というのはちょっとあのネット上でもですねあの話題になったんですけど<え>、まあ、これがこの橋本ホームという会社なんですね。はい でこの亡くなられた A さんなんですけれども、まあ、2018年の新年会の余興で、ですねその今まで大した成績を残さず、ああって感じでっていうふうに書かれたあの表彰状ならる症状、まあ、つまりです、これ、病気の症状を同じ感じの症状のですね、<う>まあだからあの置き換えて、そういった悪手酒ですよね、えー、これを手渡されて。 で結局、自殺に追い込まれてしまったということなんですけれども、この文面を考えたというのが、その上司の男性課長でして、ええ、まあこの課長からは、この A さんはです、ね、まあ、常日頃、お前バカかといったですね、まあ、メールもまあ送られていたりしたそうなんですね、はあ、どうしてこういうことが行われてるんでしょうか、はい、これ、ですね調べると、ですね新年会にまあこうした内容記載された表彰状を模したものを配られるというあの行事は、ですねなんと10年前からうやってたと、ね、10年前ですか。はい、まあつまり こんな馬鹿げたことをです、ね、ずっとかやっていたということなんです、ねえーはい。そもそもこれを発案したのが、先ほどあの述べた男性の課長でして、この方は支、ねまあ、店長よりも年上で、成績もまあ会社ではトップクラスの,、まあその社員としては優秀な方らしいんですよね、えーでまあ、社長のです、ね、橋本義則さんもです、ね、まあ、この人のことをすごく評価をしていたらしいんです。 はい、ただ、一方でまあこういうこともしていたということがありまして、ええ、まあ今回の件についてです、ね、亡くなった A さんのご遺族はです、ね、まあ、8000万円のです、ね、損害賠償を求めて提訴されてまして、ええ、まあこれについてもです、ね、社長は当初、表彰の一環だみたいな、そのちょっと信じられない弁明をしていました。ええ さらにです、ねまあ、社長はその社員にズームで,です、ね、このことは外部での情報を漏らさないようにみたいな口止めも指示していたということでして、あええ、まあなかなかちょっと信じられないことが続いている会社だなという印象を受けます木さん、これ、事実関係、どううなんでしょうね、はい、今回、橋本社長にあの週刊文春会社を通じて事実関係を求めたんですけれども、はい、社内での聞き取り調査を実施しましたが、業務と自殺の相関性はないと判断しておりましたというふうに。 答えたんですねこれ、あんなものが出てきたにもかかわらず、まい、あ、まだにこんなことを言っているということで、ちょっと驚きなんですけれども、うん、まあ中田た A さんはですねその新年会の翌月にもう重度の病を発症していますので、はい、まあにもかかわらず、このように開き直ってるっていうのは、ちょっと会社の良識を疑うなというところはありますよね。はい 詳しいことはですね今日発売の雑誌週刊文春または1日早く読める週刊文春電子版ぜひお読みになってください今朝この時間は週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました村井さんありがとうございましたありがとうございました今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします 今日でちょうど2022年今年も半分なん、ね。ああそうですね。本当、ね、ですね。えか日、うん、えー。ロシア首ええ富美月7月になります。はいはい、ここまでの半分。富士さん、うん、今年はいかがですか。やひどい半年でしたね。もう日本の長らくの。 上落してるんですけど、えー、あの物理学っていう加速度っていうね、はい、えありますけども加速度が増しましたよね微分が加速してものすごい勢いで、えー、ものすごい勢いで日本は上落してますよね、はい、コロナ &GPT。 円安、円高、何もしない、それだけ対応しないということで、さらにそれが加速するっていうね、記録に残る最悪の半年じゃないですか7月10日、来月の10日には、参議院選挙の投開票がありますねコロナで自粛させられてね、国民はもう、なんかダメになるのをもう許してしまってるんですよね。 だからこの記録に残る最悪のこの半年についてもいわばね、不干渉になっててね、国民、うんええ、はもうなんかね、これ、政治の責任なのに、はい、もうなんか政治の責任じゃなくて、なんか江戸時代の頃の農民の飢饉を受けた農民みたいなね、はあ、最近、飢饉がもう日照りが続いて、しょうがねえだ、はあ、おかが悪いってわけでもねえながみたいな。でも飢饉は そうかもしれませんけど、ええ、これ、減税したり、ね、したら、いいこといっぱいあるわけですよ、ええ、その5類に落としたりとか、感染症があったりとか、はいうん、だから、普通の G7 の諸外国と同じ真似を首相官邸がやればね、はい、この日照り状況、基金状況っていうのは、大幅に緩和して成長に転ずることができるんですけど、それをやっていないということに、ええ 気いいてないんですよ、うんええ、だって岸田現象は自然現象じゃないですからねまあまあほとんど僕らにとっては岸田現象って自然現象見えますけどねなんかこう何も考えないとふら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 っとしてはる人がリーダーになるはったっていう。 まあ、しょうがねえなうちのリーダーあれだからって、そうなことはないが、そうなことはないかどんなもん、お前、政治で帰れるよなお前って、でもね、本当ね、日照りが続いてるようにね、岸田文雄という現象をね、国民は見てしまってる、これがね、最大の危機の正体だと僕は思いますね。政治を忘れたんです 歌を忘れたカナリアのように政治を忘れた民主主義国家民主主義国民それが日本なんですよね未来はないでもその岸田総理はほら NATO に行ったとかね T セブから NATO のね首脳会談に会合に行きましたロシア敵国認定をねしましたでどこに行って敵ですよとま日本を高らかに歌い上げたわけですね敵 NATO に入ってない国の方が多いんですからねそんなものはそうですねだって三十カ国でこれでプラスで スウェーデンとかフィンランドが入るということですもんね、運びが。世界の15%ですよね、15%の国々と敵になって、ロシアは敵だというふうに言って、そしたらロシアも敵です、たち敵ですとなるわけですよね。まあ、滅多のことはないと思いますが、核戦争がね、拡大していった時には敵国に打ち込み出すわけですから、これで核ミサイルが撃ち込まれる可能性というものが、 回も、まあ、あともと、はいまあ、低いものだと思いますけども、でもそれは、うずって言ってるんだから、ここはね。えーはい、それは想定されている、うん、想定内の現象ですから。えー まあそのあたりはもう腹をくくるしかないってことなんですか。うんうん、く,くくりたくないですよね。そうですね。なんで俺くく<も>らないそんなもん前ってえっなりますよね。はい。うん、さてあの世の中はですね今このね自然現象からすると暑いんですよ。連日その東京だった暑いですし各地次々と梅雨明けしておりまして日本列島はですね6月とは思えない厳しい暑さ続いてます。そんな中昨日午後2時7分に発生 福島県郡山市停電があったんですけれども午後3時12分にすべて復旧しましたで停電の原因です 変電所内に侵入したヘビで電気施設に接触したとみられますヘビ丸焼け丸焦げの状態だったと言います最大で一時およそ9 8八百個が停電周辺の信号機などにも影響が出たと言いますいやーこれ藤井さんヘビが原因で停電なんですね、うん、やっぱりねたまにありますけどねそうですね,ね<ー>うこうういのも対策してるはずなんですけどね、はい、まあどうしても入ってきてしまうことがあるんですねそうなんですね、うん、さて猛暑が 止まらない中ですね。え、二十五日、六月としては国内では史上初の。四十度超え、四十点二度を観測した。群馬県南部の伊勢崎市、昨日も四十度を記録しました。え、東京都心は三十五点四度、五日連続の猛暑日となりました。この暑さと晴天はですね、九月頃まで長期化するという見方がありまして。世界的に異常気象をもたらします。ラニーニャ現象、まあ、これが一因だと言います。 ラニーニャってペルー沖の海水温が低くてその先のフィリピンのあたりこの海水温が高くなってとなるとここで上昇気流が生じて台風とか生まれやすくなってその風が日本のこうに流れ込んでくるみたいなねそういうことがよく言われてますけどもししか暑いですね6月ですよ。はい 考えられないですねこれですから、まだ今は気が張っててね気をつけなきゃなんて思ってますけどうん、うん、だんだん体力も失われてきて、うん、そしてまあ熱中症によってですね倒れる方が何か特にご高齢中心にですねうん、うん、増えてきやしないかな、ね、いやもう増えますよ。よよ確実ですこれはもうね、えー 気をつけていただかないと、皆さんね。となると、今度はこの救急の方もですね、そうなります負担が大変なことになってくるわけですよね、救急搬送なんていうんだって、キャパがある程度あればいいですけれども、それが埋まってきた時には、そうですねね救急の場合はまさに例のコロナの時と一緒でね、病床逼迫みたいな感じになりはしないかなんて心配もありますし、救急の要領の方がしんどいでしょうね。 どこのベッドでも一応使える、ね、そうかそうか。り、ねえー、ますからね救急病床病床は化がなくなるかもしれないですけどね,そですね一時的には、うんうん、となれば我々やはり改めて自分で何とか熱中症にならないようにするというのが大事でででも電気代高なってるからみんな。辛抱しがちですからね、えー、っていうか政府は辛抱しましょうって言ってるんですからね、はい、だから熱中症になるかもしれないけどそれは知らないピョンって言ってるわけですからね <laughs> で一応前振りがあってエアコンはあの 適時つけましょうでも節電、ご協力くださいっていう電気料金ですけれども、8月分、これ、東京電力ですけれども、7月に比べると、使用料の平均的過程っていう、そのね、はありますけれども、これ、比べると247円上がって、9118円、8月の東京電力の電気料金が、平均的な価格が、こういうふうに言われてますからね。 うん、そうです変ですす大変となると、これね、だって、いや、電気料金、こんな高くなっちゃったら、ちょっとは節約しなきゃ、うん、節電しなきゃって思って、うん、先ほど藤井さんおっしゃったみたいに、気がついたら、なんか体の動きが鈍くなってましたみたいなのは避けなきゃいけないんです,ですよ、本当にそうですよ、熱中症ってね、ええ、そうなるんですよ。<え>びっくりしますよ、僕も一回、熱中症チックになったことがあってね。ええ 暑い日にね、自転車でうらうらしてたらね、大学行くのに。<い>あと、はい、まあ、大学まで十五分ぐらいなんですよ。うらうらしてたらね、はい、何個か具合悪いなと思ったら。これ<い>熱中症や、きっととか思ってね。<い>うん、あれ、なんとも言えなくね、<い>頭がなんかおかしくなるんですよね。なんかドワーンとしてくるて。ドワーンとしてくるんですよね。う<い>んと、本当。 こうやって熱中症何にあってね思いましたですね。えー、そうですか。うん、だからね、この元気な人ですらま性病呼吸とか起こるとなるわけですから気をつけなきゃいけません。うん、はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク j o q r ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。 文化放送ゃ。おはようテラちゃん。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップこちら。日経新聞。電力融通西から東に制約。 経産省は東京電力ホールディングス管内で電力需給の逼迫注意報を今日も継続します。ここ数日余裕がある関西方面から首都圏へ電力を最大限融通してきましたが引き続き節電を求める状況です。 送電できる容量がが小さいこのの制約が逼迫の上位一因になって実は2011年の東日本大震災の後にですね指摘された東西を結ぶ送電線のこの脆弱さ依然解消されていないということなんですが今回のこの需給逼迫夏本番に備えて点検中の発電所が多く供給力が不十分なところに歴史的な猛暑によるこの需要の拡大が重なったことで起きました。 えここ数年、電力需要が10年に一度の厳しい気象条件、これを前提にした場合の予測を超える日も出ていまして、うん、連携線のさらなる増強に向けた検討、これが急務となります。いや、この昔から言われていましたこの関西とこのね関東というここの融通があまりにも少ないだろうということなんですね。うん、すまあ、ご案内の通りね、え,ー、えっと関西と関東で周波数が 違いますから、送電線を通せばそれで、融通できるというものではなくてですね、はい、変電施設を作らないといけないんですね。はい、で、これね、変電施設っていうのがものすごい。 高うんだからね、えー、これ国策でで本当進めるべきなんですよね。2011年の東日本大震災の後とにほかの列島強靭化10年計画っていうのをね立てて21年に終わってるべきだったんですけど、はい、まあ、えーあのー、目標はスーパーも達成して できててなくむしろデフレが悪化してますから悪化してるぐらいなんですけど強靭性あるいは脆弱性というものが加速しているようなところなんですけどとにかくそ列島強靭化10年計画の重要な政策項目の一つとして変電施設の容量拡大という今ここで言ってる議論というのをやろう言ってたんですけど全く進んでいもう 一えにね、うん、こういう施設っていうのは、これ、あの、本来は、あの、国が全て直轄でね、はい、やっていいんですよ。はい、やっていいんですけど、えー、もう財務省が1円も金出さんぞという体制ですから、<ー>日本の場合はガスに関しても1円も出さんと。はい、電力に関しても1円も出さんと。うん おでそんな状況ではねで、誰がどうやってお金出して、これ作んねんっていう話で、電力自由化してるでしょ、えーね、自由化してるのに、これ、東電と関電とかね、はいで、そんなところが連携して、お金出してやりましょうかというわけにはまあいかないわけですよ。えーは うん、<ー>これも国費を出すべきなんですけど出さない、ね、だって、ライフラインですよ、ね生命線なわけですから、われわれのね、そ,うん、それは政府がやったっていいような気がするんですけどもね政府がやってることといえば、くだらない自由化をね、進めて競争して、ますますこういう投資を縮小させて、はい、しまっているだけなんですよね。<ー>うんまあ、本当の政府は 強靭化ななんてて何も考えてない、えーまあ、今、その電力の自由化というお話出ましたがこれがあ,、まあ、あるからあの全部が悪いとは言いませんだけれどもこれで火力発電所の老朽化のところがメンテナンスがお断ったとかですね、うん、うですもうやめちゃおうかみたいなことになってるわけですよねす、うん。やめてるところ増えてるわけですから日本の国を潰したいと思ってるかのような、えー、エネルギー行政を進めてるのが今の日本政府ですね。はい、愚か極まりない続い続てはこちら 日経新聞、北欧二国加盟来年までに。 NATO 北大西洋条約機構、昨日マドリードで開いた首脳会議で北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟を認めることで合意しました2023年までに加盟が実現する可能性があるということですヨーロッパの防衛能力が向上して財政面の,この貢献も期待できる一方でロシアとの干渉地帯がなくなって短期的には緊張が高まる懸念もあると、まあ、こういうことも言われてね。ますね。 あのフィンランドとスウェーデンにしてみたらねウクライナを見てあんなもん攻められたらかな、ま、と、はい、あそう思ってですね、えーまあ、特にフィンランドの方ですよね、はい、かなりの国境線を共有していますから、えーはい、あこれはもうずっと入らないという戦略を取っている方が安全保障上有効だろうと思っていたわけですけど、えー、もうあのウクライナを見ているともう来るかもしれんということで入っておいたら。あのー 入ることに成功すればロシアが来る確率は減りますから、はい、うフィンランドに行っちゃったら、えー、あのウクライナのように見捨てられますから、えー、NATO に、はい、NATO は入ってなかった、えー、でも入ってたら、ま、NATO もいやいやロシアとの、ま、世界戦争に参加しないといけなくなってきますからあ、えーまあ、そうしたいというのがフィンランドと、うん、スウェーデンの,の選択だったんですね。時時刻6時19分です 「おそー、おはよう、寺ちゃん」時刻６時３１分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。 大手電力10社は8月の電気料金を発表しました平均的な家庭の料金は東京電力が9,118円となり1年前と比べるとおよそ3割値上がりしますロシアのウクライナ侵攻に伴って液化天然ガスや石炭など火力発電の燃料費の高騰これが続いていることが影響しているといいます 東京電力、7月よりも247円高い9118円、中部電力は231円高い8747円でいずれも12か月連続の値上げです。 北海道電力は九十九円高い八千八百六十二円で十七ヶ月連続の値上げとなります。え東京電力の電気料金一年前に比べおよそ三割に当たります二千百五十八円上昇しているということですが、富士山これ家計の負担は増しているということですね。本当本来は政府がですね、はい、こういったエネルギー価格も非常事態ですから、えー、あのこの分の値上げ料金分を。 全部政府が肩代わりすればいいんですよもまあそういう補助金とか全くないですから、えー、でこれ家計もそうなんですけどなか、えー、ね法人はつらいですよ。法人ですか京都大学でもね毎年毎年出費があるじゃないですか、えー、で電気料金の、ね、値上げっていうのは本当にきついんですよやっぱりね大学ってものすごいエネルギー使いますから、えー、あの実験をやったりだとか、えーまあ、エアコンとかももちろんあるんですけども。えー だからねもうやいやいやいや節電しろ節電しろってずーっと言われてるんですけど、はい、散歳今まで臓器に絞る切ってるような状況でここからさ節、ね、電したらねまともな実験とかできなくなったりするわけですよ<ー>同じことが多分多分というかね全国の、まあ、法人さん皆さん当てはまるはずで。はい 家計もしんどいですけど経済的な打撃もり知れないですね確かにだって家庭の日じゃないですものね、この法人、企業が使ってる電気の量って言えば、エアー数も違えばエアコンの数だって違うし今、藤井さんおっしゃったみたいに実験施設なんかがあればものすごく電気は食うわけでもう頭抱えてるという状態ですねねこれはは電気料金のの値上げうね。 すさまじい影響があるんですよ。だから、ね、あの消費税増税がね、はい、ものすごく大きな破壊的インパクトを経済に与えるじゃないですか。はい、まあそれと同じような。うん インパクトをね、えー、この電気代の値上げがいうもたらすんですよね,ですね、えー、でこの値上げ燃料費の上昇分を料金に上乗せできる燃料費調整制度これを反映したものですまあ、ただウクライナ危機に伴って足元の燃料費が急騰していて値上げ可能な上限に達する電力会社が相次いでいます、えー、上限に達した者は経産省に申請しなければ燃料費の上昇分を転嫁できませんまあ、いな今のところ申請の 動きはないようですが、原油など輸入物価の上昇につながるこの円安傾向、これも加わって電気料金この秋以降もですね高止まりする可能性が高いと見てるということですね。これね、あの電気料金の値上げができなかったら、えー、こんなの電気会社が進んなるのか、ね、電力会社が。だ、えー、から要するにね、あのー、輸入価格が上がってるわけじゃないですか。はい、だから外人さんがすごく石油とか、えー ガスの輸出の人が儲かってて、はい、えそこの幸せが政府か電力会社か一般市民で,、はい、で政府だけやらないでお前らやっとけお前らやっとけ,とけみたいなそれはおかしいと思う、うん、最悪でですすねね<ー>、うん、国民のいじめまた後ほどお話を伺います。<music>

られていて、救急車が足りず、救急患者らの搬送が困難になることも懸念されます。熱中症の予防対策改めて欠かせません。東京消防庁によると、管内では熱中症の疑いがあるとして、先週土曜日から昨日午後3時までに、およそ760人が救急搬送されています。東京消防庁の救急車の出場率、今週月曜日のお昼前に95%を超え、すぐに出動 動できる救急車の台数これが限られた状態となり非常時の30台を追加した全部で305台を運用しています臨時の体制敷くのはコロナのオミクロン型まあ、これがですね流行した第6波の2月末以来です危険な暑さが続いています えー、あの症状としてはこの例えばめまいとか吐き気だとか、うん、頭痛だとか、うん、いろんな症状がありますよね,すね気がついたら体が動かなくなっていたですとか、うんまあ、いろいろあるわけなんですが昨日熱中症で都内で、えー、都内のうだけで、えー、午後3時時点ですが83人、えーうん、というふうにも、ねうんえー、言われておりますのでこれは今ラジオ機の方一人一人がやはりこの自覚して。はい えー、過ごすしかない気をつけてもらうしかう、ね、もうないですよね,ですねで熱中症になったことのない人っていうのは、はいえー、何もどこまでやったら熱中症になるか分かってないんですよね僕もかつてそうだったんですけど一回ちょっと熱中症的になったことが、まあ、軽いやつでしたけど一回経験するとね本当あこれ危ないなって分かるんですけど、はい、本当に皆さんね、えー、経験のない方は分からないでなっちゃいますから、えー、こ命に危険が及ぶことだって 本当に気をつけてください亡くなる方も,、ね、もう実際出てますし、うん、でこれ熱中症の専門医らによる提言のポイントというのがありましてまず、換気で室温が上昇した場合はすぐにエアコンで調節する温度ですね、うん、あと喉が渇いていなくてもこまめに水分を補給する暑さに慣れていない時期は不要不急の外出を避ける持病があったり1人で住んでいたりする高齢者へは頻繁に連絡するあと日頃から体調管理を心がける。 ということですね。やはり睡眠不足とか、あとあのお酒ですね。深酒の翌日二日酔い状態なんていうとま結構その脱水にもなりやすくなってるようですからね体調管理もやはりあの睡眠と合わせて必要なようですね。さ。それではここからですね。藤井さんにこのテーマで話を聞きます。夏と冬に迫る電力不足の危機。 連日猛暑が続いている中冷房使用の増加などによる電力不足の懸念があるとして経産省は今日も東京電力管内に発令されているこの電力需給逼迫注意報継続しています特に今日は午後3時から午後6時までの節電を呼びかけています注意報がですねこの発令されるのは27日から4日連続です富士山4日連続注意報ですね危ないですね,ね でもこれ、はい、熱中症の話もあるし、はい、だからまあエアコン切るって難しいでしょうから、はいえー、まあ温度をちょっと一度上げる二度上げるでも辛抱するってことですよね。えーえー、なんか下げたなるんですよね。いやーだってよく二十八度って言われますけど、<に>そうなんです。 これで大丈夫かなって思う時が正直あるんですよね,、うん、もうねあの思いますけどあの扇風機を併用していただくとね、はい、結構ねぬるくても大丈夫なのでえ<っ>僕はよ僕く扇風機使ってません、ね、っていうか僕は元々もともとエアコン全然使わずに扇風機だけでずっと暮らしてたんですけど最近ちょっともう。 35とかになってきたら<ー>扇風機だけやとちょっと厳しいですもん、ね、<laughs> だからエアコンをつけてるときもありますけど扇風機も変容されると僕はいいんじゃないかなと思いますね<ー>、うん、あとはその注意報ですね、うん、この電力あの電力需給逼迫注意報の注意報、まあ、これは予備率といってこの。 安全にこの電気供給できるという、うん、これが5%を切りそうだという時に注意報が出ますね、うんうん、で,すで,すで警報というのはどういうことかというとこれが予備率が3%を切りそうだという時にこの警報が出るということなんですけれどもまあその注意報がだから出てるってこと5%以下になりそうだということだってことなんですねこの状況になることはもうだいぶ前から分かってたんですけど、はい、政府は何もしなかったんですよ もっと抜本的にやればよかったんですけど、はいえー、まやってないですよね、うんはい、だから、どれだけ原発を止めてるっていうことが、はい、深刻な問題をもたらしてるかっていうのをね、えー、そろそろね、日本人は気づくべきですよね、まあ、節電動向とかっていうのは、もう最後の最後の手段ですからね。本当は 原発を動かしておくべきですよ、えー、まあ、ですからこれ今藤井さんおっしゃいましたけどもなんで電力逼迫しているのかというと、うん、まずこれ準不動でいくとやはり原発停止の状態化、うん、これが一つありますね、うん、今藤井さんおっしゃったように東、うん、日本はゼロですからね、はいうん、そうですね、うん、あとは電力の自由化 これによって採算の取れなくなった老朽化した火力発電所などはもうね動く、貸すのをやめちゃったなんていうこともあります、それとあと今年三3月の地震による福島沖の火力発電所の被害壊れちゃったっていうこれがまだ少なくとも2つは動いてないんですよ。東日本ではこれがちょっと予想外だったんですけどそれぐらいのことは想像しようがないとだめなんですよね。 不足の対策としてですね、まあいろいろ今日からですね、この東京電力と中部電力があの出資して出資してとお金出してあ千葉の姉ヶ崎の火力発電え、うん、これを今日から動かすというようなことが言われてますけども、うんえー、もう一つはですね、この電力不足の対策としては即効性があると言われるのは節電だと,いうことですよ。節電じゃそ,うでしょそんな,なんもん。当たり前じゃないですかお伝え非常にしづらかったんですけど。即効性 そんなもんも貧乏な時はどうしたらいいんですか。我慢して食べなきゃいいんだよ。あ、そうだったのか。バカかお前ら。そうですよ。ストロー。何も食べなきゃいいんだ。そうか。水も飲まなきゃいいか。そうか。バカ。そら速攻性ありますわ。貧乏対策。最大の貧乏対策はなもん飲み食いしなきゃいいんだ。じーっとしときゃいいんだ。それでは文化的生活ができんだろうちゅ話で電力行政があるわけですけど。 だからね、うん、一応、日本は先進国と、だから先進国じゃもうない,、ね、ゃないってことなんですか、これ、で萩生田経産大臣は、ですね、うん、電気代の負担軽減策として、検討中の節電ポイントについて、8月をめどに開始できるよう準備したいと述べています。で笑うわもうわも<ー>何を言うとんねんね でこの節電ポイントというのがです、ね、節電した家庭にポイントを付与するサービスを提供するよう電力会社各社に求めた上でポイントにかかる費用は国費で負担する仕組みが検討されているといいますで政府は制度に参加する家庭に一律2000円相当のポイントを支給する方針これも示していると、まあ、まず、今年の夏ではです、ね、7月に最も電力の需給が逼迫すると見られているんですがこのタイミングは間に合わない。 <laughs> しかもこれ、ポイントでね、どうたらこうたらって言ってますけど、そうじゃなくて、もう全部補助しますと、もう全部。な高騰してるんだから、何円以上のところは、それも全部政府に請求してくれたら、わしが金出しゃるから、もうね、電気料金は据え置いとけと、はい。 うはいいんですよガソリン代のところ、もともとのオイルのところ、政府が片目で見てあげるよと言えばいいわけですけど、それはも絶対しないなんですよね、えー、これ、政府のせいじゃないと思ってるからなんですかね。そうと、えー、いうかねあの、本当は政府っていうのはね、えー、と調整組織なんですよ、はい、国内の。 国内のいろんな経済とか円高とか円安とかね。はい。とか電力があるとかないとかっていう時に。で、その時にこう働いてくれる自動安定化装置が政府なんですよ、はいえーで。その自動安定化装置のために我々、莫大なお金をね、だって人によっちゃ収入の半分ぐらい上げてるわけですよ。はい、税金。税金で。これ半分ぐらいですよ。で、所得の低い 方の方でも3割ぐらい取られてますからね、はい、あの消費税のところまで含めていえばね。えー、だから、そんだけのお金払ってるのなんでかって言ったらこういうい困った時にちゃんといろいろと調整してねっていうことなんですけど、えー、その政府が機能不全を起こして、何もしないんですよね。はい、だって、この円安、物価高もそうですけど、えー、電力不足っていう状況の中で,で,で、結局、辛抱しろって。 いうだけでね、えー、で結局何人勝てたすんかったら、辛抱したやつに五円あげるよみたいな。<laughs> はい、話ですよ。えー、これ二千円つってますけども、結局一日頑張って五円とか十円とか、なんかそんな、そんな話ですよね。はい、うん、これ機能不全ですよね。いやだから、今藤井さん、うん、まさにおっしゃった、うん、調整。 能力を持ってなきゃいけないこの政府がコロナの時もねちょっと機能不全でしたよね結局あの時だって自粛しろって言っただけでょ説明しろとか自粛しろとかってお前らいらんわそれやったらお前ら何しゃねんもうあら一人でやるわもうっていうふうになりますよ今回だって別に企業が悪くない一般のねこのわれわれだって悪くないわけそしたら調整するのは政府ですもんねだからねわれわれねお前もっとしろってね 国民が怒らなあかんのですよ。はい。国民怒らんでしょお前が図に載っとるんですよ。私は検討しているのだ僕は検討しているのだいや、どうせまんの。検討してるのだあの、現在。それもやらないいや、そこっか。 検討してるよな。あの減税は余るでてるそこだけ怖い怖いです。そこだけ怖い。断言しますからね。それはやりませんみたいなね。そうそうそうまあただでもこれね、富裕がもっと心配なんですよ。そうなんですよ。だから安からねちゃんと千葉さんので、もこの機能不全政府ですからね、なんもせんでしょうね。でね、これ電力自由化の方針だって改めるべきなんですよ。電力自由化だからこれあの。 あの建設を中止した計画っていっぱいあるんですよ、はい、<laughs> これ、ちゃんとちゃんとやれよっていうことなんですよ、えー、本当だと国費で電力供給のためのものをやらなあかんところなんですけど、全部もう,、えー、もう民間に任せっきりでね、はい、調整も何もしてないで、ね、もう検討、検討してやるのだー、えー、って言ってるだけでしょ。えー いやういうで経産省はですね電力需給の逼迫が見込まれる今年冬には大規模停電の恐れが高まった場合には大企業などを対象に電気使用制限を発令することを検討していると、うん、違反すると罰金が課される強制的な措置なんですよ、ね。よ ずっと何もしないけど、あ、ちょっとやばいな。じゃこれ以上電気損ねつと捕まるぞえと。捕まるぞ。ああ、でそれでもダメだったら計画停電ってことですね。そう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 。いやこれでいいのかう。ん。だからね、ここの状況に至ってるということについて政府は謝罪すべきだ。そうですね。これに対して謝罪すべきだ。なんでこうなっちゃった。そうですそうですそうです。でも謝罪する気全くない。それは民間の責任だから。僕関係ないもん。言ってるわけ。関係あるわ。はい。ニュース最前線でした。

北朝鮮が国際取引を禁止されている石炭を中国に密輸している疑いが強まりました。 日経新聞が石炭を積んだ北朝鮮籍の船をですね捉えた人工衛星画像を入手して翌日以降の功績を調べたところ中国の港に直行したことを確認したといいます国連安全保障理事会の常任理事国の中国が不正行為に関わった可能性が高く軍事資金を断つための北朝鮮制裁が機能していない実態が明るみに出ました 国連安保理は2017年に北朝鮮制裁を強化しまして加盟国に北朝鮮産の石炭の輸入を禁じました2018年以降の輸出は記録上途絶えているということなんですが、まあ、この中国に密輸している疑いということなんですねこれは藤井さんどうご覧になりますか中国としてはこうしますよねもともとアンポリのルールとか、まあ、あるんでしょうけどもあ、えー、あの中国は潜在的に えー、アメリカと戦ってて、うんはい、で台湾日本、まあ、いわば敵国というか複雑な関係が。はい まあ,あるわけで,、はい、でそこに喧嘩を公明正大に打ってらっしゃるのが北朝鮮ですから、はい、それは暴れてもらった方が中国にしたら嬉しいですからただ自分のところにミサイルが飛んでくるかもしれないという危機が、ねはい、あの共産党側にもあってん、ね、だからある程度北朝鮮に対する制裁もやらなあかんというのは彼らは認識はしているんですけれども番犬というかね、はい、なんか まあ、狂犬というか、はい、行ってこい噛んでこい、うん、お前みたいなところが北朝鮮に対して中国は思っていると、はい、そしたらまあちょっと餌やっとこうかという話ですよね、えーまあ、昔,昔はですね、うん、この門中の下あたりに猛犬に注意とかね各、うんね、家庭といとか犬飼って見ませんもう。 毛犬いないですか今。毛犬いないですよ。あ、地方はいるかもしれませんが、まあ東京のいないですね。え、だいたい室内犬になっちゃったりとかですね。あまおそらく小型化してるというか、あんまり庭で飼うというあのうちもそもそも見なくなりましたものですね。だからあの毛犬なんてそういう役割と見てるということだと見てると。でそれちょっと餌やってたら餌付けになるからうちのとこに噛みつかへんかもしれないというのがあるでしょうからね。だから。 それは裏で取引している方が中国にとっては国益にかなうわけで、ねえーえー、世界の秩序というのはルールよりも国益ベースで動いていますから今回のです、ね、衛星画像です専門家が分析したところ船から見える黒い影は石炭と見て問題ない。 こういうふうに話しました国連の専門家パネルが去年8月21日に港で袋詰めの貨物を積み込む写真を確認しています中国政府に情報開示を求めたところ、えー、カラニで入港し肥料や農業資材を積んで出港したとまあ、こういうふうに報告があったといいますただ専門家によると中国に石炭を運搬して帰りに別の物資を積んだと見るのが妥当だといいます 北朝鮮の船のこの動きに関しては他の船を横付けして積み荷を移す例の背取りですとか航海中に位置情報などを交換する AIS 信号の切断で航路を隠す様子が安全保障理事会などで指摘されてきましたがもはやかく乱行為さえしなくなっているというこういう可能性もあるといいます。<laughs> うん まあ不定野郎だっては不定野郎なんですけどもね,ねええー、まあ、これ密輸の疑いがですね濃厚な船をアンポリに報告しても中国ロシアの反対で制裁違反と認められないことが多いということなんですけどもねそう,、うん、そうですよねもともとね、まあ、国連第一主義なんてものがあるんですけど、はいえー、国連の実態っていうのは連合国があのかつての第二次世界大戦の勝ったことを 記念してですね、えー、自分らがあのやりやすいように作った秩序なんですよね。はい、で僕ら負けた国々を、まあ、支配し続けるための,、えー、その5つの、ねえー、国がどうやって世界を支配するかっていうための枠組みですから、はい、結局その公明政代に立法があるとかっていう話と全然違うんですよね。はいえー でだからそんなものをこの人たちは自分の国益のためにいくらでも保護にするわけで、えー、だからね、ねあのー、強くならなきゃいけないんですよ、はい、日本はというか国は、えー、まあこれ男の子というと弊害があるかもしれませんけど、はい、まあ女の子もそうですけど、はい、男の子は強くなきゃねもう生きていけないんですよん、えー、確かにアメリカ、イギリス、フランス、えー、中国、まあ、当時のソ連。 この5カ国です、ねうん、あったんだからに対してこ、ねえーね、れでその地図でやっとるということですから、えー、はいま、うん、もなく7時です今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです日経新聞です 土木系の技術職員が不足する自治体での災害復旧事業を支援するため国土交通省は小規模自治体などへの支援内容をガイドラインとしてまとめました。 集中豪雨や地震で被災した道路や、えー、橋梁橋ですねなどの復旧では専門知識や経験に基づく対応が求められます全国的に土木系職員ゼロの町や村は多く日頃から制度を周知し、えー、この早期の復旧につなげたい考えです国交省が今回策定したガイドラインは九州豪雨2018年発生の西日本豪雨などの大規模災害を想定しています 自治体間でこの応援職員をです、ね、派遣し合う応急対策職員派遣制度地方整備局の職員が被災状況調査などの技術支援をするテックフォースそして国が保有する証明者あの照らすものですね照明者などの,この資機材の活用といった小規模自治体が利用できる支援制度の仕組みこれを整理しました。 でガイドラインの策定の背景には深刻な自治体の職員不足があります。総務省の調査によると土木系の技術職員2000年にはですね18万人を超えていたんですが2020年20年後には13万人台に落ち込んでいます。ゼロの自治体は全国の町の36％村の76％を占めています。 自治体職員全体でも減っていまして2000年から2020年の減少率総職員数は14%一方土木系に限ると24%減っているといいます。 え国が近年ですね行政のスリム化を促していて各自治体が人員削減を進めてきたことなどが影響しているということです、えー、土木系の技術職員の不足ということなんですが藤井さんいかがでしょうこれね皆さんご存知ないかもしれませんけど、えー、あの自治体を運営するときに土木というのは、えーえー、絶対 だってね自治体っていうのは例えば何とか市何とか町あるでしょ、ええ、そこには道路もあるし、はい、下水道もあるし、ええ、で川もあるしそういう基本的なインフラっていうものを誰がやってるのかっていうと自治体がやってるわけですよ、はい、でそこの自治体の人がちゃんとメンテナンスをこうしていかないとみんな道路使えないとか、ええ、水道使えないとか洪水になるとかそういうことになるわけですよだから本来は技術系の職員っていうのは1人はいとかな あかんのですよ、はい、でもね、いなくなってきてる、はあ、いる今、5 0 0ゼロっていうところが多いと<で>に村なんかはね。その背景にあるのは、えー、これはあの総職員が14%減ってるか、この、はい、20年間で、ね、えーえー、14%減ってるんだけど、まあ、14%減ったときにね、各自治体はどう考えるかっていうとね、まあ土木の専門家、まあ、ええかっていう人が多いので、はあえー、土木系にかけると24%減ってるわけですよ。はい ででもねまあい,いかじゃないんですよ、えー、これをね、僕らその、うん、が,が教えてますけどね、えー、その土木の,、はい、その自治体のやつとかも教えることもあるわけですよ、兄弟、えー、で自治体のやつ呼んできてちょっと、僕は交通の担当をやってましたから、はい、交通のことを教えてあったりとかしてで、交通の担当を分かってるやつがいなかったら、そこの交通の行政、めちゃくちゃなってるんで、こんな基本的なことば、お前やってんの、この大バスはこうしたほ中に決まっとるやろみたいな。 だって技術系の職員じゃなかったらららななないいいんででですす、ね、すよ全全くくかか適当にやっとるんでね、結局、これ、土木系の職員がいないことでね、えー、あのものすごい不利益被ってるん,、えー、うんそれはね、だめで、結局、なんでそうなってるかって言ったら、身を切る改革をやってるから、一つは財務省のせいですよね、<ー>お金配らへんから、人削らなあかんと、はいで、14番も減ってるんですよ、この20年間で。えーえー それ、はい、ともう一つ、なんかそのうまあいろんな政党で改革政党ってあるじゃないですか、はい、与党とか与党とかって野党はあんまりいないですけど、与党・与党系ではね改革政党がすごく多いじゃないですか、えー、まあそういうやつらはなんか見起きる改革をやるのだって言ってるわけでしょ、はい、普段ん何もせんくせんにもお金を使うことは検討しますですけども、えー、削るときは、うん、もう見起きる改革をやるのだみたいなね、えー、これで見起きる改革って結局、職員削っていくってことですからね。えー 身を切るって自分の身を切るから立派に聞こえるかもしれんけど市民の皆さんの県民の皆さんの町民の皆さんのための職員ですからねそこをねちゃんと分かってもらいたいですね。えー でまあ、近年です、ね、先ほどもお伝えした通りそり集中豪雨だとか地震だとか、ね、こういった被害で,で起きてほしくはないけれどもでも起きるために対策は打っておかなきゃいけないわけでしてそのためにも人は必要だということなんですね。か困った時にみんなで手伝えばいいやでは済まされない状況があるってことなんですね。 えーとね、日本が、ね、根からこうやって壊れていってるんですよね土木がないということはその根底が腐るってことなんですよ、そうでですすよねだって大元ですもん、ね、インフラストラクチャーですから、はい、株組織ですから、株構造がだめだったら、えーはい、その家、倒れますよ、えーうん、そんなもの。うん 自分の家が何年と一緒なんだ。それがだから、自分たちに知識がないから、あもうこれいいんじゃないの、うん、みたいに勘違いをしてしまうってことなんでしょうね。誰かがやらなきゃいけないことがあるんです。そうなんですね。そうですね。それも専門知識で。です。か、う、ら、ん。先ほどの藤井さんのそのね、交通関係だって。うん、あの、おそらくゼロになっちゃった、その自治体っていうのは。前やってたものを、そのまま踏襲しているのか。うん、まあ、そういうことも推測されますけど。いやまあ、まあ、そうなん。でも、時代とともに、やっぱり変わってくる部分だってある。 で全然あります。そうでしょうね。そ,ううん、それがだから全然組み入れられないとことですね。そうです。ですえー、いやこれは改めて考え直さなきゃいけない本当にですね。すれうん、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク j o q r ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。 時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ今度はこちら。毎日新聞。円1時137円台。 昨日のニューヨーク外国為替市場で円相場が一時一ドル百三十七円台まで下落しました。およそ二十四年ぶりの円安ドル高水準を更新しています。アメリカの中央銀行にあたる FRB パウエル議長がこの日のシンポジウムで積極的な利上げ方針について改めて発言したことで日米の金融政策の方向性の違いこちらが意識され金利の高いドルを買い。 円を売る動きが広がりました。一ドル百四十円台が近づいてきたという。こういう言い方もありますが、現在、一ドル百三十六円、六十三千あたりで推移をしているという状況です。まあ、昨日のニューヨーク。外交・為替市場では、円相場一時、一ドル百三十七円台まで下落をしたということなんですが、えーまあ、ちょっとずつと言いますか、じりじりと。 円安になってますね。すねさらにね。これね、あのー、皆さん株やってる方、株やってる方皆さんご存知ですけど、はい、多分一万円とか二万円とかね、百三十円とかで分かりやすいところで一回止まるんですよ。はーはーこれなんでかっていうと。ええ こう、これ、なんていうか、あの、美人、美人投票って言い方は経済学ではしますけど、ええ、みんな130円ぐらいやと思ってるやろうなと思って、<ー>130円を目安に買ったり売ったりとかして、ええ、なんとなく130円が実現するんですよ。はい、だからね、そこに一定のね、なんていうかこう、 突破されににくいバリアがあるんですよ、はい、そこにね<も>、えー、137円まで来ちゃったってことで次のバリアが140円ですから140円ぐらいまでじり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 こういくんですか、うん、だからまあ、えー、130円の7円まで来たからまあもうちょっといくかな周、えー、り見ながら気にしながらね <laughs> 140円ぐらいいくやろってなんか思ったら140ぐらいになるんですよはいそこで一回ねちょっと止まるんですよね、えー そこで止まらなかったらまた行きますから。だから前は135円でね、止そうそうそう、そまるんじゃないか。ぐらいかなっていうのがあったんですね。そうそう、顔色を伺って、みんな売り返して金儲けようと思ってるので、それ超えちゃいましたからね、135円。だから円高、円安圧力があるから、もうここまで来ちゃったんですよね。もうしょうがないですよね、これ。止まらないことないけど。次は140円ぐらいかなと思いながら、 あ,あ皆さんやり取りしているということなんですね。で,で,、えー、でこの FRB がですねインフレ抑制するために金融引き締めを加速させている一方で日銀は大規模な金融緩和を続けています。うん、まあこのために、えー、この急激な円安を招いていると指摘されているわけなんですけれども、うん、ただその日本はコロナ禍からの経済回復が遅れていると、うん、まあその前からのデフレ状態というのもですね、えー、ずっとこのインフレターゲット2%と設定しているのに。うんうん なかなかそこまでもいかないという状況ですから、まあ、ここはやはり我慢するしかないということなんですかね、うん、しょうがないです。われわれもちゃんとそういう金融引き締めができるぐらい経済を活性化できるぐらい、はい、財政政策を拡大しておけばよかったんだけど、えーえー、ずっとケチなことをしてて、えー、経済がずっとデフレ状況が続いているわけじゃないですか、はい、まあ今だったらそれに物価高あってスタグフレーション状況になりつつ、まあ、あるわけですけど。えー、だからその 政府がケチだったことの帰結として、今、円が安いということになるわけですよ、はい、結局、ケチだったから金利上げられないから、円安になってるわけだから、うん、だからまず政府が悪いんだということが、1点ですよね。はい、それと、あのー、ここでね、ご質問がうー、ここは我慢するしかないのでしょうかと、はい、日本語からするとね、はい、それは必要ない。必要な,いなぜかというとう、ねはい、円安の 日本経済に対する被害というものは政府が適切に振る舞えば除去できるからですよ。はい、だって円安で物が買うのが、よそから買うのが高なってるんだから支払いが多いわけでしょその支払い増分を全部政府が肩代わりしてやればいい、はい。そしたらもう全然我々は辛抱しなくていいから、えー、あのー、だから、 その、円安の苦しみというのは政府か、民間か、どっちかがオーナーかもわけですよ。はい、ところが、政府は、俺関係ねえよ。<ー>俺,俺関係ねえよお前ら。お前らが苦しみは、俺は関係ねえよ。俺はもう、財政再建もやらないといけないのだ <laughs> だから、お前が苦しめ、こねろみたいな。<laughs> <laughs> 何やってんの俺を駆け出とくろの番組って言て出てくんのみたいなことになってるんですよ。今政府がね。そうそうそう。ほとんどもう鬼ヶの本蔵状態になってるわけですよ。何やってんる。俺は関係ないおめえの苦しいのにみたいな感じになってるんですよ。ええ。こいで国民は、はぁ、言ってるんですよ。はぁ、えじゃないだろ。でもね、先ほど藤井さんおっしゃったみたいに政府の役割は調整役なんだから、こういうとこそ出番なんですよね。これでね。 あの政府だかだだ、どっちがお金払うかですよ。はい、で、おみが減ると時、売りが減る、お肉で売れる、とか言ってるわけですよ。はい、で、僕ら、はい、わかりました。お金払って、僕らは稼いだお金でね。<ー>もう一万円札に、こう、なんかもう血と泥がついてる。 んとか<ー>これんとか言って、えー、でも払うすぎることであちょっと何人か死にましたけどすみませんちょっと自殺するやつも出てきましたし、うん、もうあのブラックになってくるすみません何とか払います政府の方は、えー、俺は本当はすれるんだけどさ、えー、すれないって言ってなってんだよ俺は僕にない、えー、な,な,ないないんだよないんだよないんだよ、えー、ないな,ないんだよない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 いっぱい,い,っぱいな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 い 「えー、俺金ねえからさ」で見たらもうでっかい指輪とかつけたりとか「俺はねえんだよな」ってミンクのコツと,とか来て、えー、それでベンツ乗って「えー、俺は金ねえんだよ」って言って、えー、国道さんですよ、えー、ひどすぎますよね。<laughs> だって本当政府は国庫というのは、はい、だって国の財布というのは、はい まあ無人蔵とは言わないけれども、はい、国債を発行することでいくらでもお金を調達することができるし、はい、でしかもその借りたお金を返せないんですよ累計債務っていうのは年々拡大していっていい存在なんだから我々はでも借金だってしたら苦しいけれども政府は借金しても苦しくないでしょ、はい、だからねだって自分がお金吸ってんだから、えー、政府は、えー、自分でつ作ってるお金、えー、俺お金ねえんだよなすれるけどさめんどくせえんだよなお前ら苦しいんだけど。 って言ってるんですよ。これ、犯罪者ですよ、ほとんど。で、よその国はそんなことしてないんですよ。だって、あの、与党以外の野党は今、日本はね、みんな消費税減税って言ってるでしょ。で、世界中、今、消費税減税とかやってるだから、世界中で消費税減税しないとか、プライマリーバランザとか言ってるのは、あの与党の2つの党だけなんですあ言ってみれば。 どうういことですかやることはもう分かりきってるし、いや、それをやらないってことなんですね。ということで、円安対策は政府がお金を出せば、そしたら国民は苦しまなくて済ので、ありがとうとわれわれ言うってことなんですけど、それをしないと物価高騰した分なら分を減税す消費税を下げる、それだけで解消ですよね、ちゃんと見合った分だけということです続いてはこちら 毎日新聞、家計、物価上昇を覚悟。 内閣府が発表した6月の消費動向調査によると1年後の物価見通しについて2人以上世帯の94.2%が上昇すると回答し過去最高だった前の月に続いて5か月連続で9割を超えました5%以上上昇との予想は6割以上に達して現行調査となった2013年以降で過去最高を記録しています暮らしし向きの指標ものきなみ悪化てていて国民は 物価上昇を覚悟しつつも家計が苦しい状況にあることが浮かび上がっていますえこの覚悟っていうのがですね,ですねこれが引っかかりますよね えーえー、覚悟って、えー、誰いや、これ、ですか毎日新聞に出てるこの言葉ではありますけどこれだけ上がるだろうという気持ちでいると、うん、ただ、だからそれを負担するのはど、うん、誰ですかっていうところが、うんまあね、ここで指摘したいところではありますね。本当ですね先ほどのね、藤井さんのお話聞いてれば、よくわかるかと思うんですけど。 でこのロシアによるウクライナ侵攻、あと異常気象による不作などで高熱費、ガソリン、野菜の高値、続いています。レギュラーガソリンの全国平均の価格、前の週よりも1円高い174.9円で4週連続の値上がりとなりました。 玉ねぎ平年よりも92%高い1キログラム469円となっています。え今年半年今後ですね半年間のえこの消費者心理を示す消費者態度指数というのが前の月に比べて2ポイント減っていて3ヶ月ぶりに。 悪化しています。食品、日用品、電気代などの値上げが響いた形で、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていた去年1月に次ぐ低水準となっているということです。うんえー、消費者心理を示す消費者態度指数が2パーセン2ポイント減っているということですね。そうですね。うん、はい。このちゃんとやってもらいたいですよね。えー 原因も分かってるし処方箋も分かってるんだから、えー、まあ消費税減税すりゃいいし給付金配りゃいいしはい、えー、ねこれはもう何度となく藤井さんにはご指摘頂い,いてることなんですけどね、うんうんうん、そうですね、えー、残念ですね政府がケチだったら、はい、あ何も行政できないということですよねえですねはい、うん、続いてはこちら日経新聞 争点、景気、雇用1位。 読売新聞が7月10日投開票の参議院選挙に合わせて立候補者へのアンケート調査を行いました。優先する選挙戦の争点をですね、3つ挙げてもらいました。そうしたところ、景気雇用対策が50%と最も多く、外交安全保障45%が2位、ロシアのウクライナ侵略に伴う経済や安全保障情勢の悪化を,を反映したと見られます。 でこの9つの党のうち自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党が、景気雇用対策がトップとなりました、まあ、こういう結果が出てきたんですけれども、藤井、うん、さん、この結果、お気になっていかがでしょう、うんまあ、まあそこはそうでしょう、えーで、この、まあ、でもこれね、自民、公明、日本維新の会、はい、国民民主、えーとね、自民と公明は消費税に関しては何も言ってない。はいはい で日本維新の会は5%減税、国民民主もこれ5%減税、ですよね。と、はい、いうか、えー、自民、公明以外はみんな消費税減税を全部言ってるんですよね。はいえー、で、今必要な、一番必要な政策は消費税減税。 えー、であって、はい、でそれが最大の雇用景気対策なので、えー、まあこの点から言うと自民公明っていうのはやるとは言いながら中身はないっていうことになりますよね、うんはいえー、具体策が見えてきてないないと、うん、いうことなんですねえそして外交安全保障を挙げた候補はですね設問が違い単純には比較はできませんが、えー、前回2019年の参議院選挙の13%から3倍以上に増えました自民が公約に盛り込んだ 防衛費の増額などをめぐってて与野党は激しいい論戦を繰り広げていますこの外交安全保障、これはどうご覧になりますかこれも結局ね、はい、あのこれ、景気雇用対策と一緒で、はい、外交安全保障もやりまーすっていうのはただなんですけど、はい、ほんまにやるには金がいるんですよ、えーで、景気対策もやりまーすっていうのはただなんだけど、えー、ほんまにやるには金がいるわけですよ。はい ということで、政府がどんだけ財政政策を拡大するかということに尽きるんですよね、えーで。しかも外交安全保障問題もね、例えば日本が5%ずつ、ね、名目 GDP が拡大していってたとしたら、えー、その1%であるところの防衛費も5%ずつ増えていくわけですよ。はい、だから、経済成長というものが、実は外交安全保障問題において、一番大事な要素になっているとも言えるわけですよ。えーえー、折しも、ね、中国がすごく脅威になってきたのは何でか 今めっちゃ怖いじゃないですか中国って、はい、全然怖くなかったけどなん、えー、でかっていうと経済成長をもう10%ずつぐらいずっと20年とか続けてきたからとてつもない軍事力を持つに至ったわけでしょ、えー、だから、まあ、10年20年オーダーでね外交安全保障を考えなあかんとしたらですよ 0%1%、はい、で放置してる今のね政府、えー、うーとえと 5%6% 実現できる政府とがあるとしたら、えー、あその今の何も 0%1% で放置してる政府っていうのは日本の安全 安全保障問題っていうのも、激弱にしてるわけですよ、5、6%でね、20年続いたら2倍以上になるわけでね、防衛費だって、おのずと 2, 2倍になるわけですよ、増税なんて何もしなくてね、だから外交安全保障問題も経済成長が必要であって、経済成長するためには消費税減税をはじめとした投資の拡大等々のね、政府支出の拡大というのが必要なんだということを、候補者のやつら、お前ら、どんだけ分かっとるんだ、貴様らと。 バカなのかお前らと、ちゃんともう、もう僕の本じゃなくてもいいから、も普通のケインズの本でもなんでも、えー、もうその辺の本でいいからから、ブログでもなんでも読んでみろと、えー、日本のことに興味がないのか、もなと、僕は思いますね、はい、改めてやっぱりね、経済ですよね。そうです経済の成長がなければ だだっってて防衛費だって比例で大きくなっていかないわけですからす成長のためには財政政策の拡大以外に存在しないんです、はい、方法は、えー、それだけです今必要なのはいさあそして3位はですね教育無償化で25%でした前回の12%からほぼ倍増各党奨学金の拡充授業料の無償化などを競っていて、えー、待機児童対策など子育て支援を上げた政党も多くあったといいます3位が教育無 無償化でしたこれはもうもろお金いりますよね、はい、無償化なんだから、えー、だから、これ、今の,のでプライマリーバランス規律がありますと、そ、はい、したら国債発行しませんと、そ、うん、したら教育無償化するためにはね、何かの行政項目を削らなかわできゃいけないる中ですから、財布のお金一緒だけど、ね、だからこれちょっとこっちの食費削って、ちょっとこれに回そうかみたいな話に、教育費回そうかっていう話になるわけですから。えー 結局ね、もう候補者の皆さんね、もうお前らって僕はもう言いたいですけど、まほうなやつばっかりやったとしたらですよ、はい、だってプライマリーバランスとか言ってるやつが仮にいたとしましょうよ、はいまあ、おるんですよ、これ、だ,だって去年の12月のアンケート調査で、プライマリーバランス、コロナ禍でもプライマリーバランス規律を守るのだって言ってるやつが、はい、これ、あのー、自民党以外は0%なトで、はい、自民党だけは17%もいるはーる <laughs> おかしいわこれ今回アンケート調査したら違うかもしれませんが、まあ、どうせ一緒でしょうけどねそれ、はい、まあ党によってそうなってるんですけどでもそ,そいつらに言いたいけどプライマリーバランス規律なのだって言ってるやつ言いたいけどお前らなんぼ言うたって金増やさへんねんやろと。はい もしゃ、教育無償化するんやったら何か削るんやろと、何削るか言えと。はい。で、外交安全保障で防衛費増やすんやったら、増税するか何か削るかするつもりなんやろと。ええー。言ってみろと。はい。景気雇用対策でお金使うって言うんやったら何か削るんやろと。ええー。増税するか何かなると、どういうつもりやねん、お前と。うん っていうね、えー、自分が何を言ってるか分かってないんですよ、プライマリーバランスってやつはらさ。ほ、はいでですよ、消費税減税に関してはですよ、公明党、自民党で去年の10月のアンケート調査やと、賛成してるやつは、減税に賛成してるやつは0%。は<ー>よその党は50%から100%。 だからね、えー、なんか言論統制が光るとるんですね、はいえー、自民党、公明党の中には、恐ろしい、財務省がもう全部なんか仕切ってるというふうに、えー、しかも見えないようなアンケート結果が出てるわけで。えーそうだった 本当<ー>ねうん、結局、何を言ったって、プライマリーバランスの話をちゃんとクリアしなかったら全部できないということを理解しないとだめです、俺ははい、それを取っ払わない限りということですね、本当そうです,うです、えーまあ、骨太の方針では少しは文言は入ったとはいうものの、ままだまだ足りないとい全然足りないです、いなですね、だってもう岸田さんはそこ無視しようとしてますから、<ー>あのせ選択肢を狭めてはならない、<ー>重要な選択肢を狭めてはならない<ー>って言ってるの、分かった だったら増税しようそれはダメですよ必要な政策は全部増税でやりゃいいんだそうしよう俺天才だ全部増税でやっちゃえばいいんだ全部有料だうんって一人で納得してる時刻七時三十一分になります時刻七時三十一分です 今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。 読売新聞 NATO ロシアを敵国認定という記事もありますね NATO 北大西洋条約機構の首脳会議スペインの首都マドリードで開幕しましたえ昨日はですね今後10年間の行動指針となる新たな戦略概念採択しウクライナを侵略したロシアを事実上の敵国と認定中国についても欧米への組織的な挑戦を突きつけていると初めて明記して NATO は冷戦後最大の転換点を迎えていると しています NATO のこの戦略概念の改定冷戦後4回目で2010年以来ということですがロシアが破壊的な手段で直接的な支配の確立を試みているとしてアメリカとヨーロッパの安全保障への最も重大で直接的な脅威と位置づけました現行のこの戦略概念を見るとロシアを戦略的パートナーとしていて NATO の危機管理の指針大きく転換しますただ NATO は対立を求 めずロシアに脅威を与えることはないとして防衛体制強化による抑止力を追求する方針を改めて示しましたで中国については多岐にわたる政治的経済的軍事的な手段使って力を誇示しようとしていると覇権的なこの行動のリスクに言及し経済面でも重要インフラ戦略物資を握ろうとしていると強調ヨーロッパとインド太平洋の安全保障を不可分として日本韓国オーストラリア ニュージーランドとのこの協力の強化を推進する方針だということですが、まあ、NATO もいろいろ変わってきてますねロシアはまあ敵国だということですよね。えー まあ、あその対理さは求めないということではありますけれども、認識は変わってきたぞと NATO はね、もともとっていうか、はい、G7 はもともとね、ロシアンマスノットウィンって言ってね、はい、勝ってはならないということをずっと声明では勝ってはいいけない<で>はい えだからね、もうかなり本気で、にかかっているわけですよねもともと NATO はロシアのために、ソ連対ソ連でできたまあ機構ですから、はい、まあこうなるのは当然というところなんですけど、えーえー、でこれね、まあ、こう見ると、日本もなんかちょっと参加しといた方がおいしいなみたいな。 やっっておくべきかかなな話でで思われれるかもしれないですけど、えー、集団的安全保障体制ですから、n a、はい、っていうのは、えー、何かというといろんな国が入ってて、ある国がやられたらみんなで一致団結して、えー、それに対抗しようと、はい、今30ですもんね、これが2増えたりものなんですよね。はい、で、それをやるためには、軍隊持ってな、だめなんですよ、だ、えー、からよその国がやられたら、われわれも出動しますよという話で,で,で、日本はそういうところはできないから、日米安保というなんとも言えない。 微妙なというか、もう、ま属、あ、国条約というものがあって、はいえー、これは変無性であって、えーと、アメリカがやられても日本行かないけども、日本がやられたらアメリカにさん助けてねということにこうなってるわけで、はい、でまあそんなものはもともと機能しないだろうと、誰もが思ってるものなんですけど、はい、うんでだから、こういう大人の条約とかに入れないんですよ、はい、で、n a t 気取りをしたところで、金むしられて終わり。はい 何もできないんですよ。えー、お、で実際お金とか,とか取られるでしょう。そ,そうですか。お、えーうん、で日米安保だって山ほどお金取られてるんだから。えー、だったらそのお金で、えー、自分で防衛力を強くした方が全然いいんですよ。はい。この後は武田鉄也、今朝の三枚おろしです。 「おはようちゃん」今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。 今日も天気予報でお伝えしております通りですね関東は猛暑日と各地なりそうですね、えー、高いところでは40度に迫る危険な暑さとなりそうですで、この記録的な猛暑で東京電力管内に電力供給逼迫注意報の発令が続く中電力各社が 補修点検のために停止している火力発電所などの復旧急いでいます供給力の確保が進んで今日以降は需給が改善に向かうという見方もありますまあ、ただですね気温が予想を上回ったり発電所で突発のトラブルが発生したりすると需給すぐに悪化しかねない状況ですまあ、今日も東京電力管内に発令されている電力需給逼迫注意報継続です、まあ、これ引き続き富士山電力不足への このね、うん、回避予断許さない状況続いてますね、うん、そうですね、えー、これはもう日本のエネルギー行政の失敗の帰結としてこうなっているんだということを認識しつつ、はい、今は致し方なく節電を認識、えー、するという姿勢が大事だと思うんですねつながって政府の方もそういうふうな認識で、はいえー、誠に申し訳ないと、はい、私どものエネルギー行政は 間違えたからこうなってしまったのですと、はい、で申し訳ないが節電のご協力のほど何とぞお願いしますと、はい、いう態度を示すべきですよね。えー、はい で政府や大手電力、もともと電力需要が急増する梅雨明け後の運転再開を見据えて発電所の補修点検などを進めてきたといいます、まあ、しかし関東甲信地方の統計開始以来最も早い6月27日、梅雨明け、えー、したとみられるということで状況一転して東京電力管内では節電要請の前,前倒しに追われることになったといいます。 夏としては七年ぶりとなる全国規模の節電を要請します。ただ大手電力からは今年の暑さは尋常ではなく猛暑日が続くと通常以上に需要が増える累積効果これも心配だというまあこういう指摘も出ていると言います。まあいろいろ心配はつきませんね。まあそうなりますよね。あとは水不足ですよね。これ関西の方もこうつやけしましたから金利 <laughs>、ねね、もね。これは、えー に近いですよね今のところ、まあね降るときはばーっと降るんで、水がめにさえ雨が降ってくれれば、これはいいんですけども、なかなかね、あの前線がだいぶ北のほうにも上がってますけど、降りてくるんじゃないですか来週は戻りず雨みたいなことも言われてますよね、だから、開けるとって、普通はだから、前線が下に行ったときに開けるって言うんじゃないですか、上に行っちゃったら必ず来るじゃないですか。はい 全然予断許さないですよね7月上旬っていうのがすさまじい豪雨が毎年降りますから、はい、そうで西日本豪雨とかそんなんですから、はい、こんだけ気温が高いっていうのはだからものすごくこう水蒸気が前線に溜まって、えー、で多く降るという可能性もまた線状降水帯とか起きないとも限りません。うん えー、戻り水はこれは、まあ、あるでしょうね、えー、降りてきますから静かにね、うんえー、降るとこに降っていただきたいんですけどね、そうですねだったらば、ねえー、これ、関東の水がめを見ると、今のところ大丈夫そうなんですよね、うん、ただ、この先、ですね、うん、雨が降るのか降らないのか。 となると状況、うん、次第ではやはり水不足に、うんえー、つながっていく可能性もありますの、ね、で電気は使えない水もい、ね、節水しなきゃいけないなんてなっちゃったら。 どうすんだみたいな気持ちになってきますもんね政府の失策をめられるべきなんですよね、ままああ特に電力の方ですけれども、われわれはもっとね政府に厳しい目を持つべきだ、日本国民は、甘やかすぎだそうですね、しょうがないじゃ済まされない問題ですね自分たちの命、特に自分たちはいいかもしれないけど、子どもたちの命に関わりますよ。 もっと真面目に生きてほしいな、えー、だから生き方が不真面目だから政府をいい加減に見るんですよね、えー、真面目に生きてほしいはい。今朝のコメンテーター藤井聡さ,さんでした藤井さんありがとうございました、はい、この後はお隣さんをお送りしますおはようてらちゃんまた明日今日もいい一日になりますように、うん